さあ、おはようございます。えー、g1 レディースチャンピオン、えー、5日目ね。ちょっと配信をしていきたいと思ってます。はい、ええー、とボートレース youtuber をしております。修羅です。はい、初めまして。初めましてね。初めまして。真面目に仕事をするタイプなんでね。ちょっと配信中にも携帯見ずに。ちょっとやっていきたいと思いますよ。初めまして。 よろしくお願いします <laughs> さあえっ、ー、とね今日ねあのー、1時ぐらいからねやろうと思ったんですけどちょっといかんせんちょっと前半戦少し3レースぐらいまでは荒れそうな34レースぐらいまでなんとなくちょっとこう荒れてもおかしくないのかなっていうところが少しね見えたんで、まあ、5レース以降はちょっと逃げそうですけどうーん,なんか狙っていきたいレースが多かったので えー、今日ちょっっとやっていきたいいと思います今日多分ね、つがね、あの風がね、またちょっと強くなってる感じがあるんで、うーん、これ、もしかしたら向かい風、追い風、まあ、どっちになるか分かんないけど、台風来てるんでね、近づいてきてるんで、荒れてる可能性あるんでね、まあ、真追い風とかだともう、みんなスタートいかずに逃げるとは思うんですけど。 うん、前半戦ちょっとね、特に1レースとかね、2レースとか面白そうなんで、はい今日ちょっとやっていきたいなと思います。とりあえず足が良くないメンバーがね、うん、いるので、まあ、例えばこのレースとかね、生き足の悪い山下選手、えっ、ー、と、き、まあ、昨日まくりを決めた中里選手、まくり派なんで、まあ、この辺だったり狙えそうだし、あとは2レース。 インド選手もこれ、足は良くないので、岸さんも良くなくて、西村選手が昨日若干悪くはなかったんで、センター勢の攻めとかね、あと5号手、岩崎選手は多分僕はいいと思うんで、桜本選手もスタートいけるってことは、まあまあこの辺、西村選手の自在戦だとかね、あと、直まくり。これ、直かまもあるかもしれないから、うん、これもちょっと見ていきたいですね。 で3レース、深川選手。深川選手は悪くないけど、まあ、香川選手が昨日良かったんでね。あと中村かなえ選手とか。まあ、この辺は多分足がいいので、まあ、イン逃げ率も53%。うん、まあ、ここも面白い。でい。4レースの浜田さんも、なんかね、負ける匂いはしてますけど、まあ、ここは高田ひーちゃんがいるんで、まあ、足はもう、うん、良くはないから。5コースなら。 外しても買えるかかかななととそんなところですかねまあ4レースまででちょっとうーん面白くなりそうなんで、うん、5レース以降は逃げるかもまた順優をメインに、まあ、今日はやっていくんで、まあ、雰囲気で今日も買いますモーター相場もあるんですけど日替わりの選手が結構多いと思うのでうーん で準優に関しては、とりあえず足いい選手、うーんどの辺になっていくのかなえー、っと、レース一覧。足でいうとね、うーんまあ、河野選手はもうまあ突き抜けてるかもな、全部の足がいい。で渡辺選手も昨日良よくなってたね、だいぶよくなってた。平山選手はまあ 手堅くうまさで逃げたって感じ。向井さんはもう行き足、回り足。遠藤さんも、まあ遠藤さんはまあ普通かな。腕で勝った感じ。藤原さんも行き足から回り足、いいですね。三浦選手はやっと出てきたって感じだね。清野選手は行き足。樋口さんも回り足系とかって感じかな。あとはまあそんな大して変わんないと思うんでね、この辺は。あと宇野さんは転覆したけど足の上積みがあったんでね。この辺が面白い。 感じですかね、あ,ありょうちゃんさん、おはようございます。今日は歌舞伎町で仕事スタートです。危うく、もっこりし、もっこりに、もっこりしに行きそうって何 <laughs> ちょっと分かんないですけど、行きそうになりましたが、なんとかこらえて、こちらの配信がデキンです。<laughs> 久しぶりにできんです。りょうちゃんさん、ちょっと、できんです。ちょしばらくね、5分間のデキンですね。 となっておりますよね皆さんね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。陳 <laughs> 地を超えているので <laughs>。あ、グラリスさん、初スパですと、今日も頑張りましょう。1レース乗らせていただきますということで、ありがとうございます。初スパ者、おめでとうございます。昨日当たったんですかね、もしかしたら。ありがとうございます。シュガーさん、最近調子がいい良いのでね、丸ノッかーした。まあ、本戦、まあ、本命党みたいな感じになってるからな。 あんまり大きな穴を狙わなくなってから調子はいいかな。AI です。まあ確かに AI だったらちょっと辻褄が合うけどね、うん。ポルノ AI みたいになってるもんな。文章がね。面白いかもな。さあ、まあ丸のっかりはね、あのー、危険なので、まあ3着流したりとか、あと資金をたくさんかけるんですけども、僕は絞るんで、あのー、3つのね、穴、本命、対抗っていうところをね、はい。 日和を登録して使うことを覚えました、昨日。あ、そうなんですね、もも肉さん。えっ、ー、と、下の概要欄、リンクからね、あの、ボートレース日和のね、あのー、もし、この、僕と同じような雰囲気の、まあ、画面だったり、使い方がちょっと知りたい方はですね、下の概要欄、リンク、えー、見ていただけますとね、あの、ございますんで、はい。あの、ボートレース日和の使い方的な動画も出してるんでね、カスタム方法っていうので、まあ、それ見てもらえれば。うん。 あの別に宣伝でも何でもなくあの純粋に使いやすいというかああ無料で使えるし、うん、純粋に使いやすいだけだねまあ無料だしね、うん、通常だったらあれ有料版みたいになりそうですけど 平山選手もね、すごいよな、手堅く着残してね。5、6着を取らないっていうのはすごい大事だもんな、予選通過するのに。うーん、もう強いよね。うまいとかじゃなくて、もう、やっぱレースが強い。ちゃんと分かってる。JP と一緒。5、6着取れなかったらいい おはようございます。4日間仕事中、ラジオ感覚で聞かせていただいておりますということでね。まあ、し,しっかりと僕も喋っていきたいとは思うんですけどね。まあ、もうご、ちょっとね、あのー、5日間とかになってくるとね、話すネタもね、うんちょっとあれなんで、はい。もうなくなってくるというかね、そういったところはございますんでね。はい。まあ、今日はちょっと1時からやろうと思ったけどね、ちょっと早めに始めました。広中さんも足いいよな。まあ、今日、 今日4コースなんでね、軸候補ではあるけど、スタート遅いから。うん、このレースはおもろいかもな。キーさんも足しいし、スタート遅いからね、外がね。これはね、俺、このレースめっちゃ、このレースはね、荒れる可能性あると思ってるんでね、このレース。うん。渡辺さんはね、大事なところでポカること多いから。 逃げ強いけどね。今日は休みでシュガーさんを拝みながら <laughs> 拝みながら。まあ、今日一ス目から逃げが多発したらもう逃げですよ、うん。もう逃げ逃げが多か多発したら逃げ。声が小さい声が小さい。 まあでもこれ以上ちょっとねやるとちょっと音割れるんでね申し訳ないんだけど多分デバイスの方の音を上げていただければ嬉しいかなと思うんですけど音がね割れちゃうんですよバリバリバリってなっちゃうんですようん申し訳ない若干上げましたけど若干を上げましたけど 感はまだプラスですね、うん。まあ多分7万、多分とか7万ぐらいプラスですね、まだね。はい、昨日はもう終わったと思ったけど、うん、まあギリギリのところで勝てた感じがあったんで、良、はい、かったっす。 確かにシュガちゃんの話、音量マックスでギリ聞こえるぐらい。まあ、マイク近づけばまあ、多分大丈夫だと思うんですけど。うん。<laughs> 音割れ、また割り。見また、またぞ。5分経過しました。<laughs> いやい復帰。<laughs> 今日はなんかすげえ、飛ばしてるな。 めちゃくちゃ飛ばしてるなまあ映像切れてからのねあのー、実況、ね、でもちょっとパソコン変えてからまあなんか調子も悪くないしシステム変えてから音切れなくなったよね、うん、音切れもちょっとね改善されたんでね ラブ2000ツアー、前付けは全然やってもいいですよ、情的にはね、はい。さあ、いきましょう。さあ、ここに関しては、ですね足に関しては山下選手が、まあ、あまり良くはありません。そして、この4号艇の永井選手、足いいんですけど、フライング2本持ち。この中で多分、足はいいのは、き、まあ、昨日の中里選手の足の直まくり、まあ、伸び関係はいいんで、そこと、 まあ、あと、サネモリ選手ですかね。ただ、サネモリ選手はそんなにあのまくり出しとか、うん、まあ綺麗に、まあ、3本決めてるのは、ま,あ、まくりがあったら、大責りしたらみたいなところでもあるので、まあ、これはもう2、3頭、うん、本来なら長井選手のまくりとか買いたいんだけどね、F2 からの。まあ、さすがに F2 だからまくれないでしょうと考えると、まあ、中里さんは得意コースでもあるんでね。 まくりを打つ方ですからその辺で勝っていきたいかなと思います山下さんは行き足が悪いねスタートがそんなに決まってない今節うんスリット切った後とね全員に出られちゃってるんでねうんこれ伸び返されてるなまあ滝川さんが直間打つかどうかの話になってくるけどこれちょっと追い風強いんでね波立ってるし 普通に21が変えそうな。いや、このレースは俺逃げないと思うよ。うーん。まあ、2頭、3頭の2択だな。まあ、竹川さんが直前間打ったらそのまま、まあ、追い風でも勝ちそうな雰囲気もあるけど、まあ、4差しとかも面白いかもね。直前間行って、中里さんもちょっと、まあ、外前しちゃって、4コースの差しとかね。うーん、その辺は面白いかもな。 まああとは2号艇が別に行かなかった場合、差し構えになった場合は、まあ3号艇の中里選手の付け前気味にいくのが勝つんじゃないうん。とはいえこれは逃げなさそう。ただこれ追い風がどうなるかだよね。握ったら飛ばされるから、そこをどう見るかが難しいところですけど。ちょっと追いが強そうだからな。いや、行き足がないからね。 一番うん今節めちゃくちゃ難しくまあおッつがそんなに高くないからねあのつってめっちゃ高いかめっちゃ低いかっていうのが多いんで荒れた時はもう23万衆とかうんなんか1万円近辺の満州が毎回とかないんだよね で2万とかよりも3万みたいになっちゃうとかね。追い風かなり強いな。まあさすがに時間は打たないかな。差し構えならね、俺これワンチャン4買ってもいいと思うんだよね。これ、このレース。ワンチャンね。F2 だけど、遅れた状態から差し構え。 でも3まくりならまあ45でいいかなと思ってるなんか飛ばされそうな気もするもんね絞りまくりじゃない限りまくれなさそうだもんな西岡さんは出足だからだけだからなまあ3着付けは買ってもいいか 長井選手も許容範囲のスタートは行ってるからね2-0とかね1-5とかね まあ、21が本線になってくるけどね。今日は1時から配信するって、まあそうなんですけど、番組表を見たらね、ちょっとやっぱ1レース、2レース、3レースは逃げなさそうなんで、足の相場が結構差があるんで、まあ買ってもいいかなっていう気になったというか。はい、ということで、これね、フライング2本じゃなかったら、長井選手から行きたいんだけどね、4コース。 うんこれは山下選手は足が悪いからまあ本戦は似合ったもんね足を言うと まあ、時間まくりはちょっとねやめます、まあ、一応ね、まあ、差し構えにする これ、まあ、滝川選手が、まあ、えっ、ー、と、01っていうタイムなので、差し構えにしますね、僕は。うん。まあ、良さそうだなと思ったけど、山下さんは14だし。ただ、差しが余裕で入るとは考えてもいいと思うんだよね。滝川さんは、あのー、4日目あ、3日目か。3日目の後半戦、あのー、4万種出したとこあったじゃないですか、これ。あのー、これ、まくり出すよって言ったやつ。これね。これ。 まあ僕はちょっと抜け目になったやつ。まああれみたいにあの押しがすごい良かったんで、まあ刺したら普通に届くというところじゃないですかね。足の評価を言うと1と6は悪く、1号艇と6号艇は行き足ですね。直線スタートスリット切った後の、まあ押し感というか、ターンした後の出口、ターンし終わった後の出口のこの一押しがないので、まあこれ3号艇の外回りであれば、まあ刺さるかなと思います。今日追い風だしね。 で基本的に中里さんは外前なんで外前傾向の選手なんで今日ちょっとこの追い風だと絞りまくりじゃないまくりに関してはななんだろうな絞りまくりってターンするときにへさきがこっち側を向いた状態でターンできるんですよね、うん、ただつけまいってターンしてるときって風をこっち側から煽ってる状態で横を向いてそっからターンをしなきゃいけないので大体の選手って飛ばされるんですよ部員って。うん だからその単力っていうのがないんで女子選手ってねつけ前気味に行くとバーンって向こう側に斜めに飛びますよね、うん、だからまあ2がへこんだりとかしたら1がへこんだりしたらまあ絞りまくりでへ先を向けた状態から中里さんはまくりを打てばまくり得意なんでまあいけるかなとは思いますけどねうんまあそれがこっちの目ですね3の頭の245245 っていうところですかね、はい、であとは対抗に関しては逃げこれちょっと広めになるんですけどうんまあ僕は対抗で一応まあ失敗とかもあるんでねはいであとはまあじまくりっすかね直かまくりがあるかどうかなんですけど 竹、まあ、川さん、行き足微妙って言ってるけど、ここはちょっと力強さは僕は感じたので、直まくり発動を、中里選手は、ね、引いて刺したりとかっていうのが、まあ、そのうんその小回りっていうよりは、握っちゃうほうなんでね、ちょっと外回でついていっちゃって、でこれ、F2 の永井さんがちょっと遅れた状態で、これ、時間ま発動するじゃん。小差しできちゃうと。 で佐野森選手もこういうゾーン1とかを指す鋭さはあんまないんで、ふわっと割り差しっていう感じなんで、これね、もしかしたらワンチャン、これあると思ってる。これ。ワンチャン4差し。今日の水面だったら、この4差しは全然買,え買っても面白いと思うんで、うんまあ今日このレースに関しては重複,重複してるところがあるから、これとここと、ここと、 ま、ここっすかね。これ多分穴だと思うんでね。ちょっと買っていきたいかなと思います。ということで、えっ、ー、と、あと10分。ちょっとトイレ行ってきます。すいません。 うんうーん,なんか21いらないような気がするんだなこれ21だけ消しとくか。 これほとんど満州かうんあこれでもちょっと2121どのぐらいだろうなあ二21外す理由なくなった よし、これ1入れますれねはいオーケー最高まあ大体ね1から売れるんよ もう、あのー、G1 の朝市ってね。まず、とりあえずビールみたいな人いるんですけど、もうこっから戦い始まってますから。うん。いやいやいや、ここをビールで行くんじゃないんですよ。いきなりもうこれ、ウォッカですよ、ウォッカ。あもうん。いきなり、まあ、とりあえず、まあ、ボートレース場来たし、1レースだし分かんないし、まあ、ビール頼むか、みたいな。じゃないんですよ。いきなりウォッカですよ、もうこれ。 いきなりシャンパンみたいなもんですよ、うん。これです。いや,いやいや、徐々にテンション上げようじゃなくて、もういきなり行くってことですよ。 いきなりぶち上げていくということですよ。まあなんかこの水面はまくれないと思った方がいいと思う。うん、はっきり言ってね。この、うん。しかもこれ10番人気までが。 10番人気までのオッズが多分 1, 1頭なんですよね多分ねこの1 3号っていうとこでしょ2頭が売れてないのが不思議でたまらないうーんもう差し水面っすよ今日この追い風中田さんもまぁまくりはうまいけど絞りまくりじゃないともうブイーンになるよどこ行くねーになるだから差し差しの24とかさそこを行った方がいいこれは女子戦あるある 男子戦だとあんま関係ないかもしんないけど女子戦はねやっぱターンがゆっくりしてるから煽られるんよね <laughs> 絞りまくりなら完全3、うん、まくりきったら3がまくりきるならまあもうこれ1は、うん、いなくなるししかもこれ4差しが入るなら1も残らないでしょって感じ。 いや、三着付けはいるかなと思うけどね。二はもう直まくりは僕は見てないので、まあ、六はいらないかなと思ってますけど。うん。さすがに三まくりとかがあった場合は、まあ、六を入れない理由はあんまないかなと思って。逃げの結果。いやいや、結果はそんなにね、あのー、なんて言うんですか。頻繁に出すもんじゃないですよ。さすがに。うん。やっぱね。 精度がやっぱこのデフレになっちゃうんだね時間はないよまあ時間は、まあ、あるかないか分かんないけどまあやった場合はまあ3差し4差しなんだろうなと思う絞るなら6外すぐらいじゃん あとは3まくりの場合の、まあ、僕はね、サニモリ選手は外してもいいような気がするけどね。うん、割り差ししなくて外前だから、基本的に、うん。1と4とか1と3がやり合うなら、まあ、5の頭とか5の2着変えるんだけど、まあ、山下さんも行き足がないから、多分抵抗できないと思うからね。追加で購入する、追加で購入する。 まあでもうんまあどうだろう追加で購入難しいな追加で購入するとか特にないかでもインからは高いからその辺を狙うのはいいんじゃないうん、まあ、3は外前だしね まあ僕はね、うんだからまあ見立てからの展開ありそうなところを選んでるだけなんで。でもね、なんか、俺、最近その予想の3つ上げるじゃないですか。本線、対抗、穴って狙うじゃないですか。まあ、比較的、まあ、今節に関してはそのパターンのどっかにハマってる、どうだろう。ああの3つにある。 うんどうだろうな敵中とか度外視にするならばどのぐらい当たってるだろうな70%ぐらいは展開当たってるのかなとは思うんだけどまあどうだろうちょっと自分のちょっと <laughs> ちょっと評価課題評価してるかなやっぱね一番最初にね見た方がいいのはまあ目点字ですよね誰が攻めるか誰があんまり良くないかっていうのをそこをまず起点にデータで じゃあその展開はありそうなのかっていうのを精査した方が、うん、やっぱなんか予想の精度は上がるような気がするあの当たる当たらない関係なくね展開精度っていうかね、うん、でも大体の人ってあの前やってたのは僕がまず展開というか数字を見ちゃうんですよこれ3号艇がまくり差し結構あるんですよねうまいんですよねとかで1号艇が結構スタートイン逃げ率低いんですよねから始まって展示見るんですよ だからデータがまず頭にバーンって入ってそこから抜け出せなくなるんですよある意味目ン地よ,よくてもうわっ1号手足よかったなでもイン逃げ率30%だからな迷ったあげくまあ30%だから負ける方かになるんですよねでイン逃げされるとか、うん、それをね最近逆にしたんですよねもう数字とかメンバーとかまず見ない そっちの方がいいというふうに勝手に考えてますこれ今日の朝か。 あ、そういえばツイートしてねえな。<laughs> そういえばツイートしてないですね。ありがとうございます。アザラシトウさん。全然してなかった。忘れてた完全忘れてた YouTube でブロックされてコメントが見えない。ブロックしてねえんだけどな。まあ、昨日はちょっと一人だけね、うん、なんかまあ、なかなかちょっと治らない人がいたんで、ブロックじゃないけど、コメントあれしてたんですけどね。チャンネルブロックしてないですね。うん。してないですね。 とりもしてないですね。チルト五十三と仲いいです。まあ、仲いいというか、まあ、全然。働いてるところ違う、働いてるとか住んでるところ違うからね。 オーートレース2 2> ープレミアム G1 第37回レースシ、ね、リーズ5日目を迎えました熾烈な得点争いをクリアした18強によりまして今日終盤戦では準優勝戦が行われます、うん、やっぱねレースシリーズリーダー平割という激戦の中見事逆転でトップ通過を決めたのが川野芽衣そして渡辺由美平山千佳が続きトップ3絶好枠を獲得一方ボーダー付近の争いもハイレベルでありました 6.00をマークしたメンバーが4名も涙を飲むという過酷な戦いとなりましたこれより5日目のオープニング第1レース一般競争です1号艇山下優うき、2号艇滝川真由子、3号艇長里優子、4号艇永井正美、5号艇実森美優、6号艇西岡なるみ以上6名です幕谷進入1号艇山下優うがインコースに構えていきます シリーズ8白星に向けましてはここインコースかの戦い行き足修正スタートがということになりそう一<し>号艇山下の陰線ですそしてコースは2号艇滝かささあ一レース目からまあ勝負レースとなっております 2> 2追い風若干強めたな惜しくも高いハードルに泣されましたが勝負の一層は0台スタートから時間はないでも2差しが入るっていう展開からどこまで深くなるかだと思うんで 多分ね4号艇がフライング持ってるけどそれなりにスタートいけばあ直間まだ直かまくり発動しました、ね、ダメだ、やばいこれさ2号になってくれ 1>, 1が残ってるのはいいんだけど危な俺23だけ勝ってないからね23だけ勝ってないからさ44444これは4の方が高い4こい4こい,い1を買っといてよかった3着まあ中里さんはね割り出しそんなに上手くないからっていうところが功を奏したかもしれない まずい、まずい、前が、前が抜かれるのはやめて、前へ抜かれるのはマジでやばいちょっと待って、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 しんどい、しんどい、しんどい、しんどいそれはしんどい、あ,あ危あい,い危ない、危ない、危ない、うわ三だー、最悪、2、3になってる。

えー、ひどいよこれはあーもう無理なんですけどやめていいですかー配信ーひどいだろう <laughs> もうやめてくやめていいですかあ9900円なくなったー こんなことあるこんなことあるあそこさ別に読んでもいいじゃんね。なんで3組んだろうね。フォーカス全然違うっていうかフォーカス全然違うことないんだけどね。時間まくりだから。時間まくり想定の。 やつも買ってるからそれもそれでもだし、うん、それも踏まえてだからね <laughs> ああいけないいけないフラストレーションをフラストレーションをちょっと、うん、え違うところでちょっと解消してしまった あーえっ、ー、と、マットさん、320、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でも、2、三うん、まあ、だから、3、号艇の、まあ、中里選手は、基本的に、まくり差しの場合は、そこまでこう、刺さってくる感じじゃないから、うん、まあ、だから、4とか、まあ、5なのかなっていうところで。で、2、一は差し目なんだけど、まあ、他の目は、あれなんだよな。 これきついな、マジ。ああ、やこれもうちょっとやる気なくなったわ。まあ、転覆だけは予想できないからさ、こっちとしては。予想が、予想が。<laughs> あ、エアです。買ってないです。うん。エアなんで。 えあのこの配信エアなんでね嘘だろあれ別にさ3と4だったら別に4でもよくないあのまあ転覆があったからだけどさなんで3の方になんだろうなその2択の選別も漏れるかあ255に持ってたんだりょうちゃんさん どうしたらいやもう今日はもうやめた方がいいような気がするけどねしかもあれはちゃんと耐えてたからねにもね滝川さんもうんはあ悔しいまあ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 でも思,、まあ、思った通りの展開になったんで1号艇がねうん中穴取れそうだったし、まあ、4頭はちょっとやりすぎだったな <laughs> H あきさん無職ね、うん、毎回来てくれる人なんでねありがとうございますあのー、コメントしてもらうとねあのこの動画コメント盛り上がってますようでこう拡散されやすいんで、まあ、逆にコメントしてもらうのはほんとしいんでありがとうございます、うん、毎回来てくれるからね嬉しいんでねこっちとしてはコメント書いてくれるのがまあ僕にとったらううん 利益にな面白いですよ、これっていうふうに広めてもらってるのと一緒ですからコメントがあるのはねさあ、まずは320ありがとうございます。ス第レースいつもありがとうございます。ま,ま,たまた当たった。また当った。まずは競技情報です。 はい、ということで、まあ、ちょ次行きましょう。さあ、次のレース、えっ、ー、と、こちらなんですが、はい、えっと、インド選手はスタートタイミングが遅く、うーん、ちょっとなんか、足はいいんだけどね、悪くないんだけど、ちょっと足落ち、足、足落ちしたのかどうかわかんないけど、うーん、まあこんな感じっすかね。で、これ、岸さんが悪いんだけど、 岸さんはじ間までもあるのでじかまくりめっちゃ多いんでねじかまくりも多いので、まあ、センター勢のどういうところって感じかな、うん、で岩崎さんは差し上手いしね5号艇の岩崎選手もう僕は節感見ててもき足関係はねいいと思ってるので、うん、その辺をどうなるかですがどうしようかなって感じきちいなマジで、はあ、つらっ 西村選手も昨日は良かったんでね、これ1号手がね、重いんよね。重さがあるんでねあ。やっぱ西村選手、昨日から良くなってるのは、これ使えるかもな。ちょっとね、行き足が良くなってるっていうのがあるんで、これ3号手のまくりあるかもな。直間発動2段まくりみたいなね。うん、1号手は多分伸び型なのか、ちょっと重さがあるっていうかね。 ターン回りではないと思う、うん。あ下半身だけさん。あ下半身さん。これ下半身さんはあれかなあのツイッター今日くれた下半身さん。あれでも下半身だけで上半身さんだもんね。 DM 対応ありがとうございますってつぶやくつぶやくあったっけどれだわかんねえうーんあちょっとごめんわかんない上半身さんああでもそうだよね多分上半身だけさん多分そうだよねはい 見えております単純に僕多分上半身さんは見なかっただけかもしれないあそうだねそうだねはいまやさん320ありがとうございますまあ多分ねあのー、一応ねうちのチャンネルはバンバンしてる人一人もいないんですけどただあの NG ワードはあの一応入れてるんですよ あまあその何倫理的にというか道徳的にその言葉はいらないよねっていうことをはまあベーシックなね、うん、人に対して言う言葉ではないよねっていうのはまあ一応この NG ワードとして入れてるので、うん、書き込んだ時点で出ない可能性はあるけどまあでも上半身さんそんなことを入れる人じゃないとは思うけどね。 初めて見ます、エイリアンさん。そう、サネモリさんはね、予選落ちなんですよね。そう、ネタバレもバンだね。カエルチャンネルさん、毎回買い目で勝たせてもらってます。めっちゃ買ってる人多いのそんなめ買い方うまいね、みんな。俺、買い方が下手だからな、予想はまあ、あれなのかもしれないけど。 その最終的な選別がマジで下手なんでね、もう完全に俺、本当、朝からビールじゃなくてテキーラー入れて体がめちゃくちゃ熱いわ、今。桜本さんも良くないからね、これ。うん。まあ、これ、西村選手のまくりでいいような気がするけどね。二段まくり。岸さんは別に行き足良くないからね、そんな。 うん、でも、外張りしながらのまくりみたいなところがありそうなんで、まあ、時間間があれば三差しは余裕であるな。岸さんは良くはないと思うから、うん。で、西村選手は昨日ね、あのー、まあ、これもちょっと抜け目的なところで、まあ、予想はしてたけど、6は入れてなかったからな。ひろぽんさん、200円ありがとう。 今日も調子が良いですえ、ね、<laughs> 展示伸びてなかったとうーんどうだろうちょっともう一回見るかじゃああのなんか出足寄りだったりとかってあるけどね まあでも3、4フライングだよねこれね。うん。ってことはまあ3攻めでいいかなって感じかな。で5号手は遅れてるけど、まあ伸びはいいので、ああ人間国宝さん320ありがとう。っていうか <laughs> みんな当たった人なのかな。まあ多分5号手は後伸びなんですよ。で4号手はこれ出足なんですよ。これわかるかな多分そうなんですよね。 ずっと岩崎さんは伸び型っていうか、行き足がいいんですよね。で、これ4、号手起こしたときにさ、5よりも初速がいいでしょ。5よりも。ってことは出足寄りなんですよ。うん。これね、結構ね、これ結構さ、ボートレースの解説であんまりしてくれないと思うんですけど、起こしが一緒で、初速が4の方がいいってことは、こっちの方が初速、出足寄りなんですよね。で、これ一見4の方が伸び、 ってるるに見えるんですけどこっからの先なしって、初速がいい手ってね、もう伸びないんですよ、基本的に。うん。これさ、解説しないと分かんないよね。絶対あれ伸びてるっていう人の方が多いんですよ、絶対ね。さあ、これちょっと1号艇の展示タイムはある程度出たなまあでも清水選手はもう7.14か。 うんってなると、西村選手の方がっていう風になるかもね。ケンちゃんマンさん、320ありがとう。ただ、別に僕、本当に,あの何別にボートレーサーでもなければ選手に聞いたわけでもないんでもう勝手に自分で <laughs> そういう風なのをまずこうな仮定した上えでまあ買ってみるんですよ、検証するんですよ、まず。それが本当に合ってるかっていうのを検証してで何日間か、何ヶ月かやってみて。 あのそんなに変なあの考えではなければ採用するっていうところですね。うん、でそれはないなって思うのはあの特にそんなみんなに言ってないんで最近で言うと、あのー、5, 5コースのねゾーンの話なんですけどちょっと海水面の場合はうん,なんかみんな。 ゾーン2だなって海水面の場合はまあなんでかわかんないけどでも淡水面は結構ゾーン3刺す人は刺すよねっていうあゾーン1かうん直まくりまあこれシンプルにいこうかな直まくり三まくりみたいなところでいこうかなああ、でただねこれ一号艇がタイムがいいってことはあのー、可能性としてはですよ あの重さがあるのは伸び寄りの感じなんだなっていう風に思った方がいいと思う、うん、だから変に2号艇がまあなんだろう、えー、壁になっちゃって勝っちゃうっていうのは考えた方がいいかもしれないね、うん、で桜本選手のタイムは一応出てないとこれでも分かんないよねさっきの展示のさあのスリットの感じだったら大体の人がね4が伸びる伸びてるって思うんだけどね これね、騙されやすいんだよね。シ、う、ン、ん、ペラの方が、見違えるぐらい、あ、でも桜本選手はこれペラ変えたんだ。そっから良くなったって感じなんだ。え、ペラ変えたのはいつから今日からもしかして。これ、ペラはいつ変えたのちょっと誰か、有識者の方、教えて。 そうなんね、中里さんはねそうなんですよね引いて刺すのがまああんまりターンがそんなに速くないんでね清水のコメントは完全に私ないよってことでまあまあ多分足本当に悪いと思うんでねうん行き足がないんでねこれ25だとどのぐらいついてたんだろう <coughs> まあでも25は安いかそんなについてないか 倍か254だったら結構ねついてたんだけどね <coughs> 25は40倍から70倍ぐらいだ。 まあでもあれはね、あの4号艇の永井さんが、あれだね。まあちょっと、あのまま全速でターンしてたら、多分、実森選手のいるところに突っ込んでる可能性あるから、スピードを弱めてるね。まあまあ、しゃあない。うん、しょうがない。回避したっていうところだからね。4号艇は、だからまあ、左右打ち刺さっちゃったっていう、うん。まあまあまあ、これはまあ、よしとしましょう。さあ、ということで、ここから、どうしようかな。 うん。ダーハラさん最近すげえ当ててんな。ツイッターでいつもね、あれしてくれてるけど。まあでもこれ3頭買った方がいいかもね。3から結構いけるかもな。 あとはどうだろうな桜本さんもそんなによくはないだろうからうーん俺岩崎さんの差しはね差しとか立ち回りはうまいからね2んやり合った場合とか、まあ、ここは面白いかもな。 んな感じですかかねね穴目は面白いかも、ね、さあこのレースえっ、ー、とね、えー、こちらですかね足の評価に関してはまあ僕はもう35ですねで124は変わらなくて6がもう悪いと特にこれは押しの部分ですね行き足押、えー、しがないですかねうんとなるとっていうところですかねちょっと45手がなんかペラがねいいというふうに言って てはいるんですけどとはいえ僕はもう4号手もフライングだったし3後手もフライング気味だったですよね。ってことはこういう状況になると思うんですよね。うんあの行ったとしても。だから3号手が先攻めはできる。引っかかった状態でね。ってことは押し出されてまくり3435、うん。で岸さんが。 まあ、直魔発動もあるので、まあ、一応3、2っていうところは絶対押さえといた方が、僕はいいと考えてますと。うん。まあ、これが3コースのまくりですね。うん。で、ここもし引いた場合は、これも3、4、3、4なわけですよ。2が差し構えになった場合はね。3の息切り。うん。っていうところでしょうか。で、あとはまあ、直まくり。2頭ですね。それならまあ、3軸でいいんじゃん。 普通に。時間まくり三差し。まあこれシンプル。まあ西村さんが左右打ちを指して。5。でりし。まあ五は多分指すね。岩崎さんは指しの方がうまい。うん。外前せず3号艇の左右打ちを指して4号艇の佐久間さんは外前。という。あと4分。で、あともう一個面白いのは。 2と3がやり合いながらのまくりですねその場合は4後手は引いて刺すんだけどその間にここが突き抜け、まあ、4はいるうん5253これは面白いと思うよこれは大穴になってくると思うのでまあそこら辺で勝負するべきかなまあでも3頭で良さそうだけどねもうここも逃げないだろう だからちょっと2頭は僕買わないでおきます。まあ恵子さんそんなに僕は足はいいと思ってないん、ね、で。だからここでいきます。はい。だから太鼓は買いません。 よし、OK、まあちょっと直まくりは捨てましたうん3五桂の攻め 追加で買っちゃったまあいいや間違ったうわ23の1めっちゃ買っちゃったやば買わなくてよかった、ね、しまったあっき猫さんありがとうございます 予想上手のいいかもね。ニサごボックス面白い。まあだから4五艇がちょっと出足が良くなったのであれば軸候補でも面白いかもね。節感悪いけどね。うん、まあ絞りまくりならまくりは決まるけどつけまいなら女子戦はやっぱ流れる。 と、はい、ということで、まあ、ちょっとこれ追い風強いね追い風強いねまあさっきのも絞りまくりだったからね2号手早めに叩いて絞ってたから誰も来れなかった12レースだけは荒れる可能性は全然あるんで うん、まあでも俺はこのレースはインニゲを買うこのレースインニゲ買うなら別のところに貼りたいですねまあ要は剣して別のところ行きたいですねうんこれをもしインから買うんであればここインから買ってくださいっていうなんかそのディレクターさんとかのがあったらまあちょっと喧嘩するかもしれないですね <laughs> あじゃあディレクターさんのお財布で買ってもらいますっつってならっつっていやいやそれはシュガーさんの財布の方ではどういうことですかいや,いやそれ舟剣勝負なんでね <laughs> って言われたらいやいやいや,いやこのレースいいんから買うとかってなんすかどういうことですかどういうことですかだったらなんかわけのわかんない野良配信に7000何千した方がいいっすよ いやいや、ご冗談をみたいな、うん。めんどくせえな。どんなディレクターだよって。いや、当たりが欲しいんで、やっぱ一から。いやいや、当たりが欲しいって言って、ここで一って。えみたいな。やっぱ、いや、いいじゃないですか。やっぱ、ボートは一からですし。 逃げたらどうしよう最高落語研究家じゃないですか <laughs> 落語研究家じゃない落語家にさんに怒られるプレミアム GI 第37回レディースチャンピオン5日目の戦い オープニングからやや波乱含組の展開となっています。まあ一号艇がちょっとね、でも重さがあるっていうのが別にマイナスなわけじゃないと思うんでね、伸び寄りにしてるっていう可能性あるから。三号艇西村。まあそれを考えたらだもん、ね。五号艇桜本歩美。五号艇岩崎よしみ。六号艇清水亜美。以上六選手の対戦です。定番通りのスタイル、一号艇インドーチアキインコースの進入です。今シリーズも安定したスタート。

レディースチャンピオン、今回は苦戦の戦いが続いていますが、ここは得意の角から一撃あるか、4号艇桜本、まああ全部あのねフィクションそして5号艇岩崎良美は5コースの侵入です。 ちょっと3レースぐらいまでここ当たらなかったらもう今日終了かもな、まあ、あとは個人的に皆さんね順位やっていただければなと思うけど逃げたらもうちょっとあれだなどうしようかなうわっ3遅れたやばい違う1が行き過ぎ1フラインキ切るぞあれあ大丈夫だ アジャストした、えーとね、1号艇ね早起こしすぎたこれは三差しだよしオッケーこれは大丈夫だと思ってるんだけど直まくり発動の三差しだったねあれは1号艇が抵抗してくれたことでこれは功を奏し DJ 功を奏し岩崎さん 3、4はでもこれ安いんよなあれ1号手ね早起こしすぎてた完全にもうフライング切るぐらいの勢いで切ってたいやこれでもさ3、4人は安いと思うんだよね5が来たとかじゃないかな。あお結構つくよし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 結構いい音じゃん いやー3頭だけでよかったかしかも俺間違ったんだよなこれ俺521とか500円とか入れちゃったんだよね間違ったんだよね1の3着付けいらなかったこれ5の方が高いんだけどなこれまあやっぱ軸まくりだったかまあでも西村さんうまいこと指してくれたわ危ねえ俺 2, 2頭買ってなかったからさ

はい、ありがとう。朝からやってよかった。あざっす。もうちょっと減らせたりとかね。あと、もうちょっとお金を入れた方がよかったかもしれないね、このレースね。うん。インドーさんもまあ、フライングも多分重いなっていうので、かなり早めに行ったけど、途中でパッて離したよ。だからもう2号手にぐんぐん追いつかる。ぐんぐん。 はいということで、中穴爆弾。まあ、そんなに利益は出なかったけど、ありがとう。あざす。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、でも、こっからはもうちょっと、インは強くなる可能性あるんで、はい。まあ、そんなに攻撃的に行かない方がいいかもしれないですね。 うん、さあさっきのもう忘れる的中になったな。OK3 頭だけは1000円とかね入れたらよかったけどまあそもそも1レースが当たってたらねもうちょっと資金あの入,れて入れれたかもしれないけど。 あ,フルボさんありがとうございます。2枚しか持ってなかったけど、シュガーさんありがとうございます。ナイスよかったね、うん、7レース。まあ、確かに7レースはある。うん、確かにあるかも。2号艇が足が悪いからね、うん。そうなんだよね。わかるわ。佐之スケさん、松尾佐之助さんが言ってるみたいナ7レースは確かにそうなんよ。2号艇がね。 細川さんがインから飛んだあの3日目のあの状態にめちゃくちゃ近いフォーカスになりそうなんよね。しかも4号手も足が悪いってことはさ、これ3頭確定の可能性があって、絞れる可能性があるんでね。はい。さあ、まあまあ、それはさておき。まあ3レースですね。深川さん。深川さんは足は悪くないですね。ただこれ、あの、この中で一番足がいいのは、まあ僕はもう3。そして、細川さんは、えっ、ー、と、だいぶ良くなったというところで、 まあ2番手ですね。で、香川さんも昨日競り合ってたんでね、最終的に12レース。うん、だから、そこも考慮した方がいい、ね。行き足が良かったんでね、昨日は。だから2の足ですね、ターンの出口。まあ、とはいえこれ3が足が一番いい。特に周り足がね。 伸び返しもある。だから中村選手が、例えばこれ、まくり差しを打ちますかみたいなところですよね。どちらかというと。まくり差しが入るんですかみたいな、うん。女子戦メイン。いやー、俺、女子戦そんな得意じゃないっすよね。でもなんか、女子戦って、まあ、よく分かんないけど、 あのー、本命で買った方がそこをちょっとずらすとかの方がいいんじゃないかな、うん、あともうモーターめちゃめちゃ大事な気がする <laughs> モーターゲーじゃん <laughs> 女子戦ってモーターゲーじゃないんすかなんかそんな気するけどね男子戦よりもモーターゲーのような気がするけど まあでもこれ3号艇の先攻めでいいと思う。ロンキラさんもありがとう。いつもすみません。6百0じゃん。ありがとう。ナイスパワー。さすがにさっきのは乗りやすかっただろうねあ。スタートゲーね。まあ確かに確かに。細川さんもだいぶ足いいな。うん、ちょっと、あれだね。細川さんは、やっと、いい雰囲気が出てきたって感じだな。 うん。出口がいいな。まあ、とはいえ、これもう内側さ、4手で決着って感じ。うん、あと、中村選手はちょっと分かんないな。どういう動きするか。足はいいけど。まあ、外前なんだろうけどね、多分ね。グラリスさん、ありがとう。 3 2円ありがとう。2連続。2連続マジか。いいな。香川さん昨日ね、伸びてたからね。しっかり回るタイプか。旦田さんもね、ムーキーはいいけど、平田さんもそんなによくないからね。 五反、うん、田さんもやっぱ握る方だからまあ今日の水面的には五号艇は難しいんじゃんうん足そんなに忍さんもよくないしねいいわけじゃないしちょっとミスがあれば21はあるし31を買うのがちょっとね 躊躇するけど <laughs> まあ総合的に考えて逃げだねうん総合的に考えたらね 多分、イン逃げしてないからさ、どうせこれ4頭とか売れるんでしょう。うーん。まあでも3軸になってくると思うけどね、このレースね。だいぶ。香川さんも昨日のを見る限りではね、悪くないし。ちょっともう一回だけ展示見るわ。ちょっとこんだけまくりが決まると、なかなかね、刺し目買うんですかっていうところにもなってくるから。 3号艇がね、出足系統は結構いいんでね、行き足もねで。香川さんも1位に追いつく感じがなく、1号艇がさ、これね、1号艇すごいいいんですよ。後伸びが。行き足がすごいいいんですよ。これ見てもらいたいのは、スリット切った後の1と2の、あのー、何えっ、ー、と、伸び加減、見てください。切った後ね。画面変わる瞬間の。この後画面変わると思うんですけど。 ここから多分1号手がぐっと伸びてるんでうんまあだからこそ3号手はまくり差しを選択する可能性の方が高いようなでそれが31に21はじゃあいらないのかなって感じだったら31とかの方がまあいいのかなって感じはしてる2が落としてる感じではなかったような気がするけどただまあ単純に 深川さんは伸びの方がいいんですよ。その、息足加減っていうか。うん、節断ね。多分、もう忘れた方いるかもしれないけど、このね、爆撃出したこの165ですよ、これ。このね、このレース。このレースに、まあ、1000円入れてて当たったんですけど、このレース。あの時、最打ち伸びてたからね、だいぶね。 うん、まあ2号手が遅れたならまあ全然あるんじゃん昨日よりはちょっとうーんって感じだな香川さんの足がうんだから1人を買うかどうかが迷うところだけど、ね。 穴はどうだ穴まっくりになってくるかってことはだと24124124853みたいなところになるのかなはいまあ穴は差し展開だと思うけどね1号手は後起こしで 伸びてるってことは伸び寄りなんやねうん。まあこれはでもね逃げでいいと思う。1号手の足がちょっとよくまあ僕の中ではよく見えるんで、逃げでいいかな。はい、ということで、まあこんな感じでいきましょうか。さあ、えっ、ー、とこのレースはもうモーター相場が内寄りがいいです。単純に。深川選手は伸び。3号手は出足。で、あ1が2人いる。 で、2と4。まあ、4号手の細川さんは昨日からすごく良くなってますよね。節感ずっと微妙だったんだけど、うん、なんか押しがないなって。昨日のでも2層はすごく良かったんですよね。なんとなく。そこも今日は来てるかどうかはちょっとわかんないですけど。タイムが出てないか。昨日はタイム出たんだよな。この時はね、出たんですよね。これ、この時。ここの時は出たんだけどね。確か。 この時確かタイム出てたと思うんだけど、ね、細川さんそうだよね色ついてたんだよねうんだここはちょっとタイ,タイムの色がついてないのは結構マイナス評価だなだから一音は意外といらないのかな、まあ、平田さん6コースからだと3連隊も低いから、まあ、ワンチャン6入れていいかまあでもまあでもはいらないかなうん まあ要は、これは外舞なのかなと思うんですけどね。はい、まあ、こんな展開ですね。外舞。1号手は、まあ、単純に張りに行ける。で、2差し残しの4ということで、まあ、いいかなと思います。さっきのちょっとリプレイが。これ、かなりスタート。 完全にアジャストしたような一。これ1語手がちょっとかかってくれたからね。これ3語手刺さったわ。危なかったけどね。1回浮いてたから。これはさかる桜本さんはちょっと出足がアップしてるっぽいよね。伸びはないけどね、やっぱ。うん、伸びはないけど出足はいい。だ後半戦あるならば買いたいかもな。ね、お 伸びてはいかない、はい、まあそんな感じで5号艇はまあ行き足その押しの部分がないし外前傾向だからまあこの辺になるだろうねもうみんなの引き波を超えれないで6号艇もまあ平田さんも指しうまいけどまあここが2四が流れるみたいな展開はちょっと考えづらいんでうんまあ6もいいかなうん。 だからまあちょっとこのレース絞りたい部分もあるので3軸でいこうかなと思うこれですかね4点までイン逃げだし4点まで絞るわであとはねまっくり差しを選択した場合ですよねあ,あごめんごめん21に関してはこれもう1号手のミスがあればまあ普通に刺さるよっていう21、うん、これまあだから1号手がまあミスという ところがあればまあ行くべきなななんじゃないかな、はい、これコンバインドいけるかもな13コンバインドうん6倍か4倍とかこれコンバインド一点がいいかもね13からの132これいいと思うよ、うん、まあでもいやここはコンバインドは怖いかさすがに追い風だし12もありそうだしね であとはまあまくり差しを選択した場合ですよね。これはまあ面白いと思うんですけどね。これ全然変えると思うんだけどね。うん。だからまあ、ここに関しては僕、対抗の方でまくり差しを選択してくれるんじゃないかという体でまあ、買ってみようかなと思います。はい。うん。で、あとは穴狙うなら、うん、まあ。 まあこううでしょうね。ま、くりに行った手に深川さんが結構干渉してしまってまあ2 4刺さってきてまあ5よりも僕は6の方が買いですね。ここ五反田さんはこの間を攻めに行くけどみんな外側に流れながら抵抗すると思うんでまあ6ですかね。 まあここら辺が穴になってくるかなただまあこれ4頭っていうよりは差しだったら2だけでいいかなと思うけど、うん、って感じかな、うん、はいということでまあ僕はちょっと対抗で買います対抗でねまあ足は3なんでね確実にまあシンプルにこれだからさ10倍とかつくんですよ ここのオッツ10倍つくんですよ。結構ついてると思うこの。めっちゃチャンスなんじゃないかな。ただ女子選手はほんとまくり出して選択しないからね。ワンチャン狙わないからね。2がへこまないととかそういうのがない限りはうんまん、あ、ま,あまワンチャン狙わないからね。まあでも逃げでいいかな。あの感じだと。 300にしとこう3頭に関してはちょっとプラス分を使って。 でもやっぱボートレースってなんか本命から中穴よりの思考の方が若干そうだなまあ、本ガチガチ本命よりってよりは中穴ぐらいの位置づけの考え方でまず俯瞰してみた方がなんか冷静に展開は考えられるような気がする。 うん、今までも大穴はどこかっていうところをなんかこう探し続けてま,まずは大穴みたいな荒れるならみたいなところで今まで考えてたからうーん、まあ、そ,のそっから脱却できないんだよね行けて大穴よりも穴ぐらいで中,穴まで中穴って全然僕手出さなかったから今までちょうどいいのかもしれない。 まあ、ただこれに関、この考え方に関しては、あれですよ、あのー、なんか、アラカルトでね、いろんな情を、まあ、ここだけ買おう、ここだけ買おうっていう人には別にいらないんですけど、あ配信、1から12レースを買うというの限定であれば、うん、そのぐらいの思考の方がいいような気がするけどね、違うかな。なんとなく、なんとなくね、なんとなくそう思う。 まあ、アラカルトの場合は別にもう穴ばっか選べばいいんで、うん、2着率ばり低いまあ確かにねピン6っぽいね、うん、だからまあ外前なんだろうねまあだから3着から2着で買うっていうより3着で買った方がいいのかもしれないね中村選手の場合はうん 細川さんの先攻めはないかなと思うんですけどね。うん、まあ多分出足とかそういうところだと思うから、スタートを考えても。ん、ちょっと4からのまくりは考えづらいけどね。あれだけ位置が伸びてるんであれば。まあ、だから差し、4から買う場合だと差しですけど、うーん、どうだろうね。 これね、132がね、意外とつくんよ。これ。132がね、意外とつくん、まあ。細川さんの方が売れてる、ね、まあ、昨日みたいに香川さんがしっかりと左打ちを開けないような指し方をしてくれれば、まあ、ね、最後の12レースみたいに、うん。4の2着は、 まあ否定してもいいかなと思うけど外前した中村選手が突き抜けもう深川さんの足はいいと思うからもう3頭は完全に抑えで次のね4レースもね4レースは荒れる気はしているちょっと浜田選手の因線まだ怪しいと思ってる俺はちょっと 今節はよくわかんないあさっきの1,000円ぐらいでとべよかなでも女子戦って頭絞りにくいよねうんなんかよっぽどなことがない限り絞らないしスタート遅れるしみたいなとこあるし だからあの初日のめっちゃ勝ったやつ。F2、2号手、足悪い。3号手、宇野弥生選手みたいな。あれは分かりやすかったよな。 ああ予選終わって着取りランクなまあ確かにそれそうかもな。確かに一撃仕様にしてきそうだね。うーん、まあでも伸びないってなったらもう着、まあ僕もチルト上げたらもう、うーん、申し訳ないけど、ちょっと高田選手外すかもな。逆にそっちの方が美味しいわけですし、可能性がそっちの方が高いわけだからね。期待値の方は高いね。まあ、ちょっと船券目線で言うと、ちょっと申し訳ないんですけど。まあでも結局そういうことになってくるからな。うーん。 まあ冷たいと思われるかもしれないけどね。しょうがない。それはしょうがないでもさあ。 後半は多分後半は多分イン逃げだと思うんでね。にあたも満州なんだそうかうーん。まあでも2刺しってさ足がいいから刺さるのもあるけど1号艇のミス,ミスでな勝手に刺さるのもあるしね。 ででこ,れもこれはでもね、深川さんいいと思うからね。ターンマーク外すね。まあ、それがね、でもあるかもしれないよね。イン逃げ率53%なわけだからうん。可能性は全然。足が良くても刺さるかもしれない。 1>, クマホン1万円当たったすげえいいなー俺当たった今日通知なかったから当たってねえか大体入金されましたってあるんだけど当たってねえかっていうかクマホン俺応募してないな今回当たってねえわょー当たってねえょー 穴狙うのは次とあと7レースか。あとはまあ多分イン逃げンだと思うけど。でも意外と今節荒れてるよね。それなりに逃げが決まらないっていうのが面白いよね。うん。いいバランス、今回は。まああんまりオツつ,つかないけどね。ついてないけど。ずれた。

以上6選手の対戦です6選手コース取りに大きな動きはありません定番通りに収まります 一校庭深川まなみがインコースの侵入です。すさあ、どうなるかな、結果的には。ここやや、インジガンの流れをここは断ち切るか。なんかミスありそうだけどね。ミスあるとしたら、誰だろうって考えたら。二号艇、香川元子です。うーん、まあ、香川さんがちょっと握っちゃって、三に干渉してね。まあ、四が刺さるとか。あとは。ぶん回したな、中村選手が決まりきるっていう。拝殿を尽くしての戦いが続きます。二号艇、香川元子。三には三校艇、中村かなえ。 その辺かな惜しくも6.00クリアしながらも高いハードルで涙を飲みました3号艇中村しかしながらスタート切れ味 <laughs> 高まってまいりましたゼロ大スタート続いています3号艇中村ここまでがスローさあ追い風どうなるか四号艇細川優子 5, コース5号艇五段田忍大外 6, コースは6号,艇号艇が目いちで切られたらあれだけど。<laughs> 細川さんもそんなスタート早いほうではないからまあゼロ台とかないと思うんだけど怖いは怖いうん3号手スタート切ったね3号手が先攻めさあ、まくり出しもあるかもしれない距離あでもこれまくりかまくり出しかどっちか。 切れろよしさあこれ内側が誰も飛んでこなかったらこれはもう1日3での決定。外側だくちかかりもいいねよし OK 大丈夫大丈夫だと思う足の差あるだろうよし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 まだ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 さあこれしっかり行こう追い風だからミスあるよこれ中村選手内側誰もいないラッキーラッキー誰も飛び込んでくれなかった あー浮いたかまずい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  <laughs> かかってくれないのかこれが <laughs> そうだね先に行こう回してから差しの方があーダメだこれはダメだ医量の差が出た最悪 <laughs> うわきちん

かが番守って上位体でゴール先頭番深川五輪番やられたクソ2軸間取って2軸が良かったかそれか番 5, 番です間取って2軸4軸は絶対してないうん3軸でいいだろうけどちょっと自分のことを疑って間取って2軸うんちょっとこれ失敗 8倍だけどこれ失敗だくそ負けた間取って2軸は良かったけどなうーんいやーそうかあれキープできやんかうんだからまあ軸外いはちょっと怪しいね内側4手でイン逃げってなった時にもう 合ってないようなもんだな軸なんて、うん、はいということで次のレースこのレースはーチャンスですよこのレースは荒れる可能性秘めてますからねかなりまあ高田ヒ選手がチルト2度にしてるらしいんで伸びるとは思うんですがうんっていう話ですね はい、でねこれ、ちょっとね、まあ、見ていただきたいのが、あっちりと2度ですね、はいまあ、光選手は悪いとは思うんですけど、ここね、まあ、勝ちきるというか、5が攻める可能性がある理由がね、松尾選手、節感良かったんですけど、転覆して、昨日4コース、これ、あんま良くなかったんですよね、で原田選手も切開、まあ、言うて普通です、普通。 伸び,に伸びはあんまないですね。そんな。で、落合さんも言うて。言うてよくないんで、そんな。で、浜田さんはわからない。で、若狭さ,さんはいいんですよ。このモーター。数性はいいんですけど、着は取れてない。まあ、一応2連対率がトップ2のモーターなんで、まあ、可能性としてはあるんですけど。あ、キャツオさん1000円ありがとう。優子から素直に浮気して、今日もコンバインあゲットコンバイント。ナイス。おめでとう、キャツオさん。 8倍だけどね、うん、だからメンバー的にこれもちょっと当てがわれてる感があるちょっとこの何234の足だなっていう、うん、雰囲気が、うん、まあまあまあちょっと否めないですね、うん、はっきり言ってねだから荷差しとかねその辺は面白いでも浜田さんあんま握んないからね さあ、伸びてるかどうかをまずチェックしましょう。まあ、くれるかどうかは伸びてるかどうかですからね。はい、遅れてる状態、いいね。5号艇がちょっと遅れましたね。この状態はすごくいいです。で、スタート切った後に伸びるかどうか、ここからパンチ力。はい。ずっと握りっぱなしで、高田選手もいましたね。うーん、これはな、原田選手のスタート次第だな。 松尾選手もやっぱちょっとね、後伸びないね。これは残念ながら、残念ながらというか、5、こで勝ちそうだね勝。勝ってもおかしくないかもな。さあ、オッズ構成見てみよう。あ、5頭売れてないね。5頭売れてないね。うん、あとね、これ6頭、これねー。 普通にね、この5、6とかってね、余裕であると思うんですよ、僕。これ、このレース、こことか。俺、これね、110番人気、ここ出る可能性あると思ってるよ。これ6頭、変えると、うん、5が攻めたらね、これ4と5が、4と5がやり合いそうな気するんですよ、このレース。めちゃくちゃ。 パンチ6自体はそんなないんで、だからどちらにせよ、まあこのレースは僕はインは買わないんだけど、21は買った方がいいね。2頭は絶対買った方がいい。2頭は絶対買った方がいい。うん。あと4と5が握り合いからの6軸は買った方がいいと思う。だから6の2、3着とかどうですかね。まあ頭までは言わないけど、 でもこれはね2は入ると思うんだよなどう考えてもねうんまあよくある 5, 5コースまくり6コースまくりのパターンだしかも浜田さんがいいならば4と5の抵抗に合うからね1が4と5に抵抗しに行くからだから左打ちは必ず開くんだよな ちょっとやっぱ松尾さんはちょっと弱いと思う。昨日も、うん。やっぱ転覆の影響はありそう。昨日それで取れたからね、最終。それもあったから。落合さんもいいわけじゃないけどね。うん、でもこれ原田選手は良さそうだな。行き足、出足は良かったな。 まあちょっと待ってねさっきのはでも原田選手が伸びてるかどうかっていうよりは出足寄りだったら伸び返されるんで、まあ、ちょっと一回精査したいですね <noise> テレポートの的中通知設定してるのに通知来ない人いますかああ分かんないどうなんだろう俺してないからなうんまあに頭に差しはちょっとあれか まあでも水面的に煮出しは買わなきゃいけないんだよね。まあ、高田選手がチルト2度にしてるってことは、ま,あ、まくり出し選択は決してるということですね。4号艇に攻めを、攻め手を奪われた場合は、まあもうこれ着外でいいと思う。だからイン逃げの面を買う場合、もう高田選手は外した方がいいってことですね。さすがに。出足はないから。 まあタイムは出るからね。まあ結局タイムはもう出るんで、そこはまあさておきい。もう一回ちょっと演じみよう。4号艇の起こしからの伸び寄り、行き足が良ければ、4号艇から行ってもいいんだけど、出足寄りの足だと、ああでも後伸びっぽいな。1号艇ちょっとスタートミスった。ああでもこれ3号艇も伸び返しあるな。 ちょっとごめん。いろいろコロコロ変わって申し訳ない。ちょっ5号艇ばっか見てたから、うん。ちょっと3号艇おこしミスっただけか。まあ何もなく陰逃げ。うんその場合は13か12。まあ4はもう差し,差し構えできないからね。この状態だと。 3号艇はちょっとおこしミスったけど2よりも3の方が伸びてるね6号艇も伸びてるもんなしかもさこれねこれ1個だけ言っていいっすかこれいつもの伸びがないと思うんですよあの高田光選手なんでかというとこれずっと握りっぱなしなんですよ でも4号艇が早めに放ってるのにそんなに伸びる感じがしなかったんですよね。5だけずっと握りっぱなしなんでね。ここも握ってるもんね。で、突っ切った。うん。まあ、これ多分出てないな。原田選手と0.22の差があった。6点。 69かなるほどねまあ難しい考えだねこれはねうーんまああとね忘れな忘れちゃいけないのはスタート遅れですねそこも発動した場合はまあ要はさっきのスリットに関してはこれ0.1なんでまあさすがにこのスタートは切れないじゃないですかフライン切っちゃうからねうんここからまあ0.1ぐらい後ろに 下げた場合じゃあどこから伸び始めるのかって考えた場合じゃあまくれますかって話なの、うん、これしかも松尾選手は伸び返しがあると考えると、ま、松尾選手は悪くないかでもなんか2コース差しって感じじゃなさそうなんだよね、うん、でもなんか6頭って感じもないな OK! じゃあ、ちょっと足の評価から、これちょっと僕考えます。一応ね。だから、えー、っと、1、3。 これ4もアジャストしなきゃいけないからね、だから先攻めが3と考えるべき案件でもあるので、うん、それを踏まえると、まあ、僕、これは本戦は一応穴で行こうかな。うん、松尾選手の先攻めで僕は考えようかなと思ってます。一応ね、ここのレ,レースは。押し出され。 穴は4頭うんまあここの考え方は難しいんだけどまあ6軸でいいか。 ペラを失敗して乗り心地が良くなかった。船足はよく行って普通ぐらい。4日目は自分のミス。まあ、だからまあ、ここはもうミスどころか伸びてるかどうかの判断なんでね、行ききるならばっていうところで。うん、みたいなところですかね。 さあ、えー、とこのレースあの、いろいろ考えなきゃいけないのが、まあ、ありまして、うんまあ、高田ひかる選手をどうするかですよね。まあ、単純に高田ひかる選手はずっと伸びは、うん、単純に出す方なんで、まあ、勝手に出るっていう意味合いでね、はいまあ、その上で、まあ、これは勝っていかなきゃいけないなとは思うんですけど、えー、とチルト2度にしてます。2度 あ右,右側変わってないごめんごめんご煮差しも買った方がいいんだけどね本来はんで僕のスリットの 予想はこうですね。で、5号艇は、まあ、正直早いんだけど、今回はその、まあ、スタート難しいと思うんですよ。遅れたりとか、いきなり2度にしたら、そりゃ遅れることもあるんで、まあ、これが急にもう、どかへこみとか、もう、高田ひかる選手のこの2度とかに一番上げてしまうと、あることなんで、うん、だから本気で5から買うっていう人は、本当、ファン外の人は行ってもいいんじゃないかな。 遅れた状態からだとこれはもうまくれないんで伸びるとしてもねただ同体だったら、まあ、ちょい伸びするかなと思いますただしかしながらちょい伸びした場合じゃあ1まで飲めるぐらいターンマークをいくまでに1号艇を飲めなきゃこれ勝てないですだこれがあるかどうかですよねうん僕はもうこれ3かあるいは4にちょっとかかった状態で このぐらいの状態ですね。まあ、強引に外前をすると考えてるんで、縦から選手の5コースの買い方、えっと、伸びてない時のね、飛ぶ場合の、伸びてない時の、あまりモーターが良くない時の買い方は、もうピン6でいいと思います。うん。特にね、頭がもうイン逃げならば、ほぼ外しで、まあ僕は買ってるんですけど、まあ女子戦になってるとちょっとわけが違うかもしれないけど、ほう。うん。なんですけどね。うーん。 なので、僕はこれ3がね、まあ悪くないと見込んで、先攻め、押し出されまくり。で、浜田選手の陰性の特徴を見てみましょう。まあこれですよね。まあ前昨日は、っていうか今回のイン逃げに関しては刺されちゃったんですけど、確か。あ、これまくりか。普通にまくりだよね。えー、スタートがそんなに速くなく、まあ。 結構しっかり落として残す方なんで、まくられ負けが多いですね。スタートがそんなに早くない方なんで。うん、だから、まくっていってもほったらかしにして、差し構え。だから、先に攻めた人が勝ちやすいっていう番組ですね。で、5号艇が外前するでしょ。落合さんは多分差し構えだと思うんで、こっちだと思うんですけど、まあ、その場合は4号艇が流れて、あ、じゃあ5号艇が流れて、こっちの方にね、4号艇張り気味に行くから。で、1号艇と4号艇が、 まあ少し内側を開けたところに、まあ、6号艇が刺さるという、うん、僕はもうこれ3頭ならば5は外し、うん、でもこれ6まで買った方がいいかなっていう案件、まあ、2も入れてもいいんだけどねなんならこの場合は、うん、31っていうよりもまあ32の方がいいかもねまくりきりだしねどっちみち浜田さん残れないという方で,であとは、まあ、これを止めれたらですよね まあ、3人の押し出されまくりを止めた場合は、もう2ですよ。その場合は。で、先攻めした3。そして最内の6ってこと。4と5はやり合ってるんで、もう多分流れる。一緒に流れる。だから最内の3、2、4。逃げならこれ。と、2差し。5、6コースまくりの時は、この1、2、2、1っていうのがすごく来やすいっていうのもあるので、この越しした、まあ、ラッキーパターンの、というところですかね。はい。 で、あと大穴に関しては3号艇が、まあ、遅れた場合ですよ。うんまあこれに関しては4がもうまくりきりでこれはでも5号艇が来ないっていうのは否定ちょっとしづらいんでまあ4号は買わなくていいと思うんだけどもう6軸でいいんじゃんこれは。俺6軸でいいと思う5外しでもいいぐらい。 でもう思い切って6頭まで行くかとかまあその辺を考えるべきまあ案件なのかなと思いますうんでもなんか雰囲気を考えると僕ちょっとね3五点のね後のみはあったと思うのでこれでいいような気すんだけどねでここはちょっと遊びで持っとこうかなってこれとこれこれ全然買っちゃおうかなっていう <laughs> 6頭全部満州だし まあこれもまあ抑えででも本戦はこれ押し出され先前高田ひかる選手外しもうこれ以降は多分荒れないと思うのでまあここはちょっと思い切って うんまあ勝負しようかな6前前買おう <laughs> 6前前5だけ外そうかなまあでもその場合5だけ外してもいいんだけどね5の2着だけ外そうかこれ5の2着だけ外すわ、うん、あと61も外すこれああこれこれこれ61も外すまあ要は これいいかこれ200円入れるこれ200円入れる <laughs> これ200円入れる <laughs> まあでもちょっと面白そうだねこの例レース高田かる選手が足があんまり良くないっていうところがどうなるかうーんまあでもちょっとこう番組的にね多少、内側の選手も、まあ、良くはない選手がいるのでどうなるかですよね。 攻撃の起点にだけはなってくれてこの追い風だと流れるっていうのがちょっと想像できるじゃん言うて。 5を買う人は5といインニゲを買った方がいいんじゃない5頭とインニゲインニゲもそれなりつくしねは、うん、い まあ6頭はないと思ってるよ、うん。4頭か3頭だと思う。あと5が例えば、5がね、あのねこのレース、5がスタート遅れた場合は逃げだと思うんで、気をつけてくださいね、あのー。誰も絞らないと思うから、うん。5号艇がスタート切ったら絞りがあるから、3号艇とかもまあ絞ると思うんだけど、5号艇がスタート遅れたら誰も絞らない状態の何の変哲もないレースになるから、1、2、1、3。 うん、めちゃくちゃ1213でいいだって絞れないんだもん。もうこれだったらもうこう。こう。これはもう1213がめちゃくちゃ硬いと思う。だか5が遅れると思ってる人はめっちゃいいんから変える。このレース。うん。なんなら13。 内側の2差し2差しだけで良さそうですけど予想としてね高田ひかる選手が遅れるっていうのは予想で入れるべきあのチルトを上げたときはねチルトを上げたときはそう考えるべき でしかもさあの、これ見ていただきたいのがさあの、スタートタイミングなんですけど、早いじゃん、これ早いじゃん、早いじゃん。でもね、これ、高橋ひかる選手がね、スタート最近早くなってるのはその、1度以上に上げないんですよね。最高1度でもう0度とかでも伸びるような感じのセッティングを、ここ1年、半年とか、去年の末ぐらいかな。 に多分変えたんで,すよ、ねうん、でもその前のことを皆さん多分忘れてると思うんですけど5コースとか6コースの平均スタートもめっちゃ遅いんですよ1.6とか、うん、そこも,もうずっと見てるんでだからこの一番マックスに上げた時はやっぱねスタートが切れないっていうのはどうしても考えなきゃいけないと思う松尾ペラミスってるらしい、まあ、前半戦はね 前半戦は、ねうん、まあ僕はもう見た目的には別に行き足は悪くなかったと思う。だそ総合的にまあ逃げでいいんだけどねそれだとね。まあ6頭はいらんけどね普通に。<laughs> ちょっとやりすぎ。まあ5がいった場合の目を買いたいなと思ったからまあそれは6なの。6であれみたいな。 6であれみたいな感じこの追い風でしょうこれスタート切れないからねここでまたさフライングとか切っちゃったらさあれじゃんダメージでかいじゃん揃ったらもう確実にイン逃げしかも内側決着12差し2差し若狭選手も、まあ、6コースの連帯 少ないってことは、まあ、競り落とされる系だと考えると、うん、もう打ち決着だね。もうスタート、胴体でも伸び返すから絞るっていう作業を、まあ、高田選手はやるだろうね。うん でも変にちょっと1回絞った場合は3と4、へさきかけた方がちょっとブーストかかるから、ね、ピンって。バインって前出るから、うん。その場合は面白い。さあ、オッズ最終的にはどんな感じになったんだろうね。ああ、まあでもイン逃げから売れるわけね。しかもこれね、高田光選手の2着売れてないよ。あー、本当に。 単純だよな <laughs> 本当に昨日までめちゃくちゃ売れてたのにさ昨日インから負けただけでこのオッズになるんですようん面白いよなだからよやっぱね前日の着取りってめちゃくちゃみんな見てんだなって思ううん前日の着取りね しかも昨日のインから負けたのはしゃあないっすよあんなセンター出てる人いたからしょうがないよ足の差があって負けただけだから最後

やはり注目は5号艇地元の高田光であります地元単独参戦となりました今シリーズしかしながらワーストクラスのエンジンを引き当てましたが引いてしまいましたが6号は大丈夫まあ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 テリアさんまあ、まあ、ししそして電車の気迫の攻めの姿勢投資あふれる戦いでシリーズを盛り上げていますその5号艇高田光は5コースからチルト2度に跳ねてもちろん攻めの姿勢アピールでありましょうか5コースからのレース 絶好悪な浜田理沙が今ホーム側インコースに構えていきました。六一だけは買っといてもよかったかなぁ。上位着差涙を飲んだ一人であります。一六も満州なのかな。それり。さあどうなるか楽しみですねこ,こ,このレースは。4原田が4さあ三千人ぐらい来ていただきねありがとうございます。でもねラストまでやっていきたいと思うんでね。明日もやりますんで。 5号手がちょっと遅れてる状態の方が伸びがいい風に見えるあ、これはちょっと5号手早すぎますねこれアジャストしますこれアジャストしますよ途中でスタート遅れます、はい、これ遅れます

外回りしたのもねまあでも1号で抵抗できるタイミングだとは思ったけどね行い,いかないんよねはいということでちょっと終わりましたさすがのまくりでしたねまあこうなると後半戦売れるでしょうかこれさ高田さんでもう一回走るんだっけあここか これだうんまあここでもう一回狙うかはいということで39.7倍、まあ、ちょっと僕は買えませんはいこっからもうちょっとおとなしくはいせこせことまあちょっとね買っていきたいと思います せこせことねあらがわず、まあ、7レースぐらいまでおとなしくいきたいと思いますあとの伸び返しがあったなうんでもあのあの外まいがねそのまま決まるっていうのは、まあ、ちょっと僕は取れないかな さあ、次の例ですね。種森選手は先ほど転覆しましたね。落水か。落水だから転覆はしてないのか。うん、落水。船は、あのー、何えっ、ー、とー、まあ、影響なかったと考えるべきかもしれないですね。うん。で、2号艇の今井選手がチルと跳ねてますね。はい。 今井選手は一応、直間まぜではありますから、その辺で、ここはもうカナダ選手がとりあえず足が悪いので、これ、6、号艇はフライング切ってるけど、あのー、5よりも6が先に攻めてくるっていうのは考えた方がいいと思います。はい。そしてもう一つね、これ、山下選手も悪いから、前半戦は1から負けてたと思うんですけど、行き足しないんで、だからこれ、4と5が悪いんですよ、足が。うん。だからめちゃくちゃ 軸はフライングでも変えるということですね。オッズ構成どうなってるだろうな。まあ6は売れてるね。1369.8倍、一番人気。まあだから6の3着付けあたりは売れてるということですかね。うん、まあだから45がめちゃくちゃ外せるレースと考えてもいいかもしれないね。1236。 行き足ですからね。スタート切った後。伸び返し。ん直間か。まあ、じ間あるかもね、これね。今井さん。今井さん、これ、もしかしたらワンチャンあるかもな。直間はありよりのありだね。しかもこれ、直間なら、さんざしは入らなさそうだしね。 直間なら外前が6になるから二段まくりみたいな形で6がいっても面白いけどねうんまあこれもちょっと穴狙ってもいいのかな直間なら4五は買わなきゃいけないけどまあでも4は買わなきゃいけなくなったな直間ならうん、まあ、ただイン逃げ率は高いですね実森さん 足はいいと思うんでね足に影響はないと思いますけど普通に「直間が流れてのパターンね5号艇のまくり差しが直間の中から来ちゃうのもあるかもしれない6頭まで買っちゃうとかね 俺は6頭で、ね、買おうかな。3頭はいらずに2、うんまあそうだね。2頭、6頭。穴ならそこだね。穴なら2頭、6頭。うん。まあ、時間ましたら鎌倉さん刺すね。そうですね。鎌倉さんは普通っていうところがね、どうなるか。足がね、普通。 まあでも今井さんはでも伸びだけだと思うけどね、うん、まあスタート揃ってつけまいねまあ確かにそれはそうかもなまあでもこれ西橋さんが右隣に攻めてきてるのを考えた方が いいような気するけどねスタートは分かんないけどうんだから西橋選手の一気まくりとかね。 俺こ,これ6の頭一きまくり考えてもいいと思うんだけどな足だけを言ったらこれ4と5はねもう行き足ストレートは多分ないと思うから5手も早起こしこっからの足は6を追いつくからね一定心半定心先の足 うん、これでも2は伸びてんな2と3を比べてやっぱ2の方が後からの伸びはいいんでね4号艇もでも悪くないのかちょっと4号艇が分かんねえなまあでも4号艇が変に攻めてくれたら3号艇の差しがなくなるから時間だけでよくなるしうーんそれを踏まえれば 普通でスタートいけない、いや、ただどうなんですかね、まあ、これをいけてないっていう風に見るかどうかなんですけど、例えば西橋選手のね、今節のスタートタイミングをちょっと読み上げると1走目から、21、01、13、23、16、17なんですよ。で、これ、カナダ選手がもうこれ、ワーストなんで、足。で、ですよ。 でですよここなんですよね、これ見てください、ここ。あのーまあ、6は例えば遅れてもいいでしょう、まあ、遅れたとして、この4号艇と5号艇のスタートタイミングが、まあ、切れ順もそうなんですけど、特にカナダ選手は遅いんですよね。で、カナダ選手さえ飲めたら、た、まあ、多分山下選手は差し構えになるってことは、多分6号艇の方が先に攻めると思うんですよね、外前。うん、その時に直間を打ったり、鎌倉選手がどうするかですけど。 だからこれ、直まくりでいいと思うんだよね。チルトも上げてるし、2号艇が。まあ、影響あると思ってもいいんかなと思うけど。うん、とりあえず足はもう4、5は弱いんで、まあ、特に5は。カナダ選手よりスタートいけますかいや、いけん、胴体ぐらいになるんじゃん。ただまあ伸びてるからね。確実にもう目点字的に完全に6の方が伸びてるから。うん。 まあだから23着には全然買っといてもいいと思うけどね。ボート変更。そこら辺の違和感がね。うん、山下選手はずっと悪いからね。行き足が悪いってことは。まあでもこれ4か5。うんまあ、まあ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 。いや、まあ死ぬもの考えずに別にいいや。 えっと要するに足は。 3よりも6の方が攻めって考えた方がいいと思うけどね。いや全然逃げるとも思うけどね、うん。これでも4号艇がちょっと後から伸びてたからまあでも5号艇を視点に見ると別に伸びてるわけじゃないんだけど。うん みんんななんか F2 のことを結構言うんですけど、あのー、これね、節感見てるとね、全然変えてくるんですよ。うんまあ、要は、あのー、その遅れてる、遅れてないの問題じゃなくて、そこは別にどうでもいいんですよ。遅れてようが。まあ、じゃあ、何があれなのかっていうか、許容範囲のスタートでいいんですよ。例えば、2、0ぐらいでもいいんですよ。それぐらいでも変えるということは、これ何かというと、ここなんですよね。単純にここですここここです 足がい,いんすようんそこがあるから変えてる変えるということなんでその、えっと、F2 が遅れる遅れないとかどうでもよくてはいそう節感見てるとねでさらに6を変える理由としてはこれも節感見てるんですけどもうとりあえず5は悪いここの差はもう明らかにある だから4よりも5が悪いんですよ。でも5も悪い。い4はあ、4よりも5の方が悪い。ってことは、こういう状況になりかねない。っていうことですね。で、左隣さえへこめば、6号手っ,って斜めに走れ、あのー、走れるので、3号艇まで飲めれば、これワンチャン頭までっていうところですね。うん。だからこのレースに関しては、 足だけを考えたらまあここの中で買うべきかなと思います。はい、うんっていうことですね。うんだから F2 切る切らない問題も初日だったらどっちか分かりませんって言うんですけどもう切っちゃってるんでね正直。これ1号艇抵抗しに行かなかったかこれ全然いけると思うけどね。 まあ早めに落としたね。だから浜田さんは結構早めに落とすんだね。スピードを。うん、ターンするとき。だからまくられ負けが多い外前した選手はそのまま勝ち切る。めっちゃ落とすね。明さんのうように。めちゃくちゃ落とす。戸田の選手の因線は、まあ、そんなね。信用できるあれではないから。 はい、ということで。 えっと次のレースはまあこういう形でやろうかなはいえっ、ー、と予想すとしてですねちょっと変わった予想を展開 B で書いてるんですけども直まくりとこれ展開 B は対抗穴この2つ6の攻めこれを考えていますまあ直まくりはまあいいと思うんですけど、まあえー 今井選手はもうこのまくり勢なんですよね、どっちかっていうと、まくりを自分で握っていって、えーとまあ、着を取るタイプの、まあ、選手でもあるので、っ、えー、とまあ、直を選択してもおかしくないんじゃないかなというところですね。じかまあ、直を選択した場合、えーとまあ、通常だと三軸なんですけど、これね、5号艇がへこんで、こういう状況になる可能性が僕はあると思ってて、そうすると、本来なら。 余裕を持ってまくり差しを選択できる鎌倉選手、こっちを意識すればいいんだけど、その前に6号艇が握ってくる可能性があるので、それを牽制するために、まあ、2号艇の後ろについていくような感じだから、3の差しはいらないかなっていう考えですね。うん、でそうなってくると、まあ、1号艇の対処次第では4は変えてくる、まあ、5は再打ちなんで潰されてるので、 まあ差し差し展開ならいらないかなっていうところの解明ですねこれうんでもう一個はこれ6攻めって書いてあるのはこれ3が三と6がやり合うみたいな感じ、うん、もう四5は絞られてって5は外前それに対しての対処だからイン逃げならば2サロ2サロでいいと思う これが高いかどうかなんだけどこれ1の2サロ2サロは高いのかなまあ2サロ2サロは安いねまあ26は高いまあこの辺とか余裕で買えるけどね6の3着付けまあ6軸みたいなところだけ買うのは面白いかもなまあ買っといてもいいんじゃんここ高いし6の 10倍とかあるしね最低打つ136で10倍買えるんじゃん。うん、であとはこれはもう僕は行ききり。 で、行き切りのパターンの場合は、これ、4と5は3着買っといた方がいいと思う。なんとなくね、直間とかが、えー、6コースまくりの場合は、基本的に4コース選手は外すべきなんだけど、べきなんだけど、それは限定的で、あのー、1、2、3が差し構えになった場合は、4はいらないんですよね。で、5はついていくから3着はいる。なんだけど、ここに関しては、 6号艇がまくった場合2号艇が直間を仕掛けてる可能性があるんですよねそうすると鎌倉選手も外張りして左打ちの2番刺しっていうところでちょっと来そうな気もするのでうんまあ僕はこれは4は今回は買っといた方がいいかもまあでも3着でいいと思うけどこれこれ結構スタート動体ならこれは全然ある全然あるしかもこれ直馬発動からの6差しとかも 24でね、まあ例えば、まあ36とか1と2がやり合うパターンの36、63、直間発動の。 まあそういいいったとところはは面白いとは思まますけどね、まあでも本戦はこれ、まあ、可能性としては見立て的に2の方が伸びるしちょっと判定心ぐらい出てたらまくりを選択する選手でもあるから可能性としては直まくりはいいんじゃないかなっていう考え方ですね。うん、で2段まくりの6-2とかもありそうだからまあ僕はもうちょっと6から勝ってもいいかなっていう。 感じっすかねこれもなんか直間だけど6軸でいいような気がするし、うん、まあ遅れたらね6が遅れたらまああれですけどまあ3着までは食い込んでくる足はあるかなっていう感じなんでまあフォーメーションで買おうか直間なら6はいらない でもちょっと絞りづらいね6頭えぐいな。 俺はここを買おうとしているのかえぐいねべらぼうにえぐいおつになっているまあいいやよし、まあ、山下選手も競り合いなら多分 まあ食い込めないと思いますけどね。「直間発動」ならめちゃくちゃ面白い、まあ、ゲームですねこれねうん。めちゃくちゃ面白いと思います。 こうちょっとねちょっと面白そうなんで穴目を買いたくなるね、うん、雰囲気は感じますね時間ま選択はいこれです 陰逃げの穴っていうところをね1個だけ考えるとねこれ2 4二四が穴124うんこうですね6号艇が迫ってくるのを見て3号艇が張りに行ってしまって2号艇が差し構え残るで4号艇が残る5号艇はさせず これがイン逃げの穴。124。うん。面白いと思うけど。はい。そんな感じ。 道中5に抜かれたまあ5は多分うんまあまあまあお金による余裕のある人は全然5はいいと思うけどうんまあ今節はちょっと僕はカナダ選手は変えないさすがにあの行き足だとうん追い上げる引き波を超える足は、まあ、ないかなさすがにしかも昨日はもう調整してなかったって言ってるからねもう うん。初日にシャフト交換したんだっけなか、2日目にシャフト交換したんですよ。2日目か。2日目にシャフト交換して、もう足の上積みがなかったんですよ。だからもう多分なすすべなしなんですよ。ということは。だ現状よりも足が良くなることは、もう気温とかじゃない めっちゃ冬になるとかうん冷める、まあ、それだとみんなも出るからね A1 勝負がけあわ分かんないまあでも追い風どうなるだろうね 結構すごいってあ <laughs> このモーターで池子さん輸出してるんだあそうなんだあ本当だねうんまあだから渡辺選手も流出してるね、まあ、一般戦か うーんまあ、そうだね。まあ、いや、でも番組もあると思うよ。さすがに池江さんが優勝した方が売れる可能性があるからさ、まあ、例えば6コースに乗るときとかに、まあ、内側が、まあ、ちょっと若干、少し、まあ、弱い選手だったり、A 級をガンガン詰めるっていうのはないような気がするよね。やっぱ売り上げに関わってくるから、一般選手 やっぱ人気で売れる選手っていうのは優遇せざるを得ないんじゃないかな一般戦に関してはね2節連続優勝あそうなんだうんだからまあ多分ペラなんでしょうねペラ単純にペラがうまいとかそういうところになってくるのかな 強い人って本当ペ,ペラ上手いもん、ね、でもペラがうまい下手とかって俺話に聞かないから分かんないじゃん一般戦の12レースは天増ではないかなまあどうなるでしょうねここもちょっと面白そうなんでまあ僕はちょっと極端だね六頭だみたいなところも買ってるんですけど うん、まあ F 二が遅れる遅れない問題は人によって違うっていうところが、まあ、出ればね。あとは出てない選手を外すのはどうなんだいかがなもんなのかっていうところがまあね出たら面白いですけど、まあ五か入ったらすいませんですけどね。フォトレースプレミアム G ワン第三十七回でディスチャンピオン。ンちょっと風収まってほしいんだよね。 百万点のレースこれまでの4日間と変わりはありません向かえるカードは第5レース一般競争です時間なら結構ペカると思うけどなーー1号艇実盛美優2号艇今井百合3号艇鎌倉倫4号艇山下勇樹ああともえさんねあれってやっぱペラなんだねあのー、なんか極端に成績良くなったもんね 腕がめちゃくちゃ上がるってたぶんそんなないと思うんだよね。とそこなんだだ思うんだけどねデビューして5年あ例えば10年ぐらいしてめちゃくちゃ腕が上がるってたぶんいないと思うから指、うん、ピットはたぶん次回ぐらいになるのかな。 お盆シリーズが終わったらボートレッスは年末までねレース開催ないんで工事に入るらしいですだから、延べ3ヶ月ぐらいか23ヶ月レースがないんでね今年の売り上げはまあ多分 SG とかをねまあ見越して改装してるんでしょうけどね SG やってほしいよ、つでさあ、どうなるか。

よし666626そうオーケーナイス完璧4来たらつく4来たらつくはいきたこれ4来たらつく4は3着付けでも勝ってるから4は3着付けでも勝ってるからあー26ここだとちょっとだけ安くなるこれが今井さんよこれが今井さんよ 6, 6人まで行ってもいいよ別に別に6人まで行ってもいいっすよなんなら買ってますから6人まで行ってみましょうかこれ6人の方がつくかもしれません300円入れてる方が62これ6人ワンチャンあるぞ抜き返しの6人じゃんこれ来い刺さるだろああ無理かいっそ6人 いっそ六二どうですか。ちょっとオッズ出しちゃって六二のツーちょっとボトルレスさんお願いします。六二のツー一応さあのノージル的なものをちょっとだけちょっとだけ出したいと思っております。売りか。ついてる。六二一走六二ね。六二まで行ってくれたら結構良かった、ね まあ今井さんも足多かったからなまあちょっとなんか鎌倉さんの足が微妙なのかなって思ったまあでもまくり出しを言ってたけどまあちょっと引き波乗っちゃったって感じでね押しがなかったよし見立て通りあらすこれ5枚だねまあもうちょっと入れればよかったな2頭 さあオッツもう一回見ましょう今日はでも中和田のところがいい感じで来てくれてるねもうちょっと着いた方が良かったんだけどねさすがにここから売れてるはいということで53.6倍ありがとうございます見立て通り展示タイムではなく見立てで変えると直まくり爆弾今井選手は直まくり勢覚えておきましょう、はい、握ってくれる OK、これでかいねこのあたりはでかいもうちょっとかけてもねよかったんだけどんまあでもちょっとね意気承知してたから <laughs> そこまで自信を持っていけるあれではなかった最後。さあ行こう 6、6、2までいってくれたらめちゃくちゃ面白いよな。うん、さあ、中里選手の因線えっとね、ここね、ちょっと注目選手がいるのが2人ですね。えっとね、まず、中里選手。中里選手ですね。<coughs> 因逃げ率はねあの、戸田の選手なんでね、そんなに高くはないです、52%。 で注目は2と3なんですけど、えー、と桜本選手はちょっとペラがシンペラになってから良くなったというのが前半戦ちょっと垣間見れたんでここの勝ち切りは見た方がいいですねであと松本選手昨日のレースはこれ良かったんですよねあ良かったというか展示はよ,よく見えたでも外前してふわーって流れちゃったんで だからそこら辺をどう見るかなんですよね。参考点の付け前的なものが決まるかどうか。まあでも桜本さんはでもスタート一手なんでね。で、印刀さんは言う点足よくなく、滝大滝選手は出足。大滝選手は出足は悪くないんで、長井選手も出足だね。松本選手の足が、直線足はいいんだけど、他のところがね、みたいな。 直線はいいんですよ多分5号艇が若干伸び加減かフライングだろうな届いてないまあ他の選手は届かなかったかうんまあでもインドさんがあんまり良くなく見えるからちょっと5がよく見えるんかな までも松本さんは時間は打たないからね、握らないからね。うん。で、中里選手も言うて、そんな、あのー、ターンがね、鋭いって感じではなく、どっちかというと、握っていくターンの方が好きな選手だから。だから、浜田選手みたいな、あの展開の、だから、3まくりが、ふわっとまくりが、まあ、なんかありそうな雰囲気。 でもこれ、大瀧選手はね、伸びてるんじゃなくて、多分出足だと思う。さっきの感じは。うん。早起こししすぎて、一回スピードを落として、そこから握り直しての、あのー、なんか伸びた感じに見えた。だからスタート揃うでいいと思う。大瀧さんね。 インドさんはまあ多分悪いと思うからあんまりくないと思うからまあ永井さんあとはもう永井選手の6コースはまず3着は買った方がいいっていうのがうーんまああるんでねまた遅れた状態から来れるかどうかですけど。 うんまあ、中里さんのイン逃げ率50%っていうのはね、あの足が良くても負けることの方が多いかもしれないんでうん、桜本選手ね、前回の3コースはね、でもね、なんかそのペラがね、新ペラになってるからよくなったっていうのが、うん、節感も変えないなと思ってたんですよ。 でも前半戦のあの4コースを見る限りでは悪くなかったんでまあもし3があんまよくないと思ってる人はまあ単純に陰逃げの2差52差5とか2差52差2差6とかになってくるのかな。 松本さんはちょっとやっぱ直線だけだな係かかりが悪い。まあ、4は外せるかなかなりみんな落として回ってるから、まあこれもう周回展示はあんまり <laughs> 気にしない方がいいかもしんない。うん、今節、松本選手、スタートいってないからね、そんなに。あ、そんなことない。不平均的か。 さちょっともう一回だけ展示見るわ昨日の松本さんは僕よく見えたんでここももし伸びてるようだったらなんだけどこれ5号艇ねよく見えたんだけどちょっと起こしが早すぎて途中で放ったんですよね一回ここで一回ねスターこの辺であここここ今のところで一回握り直してるスピードが遅くなってるでそっからまた握り直しでスタート多分合わせたんだろうけどだから本番 まあ言うて多分伸びることはないだろう。うんまあ、めちゃくちゃ1、2、3、1、2、3のレースになりそうですけどね。桜本選手をどう見るかが難しいところですけど、外前ね、どうなるだろうね。まあ、戸田の選手は濱田選手みたいにあんまり抵抗しにいかないんじゃないかと考えると。 そのまままくりきり、ターン力だけで桜本選手が勝っちゃうパターンは、に差しね、今節の松本選手だとちょっと買いづらいよね。でも、中里選手は、まあ、どっちかというと、刺され負けも多いので、濱田選手とは違い、まあ、握っていく気質はあるかもしれないですね、スピードをそんなに速く落とさず、分かんないですけど、どうですかね。 インドーさんは足は悪い。うん。うん。2 1は僕はいらないと思ってるけどね。だったら3の外前を買った方がいいと思うけどね。うん。まあ、このレースは、がっつりその、インが勝ちますっていうのだったり、負けますっていうのは言えない。中里さんは足はいいけど、まあ、言うてイン逃げ率が50%っていうのは、 負けに触れる方が、まあ、要は1号手がそんなにうまくないと考えるべきかもしれない3人は負けてないイメージだからまあ握ってきた選手に抵抗するのかもしれないねうんはいまあ足の評価を書きましょうか1 これ展開1個でいいや1が握らなかったらまあインディゲ ここがあんまないかな。この。 展開はシンプルだと思いますけどね、このレース。しかもなんか握った選手がそんなに流れてないくない風向きなのか何なのか分かんないけど。4号艇はグリップ感はあるか。うん、まあでも4号艇の方が悪いなって感じが、この中に乗ると。 前半を走った感じも良かった。だから桜本選手はこれ足上昇し,てしたと考えた方がいいかもね。うん。えっとね、これで1個だけ、ね、松本昭恵選手の,そのスタートなどをちょっと見てもらいたいんですけど、ここが、ね、あるので、ちょっと今節の松本選手は変えない2コースでもこれです。スタートタイミングが遅いんですよ。2コース。 うんだから皆さん的には行動を見るかなっていうところですね。切れ順が4.78なんで、まあ、全速でこのスタートの遅い状態を、まあ、走ると考えるべきなんでね、そこがどうなるか。ちょっとさっきのリプレイを見ましょう。さあ、4号がへこんだ状態で、6号が絞りに来てるね。で、こっからま,まくり差しを冷静に構えて、あいや、差し構え。5号手も握ったんだね。 左右打ちがさ普通に届いてきたと。これ足の違いがすごいもんな。うん、まあ6号艇は先攻めできなかったね。5号艇と4号艇も握りましたよね、あれね。ある意味。だから、まあこのレースは、うん、こうなった場合ですよね。こうなった場合。 1、中里選手、どっちかというと、他のコースは握りたい方となると、先、舞を観光。で、まくり雑誌かもな、確かにね。だから B パターン出てきたわ。 これはでもまくり差し選択そういえばそのまくり差し選択を否定してたけど松本さんのこのスタートタイミングを見れば伸びてるわけじゃないんだから差し釜へが入る中里さん握りたがりっていうところは考えてもいいかもね、まあ、2が遅れるパターン 1>, まあ1は残りそうだけどね、これは。ただ、まあ競り落とされるっていうのが、また、加藤さんはあると思うので、これ、フォーメーションの方が妥当かな。なんなら5も入れとこうか。なんなら、松本さん飛ぶパターンは考えなきゃいけなくなった。4、外。これが入ったらね。 まあどちらにせよここは三軸まあ「インにげ」は13だけで言っても面白いかもしれません。 まあ2一はねまあ僕はないと思ってる1号艇が握ったとしてもうんそれなら3のまくり差しだから3のまくり差しがこっちを選択する必要性がないような気がちょっと上積みですかね、うん、思い切ってここをいってもこう。 足的には4六はまあ6は買ってもいいけど4はまあ僕の中ではまあいらないかなでも2号手が引き波乗るんであればうーんまあ3着は分かんねえからなまあいいやこれでいいやもうあそこ買わないって感じこれ3頭は意外とつくんじゃんほらここも中穴っぽいね 腹くくって3からでもいいんだけどね。いや、まっくりさせるタイプというよりは、あのー、これもさ、あの、何の、桜本選手じゃなくて、誰のレースかちょっと忘れたけど、あのー、4万種出したとかあったじゃん。あれと似てるんよ。俺、6来て、あの、悶絶したやつ。誰だっけ忘れた。 記憶のかなたです。滝川選手だっけ滝川選手のまくり出しが3日目入ったやつね。あれも2コースの選手がスタートが遅く、まあ、深川選手、深川真奈美選手はスタート2コース遅いんで、2号艇が遅れて、まあ、3号艇が単純に刺すっていう。深川選手もまくり出しなんて全然決めたことないんですけど、まあ変えるよねっていう。まあその、ま,あ、まくり出しっていうかな、刺しですよ。刺しみたいなノり。 うん、感覚的にはね。つが外から見にくい理由って何かあれみんな刺すからじゃないですか。あんま握らないからじゃん。みんなまくり雑誌を選択して、うん、ばんばん握らないからじゃないですかね。うん。まあ、あ,とあ,あとは追い風かな。追い風の問題もあるかもね。追い風よく吹くし。 戻されちゃうんじゃん知らんけど全然そこら辺は詳しくない。 3頭勝つかあの1逃げるかはマジで分かんねんマジで分からないけど1回勝負してもいいと思うんだよな、ね、これうん3頭から6は全然変えるんだけどな うんちょっと6か、うんまあそ、そうだな、これでいくか。よし、OK、決まり。<laughs> まあ、外前だからね、大滝選手は多分、まあ、3号艇が例えば差し構えになった場合は、4よりも先に外前をすれば。 三着キープできそうだしね136は買っといても面白いけどね はい、これです。 ちょっとお待ちください。 あ今日の優勝準優はどうなるだろうねこのままだとめちゃくちゃイン握りになりそうな水面ですけどね多分うん普通にん刺せばハンターは2頭、まあ、2頭かこれね俺思うにこのレースハンターの人は13の46勝った方がいいと思う 塩さん勝負レースはどのぐらい金額が入りましたかでも2万ぐらいかな1万6千ぐらいあのねもう勝負レースは絶対1点1000円以上かけないとダメだと思ったうん意味がないと思ったまあもちろんなんかあの5万集とかあるところはまあそもそもあれだけど 中穴で、ね、40倍30倍レンジだったら3000円以上だね10万円ぐらいになるようにうんでもそんなにないもんな今回だから「勝負ゲーム」っつってめちゃめちゃ集まりで当てたの1回だけだしね「これは勝負ゲームです」赤字で「勝負ゲーム」って書いたのコンセプト2回あるんですけど1個は当てた。 あの宇野選手の3コースの長井選手が1コース。F2、2号手足悪い。まっくりきる、あじゃ、一コースが、あじゃ、長井選手が2コースだ。で、1が足が悪い。スタート遅いし。それ、中里選手じゃなかったっけあ違うか。 インド選手の一撃まくりうーんどうだろうね123豪邸がまあスタート25ぐらいだったらまああるんじゃんうん全然、まあ、インド選手は別に伸びてはないから全然あるんじゃんその場合がねただそのスタート遅れがあるかどうかをまあ考えないと4のまくり買いたいけど 買ってたら養分になるのも嫌だしね G1 はでも賞金高いからね。整備はみんな頑張るんじゃないかな。なんか一般戦とかだとメガネかけてない方がいい。ごめんね。ちょっと俺、今コンタクトがさ、目がちょっと怪我してて、あの、つけれないんですよ。俺もコンタクトの方がいいんだけどね。メガネはちょっとね。 今日の服装にこのメガネ全然合わないもんなぶっちゃけ D さんいらない,いななのかなあれ、担当 D だっけあの JLC であの癖のあるあの新概念データの海の琵琶湖の4日間の動画面白かった。ありがとう。あ,あ、G か。担当 G か。担当 G さん出してほしいな。あの癖の強いのがマジで面白いよな、ね、あの人はね、まあ。完全にガッチガチに数字だけで勝ってるけど。 あ、ティー。三十七回レディースチャンピオン。シリーズ五日目は前半戦指名。あ、インド選手の足はいい。まあ、本人はなんかいいって言ってるよね。うん、対戦メンバーです。1号艇中里ゆうこ。二号艇松本え。3号艇桜本あ。なんだろうな。四号艇インドおちあき。五号艇大。お、まあ、しのぶ、出足型なのかもしれないですね。以上。だからインド選手はどっちかというと、まくるっていう。僕はイメージなんですけど。定番通りに収まります。

光ってる人はどういう人かっていうのは分かんないですはどシリーズ5日目第レース一般競争インコースから2号でもいってる時間はないかししさあこれはつけまい3号スのつけまい空洞それが決まるサイ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 ,サイ 来なかったかー <laughs> 来なかったね <laughs> あれがまくり切れたらあっ6来てるまずいなこれよし三になったまずいクはまずい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 これぐらの6の方が絶対しいまずい,まずいああ引いて刺すとかそういう感じ それくない松本さん失敗したらああやばくないこれいや六かこれハンターに取られる大滝さん助けて六はやばいってかあやばいああ大丈夫ありがとうありがとうありがとう二二あそうだったら五五五五五五5 5 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 5円ぐらい5し5 5 5 頼むこれだったらこの方がいいちょっとだけでも1000円ちょっと高いです外前はいありがとうよしオッケー。これ大丈夫だろうよしゃオッケーあのまま3 1になってくれたらねこっちとしてはも儲けもん、まあ、だったんだけどねちょっとかかってなかったな追い風に煽られてた

あたす。軸買いがハマりましたね。<laughs> よかったね。おい、12.7。まあいいんじゃん。うん。まあ僕ちょっと3の方で勝負したんで、まあ、3を買わなきゃよかったんだけど、まあいいでしょう。しゅうかさん、どこかの公式出る予定はないですね。うん、11月ぐらいまでは特に何も、11月も特に決まってないっす。うん。 まあちょっとね、9月、10月はあの G1SG、ー、がめちゃくちゃ多いんでね、まあがっつり配信していきたいと思います。さあ勝負ゲーム。さあ次のレースも荒れる可能性ありますよっていうレースですね。さあこのレースは含みがいっぱいあるからね。このレースは含みがいっぱいある。うん、このレースはマジで含みがいっぱいあります。含んでおります。 常滑の G1 は現地は行かないけど配信はすると思う、うん、並び順は逆そう今、予備ピットっぽいで、ね、予備ピットなんでねさあ、このレースはあのーまあ、細川選手がめちゃくちゃ売れるでしょうね、売れるでしょう。 めちゃくちゃ売れると思う。インからがっつり10番人気までがっつり締めるでしょう。はい、そうなりますわな。はい、いいです。ありがとうございます。これですね。1個だけ見てください。はい、ここ、あの、2コースっすよ。清水選手。今回多分ね、悪いんで、うーん、転覆してからもう、1列目で転覆、1日目で転覆してから全然足が良くなってないので、まあ、スタートいいけど、 うん、まあここはないし、ね、しかも4号手も足し悪い。深川さんはいいんだけどね。で、西村選手はいいんで、まあ、これもしかしたら6号艇はどう変えるかだね。西岡選手は出足はいいので、まあ2、3着圏内は逃げたらあるかもしれないけどね。出足は悪くない。とりあえず2が悪いんですよ。だから2がへこむ可能性があるかもしれないというところをちょっとどう見ていくかだね。 うん、まあ完全にでも4号艇は出足だね。清水さんもスタート切ったか。まあだからこれだとちょっと壁になりそうだね。スタートだけで。13。外前して13。高川さんのスタートタイミングは今回決まってないか。これでもうちょっとそうだね。うーんなるほど。ちょっとね、1個だけね、展開が出てきちゃった。これを見ると。 何かというとね、これ3号艇の深川さんがスタート遅いんですよ。で、西岡さんがスタート早いので、ちょっとこっからの展開は、うーん、スタートタイミングの差だけで4号艇が先攻めっていうのは考えてもいいかもしれないね。ただ伸びてるわけじゃないから、西岡さんは。うん、これに対して細川さんが抵抗した場合、じゃあ誰が来るのみたいなところは、ここはちょっと、 4が攻めたらめちゃくちゃ荒れそうだねめっちゃ荒れるかもなしかも出足は悪くないから西岡さんもうん深川さんが別によくなく見えるな そうか中谷さんもずっと良くないからねこのメンバーになると西岡さんは力強さを感じるだったら逃げなんだけどな4まくり4攻めの逃げあ細川さんの癖はターンマークに寄ってしまうことなるほどね ナルミンじゃなくてイク美選手ですよね結婚したのって違うの俺ちょっとよくわかんないあっな選手なんだ え2人同時に結婚したわけじゃないでしょこの今4コースの成海選手なんだ。<laughs> 振り込んだ。まあちょっとこれ。 ちょっともう一回だけ見よっかうん。まあでもこのレースはちょっと逃げも似合うな。荒れるならめちゃくちゃドアレのところ買いたいけどね。これ完全にね、4号では出足ですよ。初速がめちゃくちゃいい。で、こっちは多分伸び方なんですよね。伸びより。こっちも出足。で、スタート切ってから、こっからの伸びはあの伸びていく感じはないので。 うんだからまあ4号艇がどのぐらいのスタートだっけ、これ、フライング、まあ、でしょう、だからさっきと同じ展開になりそうだけどね、3号艇が先攻め、さすがにここまでは遅れないとは思うけど、まあ、ただ平均スタートがちょっと遅いのがね、深川さん、ちょっとこう、引っかかるところなんで、悪くないから、悪くない分、清水選手の差しが入ったりしてね、なんか知らんけど。 直間とかしてくれねえかなうん。これ見てください。細川選手はスタート遅いんでね、インはね。しかもイン逃げ率40%台。直間打たれて3にまくり出しか。でもこれ4号艇がスタート切った場合はね。うんでもまあ3号艇は多分タイム出るんだよね、これ。展示タイム。予想だとね。 あと伸び方で、この中では足がいいとなると、色がつくのは3、6か1か。まあ、だから清水さんのタイムが出なきゃ別に6.93か。西村選手が逆に出なかったか。うーん 志村さんは足は上昇したとは思うけどね中谷選手零六06でいけるかだなまあ逃げでいいかな3が外まいしたらめちゃくちゃ逃げれそうだもんねこのレース ちょっと2号艇用の見方がわかんないなぁ、これ。うーんー。じ間なんか発動した日にはだ,だよね。荒れるポイントとしたらね、これ、まあ、なんか、直間行くみたいな。これだけで。スタートタイミングだけで、直間を観光するみたいな。そこは、なんとなく、ちょっと見てもいいかもな。ただ、細川さんは足がいいから、伸び返して、まあ、3差し、4差し。まあ、穴はそこにするわ。 あとはもうちょっとストレートで3が外前だけで買う。予想する。まあ繰り差しはなし。スタートが切れてるからね。でもこれスタート切れてるけど4番手代っていうのがちょっと気になるところだけどね。あなるほど。これ2コースさ、わかったわかったわかった。これ清水さん2コースあんま走ってないんでしょ F 休みだったんだね。年間で見たら14層。だからフライング休みでずっと休んでて2コースは、まあ結構久しぶりってことだもんな。買えねえ。買いづら。だからこの平均スタートっていうのは、あの申し訳ないんだけど、1回だけなんですよ、これ。1層だけだと思ってください。だから年間の平均スタートをちょっと見てみるわ。多分遅いんじゃねえかな。さっきのは半年なんですよね。さっきのデータは。早いっていうのは。 1>, 1年間のスタートタイミング見よう。あー、これはそうだな。はいはい、からくりが分かった。えっ、ー、とね、先ほど見たスタートタイミングに関しては0.12って書いてあったのは、これ、2コースが1層しかしてないんですよね。これ。この平均スタートが出てるんですね。これ。まあ2回ぐらいになるのかな。でも1年間で見ると、これ平均スタート0.19ってなってきたら、これへこむな。 へこむ可能性がちょっと出てきましたね。申し訳ありませんが。ああ、はい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 。いいっすよ。これは実に面白い。実に面白い。でで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 で ガリレロやなガリレオ福山ですね福山ってことはってことなんですよはいいきましょううんこうだろうね にはへこむと考えてもいいかもね。ってことは。 フォーメーションの方がい,いない4頭は4、1、そしてまくり切れないから5、6、1、3、5、6、で OK、うん、これはちょっと実に面白いこれは実に面白いはい、これでいこうさあ、このレースはちょっとあちょっと待ってよ、ライブに戻すはい、えっ、ー、とね、このレースに関してはね、ちょっと含みがめちゃくちゃあるなと思ってて、この清水選手の平均スタートタイミングが早いっていうのが、これ、一走ぐらいのことだっていうことが今、判明しまして。 えと年間で考えるとまあフライング休みがあったからっていうことなんですけどね年間で考えると0.19でしたはいってなると今回スタート切れてないし足が悪いとなるとこれ悪いです悪い息足悪いえっ、ー、とねこれ2号艇がへこむ可能性めちゃくちゃありそう、うん、で4号艇もスタート切ると思うしあと他は来ると思うんですけどこれ3号艇がまくり出しを選択した場合は あ4連隊になってるこうだねうんこうこうでしょうで4後手多分外回りなんですよねで5号手はまあ多分この辺をふわっといって足が悪いので流れちゃって再打ちを指してる6号手の方が、まあ、僕は優勢かなとうんだからこれね6までいった方がいいかもなこれこれね6の2着付けがありそう これ、まあ、要は2号艇がへこんだ状態で3号艇がまくり差しただまくり差しってさ、まあ、流れる可能性あるじゃん引き波乗って今日の鎌倉選手みたいにで4号艇のまあ西岡選手は、まあ、握る系でしょで5号艇は多分この間になっちゃうよねでそのうち2号艇を回した6号艇が刺さってくるって考えたら まあこれ6五艇の軸っていうのは面白いかもね。うんであとはこのまくり差しが差しのような感じで入った場合は1五艇は握るっすよ。まああのインから負けてたあの3万衆とか4万衆か出した時も見てもかかりの部分が来てなければ流れてこっちだと思うんで。うん。まあでもこれさすがに1は残ると思うけどな。はい。って感じかな。 であとは対抗えっ、ー、とこれですね展開 B の場合えっ、ー、と2号艇がへこんだ状態から3号艇がまくりを選択してこれが決まった場合はまあはっきり言ってそのまま突き,切りあの突き抜けでいいかもねうんしかもこうなるだろうねこれなんかこうなると思うわ その場合はも、ま、う、あ、5、6の2着付けまあ4、号手が差し構えになると思うしそれならまあ面白いけどねまくり切りまあでもこれはちょっとねないような気がするどっちかというと深川さん外前する系だけどというよりはこっちを買った方がいいならこれこれめちゃくちゃおすすめやっぱ張りに行くって考えるとまあ今日の水面流れるしでこれ2、号手が遅れそうじゃん ってことはと1ゴ手と3ゴ手がやり合ってるのを見た場合外行ってねこれ簡単に4ゴ手させる気がするであとは56この辺のやり取りは誰かわからないけど可能性としてはこの場合だったらあるんじゃんただこれは前提としてこの場合だけですよ2がへこまなかったら何もないと思うからまあこれでいいんじゃん13434がめちゃくちゃ濃厚 何もなければ濃厚。ただ2がへこむと仮定するならば自信違うか。これはいけるんじゃないかってとこですかね。はい、うんだからどうしようかなこれはね俺これな対抗はないと思うんですけど。 うん、このレースはちょっと僕、インからは、まあ、100円だけ買います。で、穴狙います。で、あと、こっから先8レース以降は、まあ逃げが多発すると思うので、最後ちょっと穴レースということで、ワンチャン勝負します。ただ勝負ゲームではないです。本当にワンチャンって感じ。ワンチャン勝負する。ワンチャン勝負。 本線は31だけどねまあこれ5も買っとこうかなあこれになってくるとまあいいやこれになってきたらまあいいやいやいい、うん、でもまあ言うて出足だけだから押しがないから うーんまあこれはお思いっきり1とんが競り合わない限りは冊子残せないと思うんでね。ってなるとここだけちょっと一応イコールじゃなくて押さえで持っといてもいいかなっていういやらしい心はあるけどまあでも50倍近辺ならいらないか。 おもろいよなうん戦後にするか、こっち攻めるか。 まあいいでしょう。まあそんな感じです。だから、インからは一応200円だけ6点のやつ持っといて、あとはちょっとのらりくらりするわ。ここ当てたらもう多分勝ち格になるかもしれない。あとはそんなにかけないから。 でもまあ2号艇がへこんでる状態からまくりを選択しないと思うからね。というよりは、多分細川選手はそれを見て早めに動く方だと思うからまあ4頭はないと思ってるんだけどね、はっきり言って。はっきり言って4頭は全然ないとは思ってるんだけど、うん、だから1逃げか3頭のまくり出しだけでいいと思うけど。 暑い。 ごめ,音切ごめん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 ね <laughs> すいませんすいませんまた <coughs> やってしまいましたまあ次のレースからは逃げが続発すると思うんでしっかりとまあ次のレースはちょっと高田光選手の参考戦なんでねうんまあ荒れるのもまあさ,さすがに最後 次のレースだけは、次のレースもちょっとね、穴かけよう。うん、<laughs> 何を言ってんだ、ずっと。スマホ壊れたかと思ってビビった。ごめんね。たまにあるんですよ。音切ってるからさ。 参加度は期待できます。まあ確かに参加度にするかもね。うん、でもインコースはあれだよ。中村かなえ選手ですからね。大責したら森谷選手とか、滝川選手とかね。この辺とかが来るんじゃん。うん、ああ、でもられ負け多いな。さすがに無理か。参加度にされたら無理か。さすがに。 いやでもまあスタート遅れっていうのはつきもんなんでうんそこはやっぱ考えなきゃいけないですよ全力で信じられない2度なんでスタート遅れをね遅れたら終わりだからねたんだ選手が足に遅くないまあそうだね うん確かにね。で、中村かなえ選手も前半戦の濱田選手みたいに枕負,負け多いってことは正直、張りに行かないって考えてるとね。うん。有料配信すると公式って出れないのってどういうことかな。有料配信ってなんだそんなんあんの有料配信って何そんなんあるんだ。 えライブ配信を有料で見,見るとか無料で見れんのに最後。 ラムジワン第37回レディースチャンピオン開催2日目も後半カードに入って7レース一般競争です。さあ2号手はスタート切れるかどうかだよね、1> 1よね清水さんね。前回はスタート切ってるけど、号中谷これはちょっと足が悪いということが。 インコースは1号艇細川優子が向かっています公式の右のーズ四。そういうこと有料配信なんかしてんだ。二コースコ、えーデ、シミザミ、コンセはややほロ苦い G1 デビュー戦ともなっています三コースー、サンゴティフクラが向かっています。ス。ヨ前半レーサー、トップスタートから逃げてかかま、まあどうでもいいや、俺,俺的には。四 <laughs> コースが四号テにショーカー、ナルミガムカ その隣五コースは五号艇中谷智子が入って。三アウト六コースは六号艇。さあ、じゃあ、これは先に攻めるのは誰なのか。三コースから差し切って勝っています。楽しみですけど。バドは四コース四号艇に松岡がどう取って、定番通り三対三と。まあ、三号艇の深川選手も、そんなにスタートが早い方ではないので。もし三が遅れるんであれば、四号艇の。まあ、つけまい。 としてホームいは面白いかもねそうなるとすごい誰が来るんだろうなって感じそれだと2座子とかになるのかな4がスタート切ったらこれ内側遅れてねししこれは3号手絞らないかつけまいこうまくったよしオッケーナイス,ナイス よし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 完璧ただ1が残らないと俺3頭ないんだわダメだまくり切っちゃった頼む1残していや残るだろこれさすがに頼むよ1号手外前外前でいいんじゃん2号手は残らないでしょよしよしよし OKOK なし,し,しこれ大丈夫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 じゃないかもしれない いやー3、4だけ買っときゃよかった。やばい、1になってお願い、これはやばい、これは痛い、これは痛い、あー、だめだ、これ6の方がいいわ、やばい、これやり合ったら無理、外、そう、細川さん、2回目はないでしょ、2回インから負けたら、お客さんの、お客さんのあれじゃないですか、3、4、6だけ買っときゃよかった、やっぱ3、4か、ここ、まずい、これは無理だ。

いやあ、やってしまった。しくった。千円入れるたのにな。これ千円入れるたのには三四だけ買っとけかった。なあ、最悪。これマジ最悪。 終わった、はあ、太鼓を買えばよかったしまった。 足りないなな俺1500円入れるぐらいだったら14だけさだって56入れてたわけだしさ56買っとけよって話だよね3まくりの否定しちゃったんだよね3のまくりは貼られ,貼られるだろうとうーんそうだよねスタート遅れるっつったからね細川さんのうーん2も遅いわけだしこれはちょっとこれ下手くそだな俺マジ下手くそ しくった,しくった,しくったあっ緑の生地さんもうこれはありがとうと言わざるを得ないまあ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 いや俺説明の時にさちょっと含みがあったんだけどさまあ正直あそこはちょっとおつめでね出してしまったなかっこつけたわ やっぱ対抗なんだよね。やっぱ中穴は対抗なんだよね。うん。また穴の方に行っちゃってるんですよね、自分。超ダサいんですよね。ーちょっとこれはい、これはいかんせん許せねえな。うん。これ勝負ゲームで行くべきだったな。ちょっとね、腹くくり要素がね、なんか4頭を買ってる時点で俺腹くくってねえなって思ってた。うん。 3角さっきと同じ現象になってるないやこれ滝川選手足いいなこれね一個だけ言っていいっすかこれこれね荒れるなら5だよ うーん。これマジで荒れるなら5。これね、4と5はもう5の方が足めっちゃいい。うん。これだから1と3がめっちゃやり合うなら、もうこれ5だね。一択だね。5だけでいくか。5だけで行こうかな。しかもこれ、五反田さん足悪いでしょで、原田さんも行き足が悪いんで、外前したとしても無理だな。 ただ、滝川さんがまくり差しできるのかっていうところは、もう謎。はい。あの、0%です。女子戦限定24回走ってる女子戦の一着率0%。しかもこれ見て、3連対率が12%ということで、おいおいおい、おいおいって感じ。変えるのかいみたいな。 まあでも3号艇が行くなら5買えばいいんじゃん。5軸だね。森谷選手も、滝川選手に叩かれてる可能性もあるかもしれないんで、まあ3についていくのは5と考えるべきかもしれないですね。うん。で、森谷さんもやっぱ5に先前されないように握ったら5の引き波乗りそうだし、うん、まあこれ3号で買うべきだね、5軸。3なら5軸。 ただ1と3がやり合うなら5頭。うん、5、4、5、3。まあ、5、3でいいのかなまくり切れちゃいそうな雰囲気はあるけどね。うん、あとは中村選手がもう抵抗しにいかないパターンだったら余計に3、5の気がするしね。しかもさ、これ3、5のさ、森谷選手が入らなかったら結構3頭でもつくんだよ、多分。うん、3、5だけはね。 だから俺は3からでも勝負しようかな35だけでも変にまくり差しとか選択しないだろうな大丈夫だろうなさすがに2度だから大丈夫か逃げなら15軸で勝っても面白いと思うけどうんもう原田さんは悪いし五反田さんもよくないから 頭振るまんでしょうねですよね張って刺されるタイプ中村選手なるほどいやーまあでも一応数値的にはまく、あ、られ負けの方が多いけど五反、まあ、田さんがへこんだ状態だったら守屋さんが刺しだからねでも守屋選手がそんなによくないからね言うて。 6も悪いもんなまあでも3まくりならもう5でいいと35のみで逃げのパターンでも5軸で勝ってもおもろいかな貼られたら飛ぶからねこれ高田さん多分ターン回りもなんかいい感じがするからちょっと難しいところだな 森谷選手は何で2連対率低いくんだろうまあ自分から攻めないと勝ってないですね、うん。3コースなんて特にそうだけど。あと2コース、1コースはうまいんだけど、やっぱターンはそんなに鋭い方ではないからね。やっぱ、うん、ちょっともう1回だけ展示見ていいまあ3は多分もう確実に足はいいと思うんでね。3がへこんだ場合はどうなるだろうな。まあ絞るだろうね、これでも。これす、行き足がね、こっからの足が。 なんならこれ3と5そんな変わんねえぞって感じだもんね。いや、2は買った方がいいっすよ。これでもね、2はね、あの、絞られるじゃん。差し構えになった時に4と5が握り合うし、1も握り合ったら、この腰多分できると思うんでね。きょんさん500円ありがとうございます。2日連続ありがとうございます。ナイス、パー。ナイス、パー。ありがとうございます。ナイス、パー。 いやー、ちょっとさっきのはちょっとショックでげでげずらはぁ、あ、つら。うん。3号だけで行ってみるとかどうこれ、展示タイムがちょっと内側、中村選手も出なかったね。そうか。 まあ、あそこの競り合いで負けてたもんね。うん、確かにな。まあ、同体だったら多分抵抗できないからね。だから3号艇が遅れたら、まあ、抵抗を割りかしできるかもしれないけど。やりあったら5だな。 6.97だからね97はちょっと遅いもんね原田さんはそれよりも遅いから、まあ、3着付けよっしゃ OK はい決まりよし決まり うんそうだねー <laughs> エアーだから熱い演技しないとバレるからですよってちょっとよくわかんないな, <laughs> なエアーだから熱い演技しないとバレるからってもうすごい理論崩壊してんだけど 何がバレるの買ってることがバレるってことそれともエアーがバレるってことあ、あ、あ、この配信エアーですからね。そう、この配信エアーなんで、いいですか、黒こげさん。まずそもそも論、まず根本が違うんですよ。エアーなんですよ、この配信。いいですか、うん、だからちょっとおかしい言葉だなと思った。ちょっと今、うん、びっくりしちゃった。 びっくりしたなさあこれでも5号艇はチャンスあるよこれはうーん人間国宝さんありがとう320円ナイスパンありがとうありがとうございます 周り足は大丈夫なんですけど、まあ、あの、絞りまくりなら、ついてこれない、女子は。そんなまくり差しを入れれるような、まくり差しを打つ選手がいないんですよ。そう。そこなんですよね。男子戦の場合は、あの、まくり差しとか、ターンが鋭いから、さえ打ちとかも全然あるんですけど、うん。き足は来ていたが、押し間は普通になっていた。うん、スタートタイミング。 うん、まあ、ご軸でいいかな。本戦はもうここ。ここ。1、5、えー。あとは、えー、っとね、同体だったらね、同体ならもう、高田選手の勝ちでいいと思う。うんあ,ありがとうね、黒陰さんね。そうそうそう、GS さんのね。 ありがとうね反応していただきありがとうございます言ってくれてたんだねありがとうあとはどうなるだろうかっていうところですねうんあとはねこれが五軸の二。 そしてあとがごまくりの24どっちかは入る15んじゃ136と5の242。4 2 まあ、ここになるかな。2、4は絶対入りそうだから。よし、OK。これで勝負しよう。さあ、こちらですね。はい。えっ、ー、と、僕の中ではこれがド本線ですね、はい。ド本線。ちょっと汚い字で申し訳ないんだけど。えっ、ー、と、これ、一応、 足の相場5、頭一番上なんですけど、これ3、伸びだけを見ると5よりも上です。けど、総合的に考えてこの位置づけぐらいかなっていう足の評価ですね。はい、そうだと思っていただければなと思います。で、これは2パターン展開を考えてるんですけど、3号艇が、えっ、ー、と、スタートが揃った状態でまくるか。うん、でも2はね、確実に凹みそうなんですよね。だから絞りまくりはできそうな。 雰囲でまあ3後手が遅れた状態でのまくりこの場合はもう確実に決まると思うで5軸折り返しの方がいいと思うこれ理由があって、まあ、3後手がまくるじゃないですかで1後手は意外と差し構えにしそうな気がして1と2がここにとどまるとこれ2着取るためにはこの4と5が まくり差守谷選,、ね、選手がこの5が外前するっていうところになってくると、まあ、僕は5、後手の方が行き足が良かったんで、まあ、要はこういう状況になってから外前、うん、だから僕は5軸の方がいいかな内側の手はちょっと差し構えになっちゃった場合はね、うん、だから三五 3, 3、5本線 で一応左打ちの2か、まあ、1か4、まあ、ここら辺が残るというところですかねまあここ1入れてもいいんだけどねとはいえ5軸でいいと思ううんであとねあとはねちょっと穴パターンは3号手が遅れた場合ですよ えと2号艇が遅れて3号艇が遅れた場合は4号艇が絞りに行きたいけどまあ多分ここかかると思うんですよねここはかかっていくと思うのでこの状態からまあこうですねうん、まあ、4号艇も引いてかそのまま握り合うかどうか分かんないけど 1>, うん、1号手が3号手に対して抵抗できるって思うような3号手がスタートタイミングであれば1号手はまんなく握っていくと思うんですよね。そしたら指し構えにするであろうスタートが遅れた2がこの子で5が突き抜けっていうところですかね、はい。まあでもこれに関してはねちょっとねうーんちょっとランダムな買い方をしてるのはもしも。 まあ4がもう1に任せて1は3に任せて4が差し構えした時の52524は変えるからまあこの辺なのかなっていうノリですねうんまあでも5頭満州なら全部買ってもいいかなと思うんだけどね6は足悪いよだからついてこれないと思うここがだから引き波をこれ全員の引き波を乗らなきゃいけなくなるんですよね6号艇はそうなってくると多分もうキャビー キャビっっちゃってね多分届かないと思うからまあ僕はぶっちゃけこれ6外してもいいと思うようん展開的に考えてもまあこれは面白いけどねただまあちょっと胴体だったらまあ2号でへこんでるしうんまあちょっと抗えないような気がするな、うん、あとはこれからの4音まくりとかね 第4が攻めるパターンだから23遅れちゃってミホタソのまくりこれどうですか面白くない、うん、面白くない <noise> まあ23ががっつり遅れちゃった場合は うんまあそういうのもあるかもしれないよねうんまあでも345か345のオッズが一番安いのかまあ見ほたそうオッズねいや俺もこれも35でいいや35だけ買うわはいこれ35だけ買います で、これの場合はね、高田ひかる選手はまあ外してもいいんだけど、高田ひかる選手のここのところだけはえっと、安く買います。はい。他をちょっと厚めに買うわ。でもこれだと思う。6も外してみようか。6外してみようか。 6外してみようか大丈夫だろ6大丈夫だろ2残りは全然変えるんよこれ。 ちょっとフォーメーションで買うねこれちょっとややこしいからうんまあもうちょっと5頭はほぼ全で買うわ56だけ外す <laughs> 56だけ外すとか大丈夫かなまあ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  からーすげえ2が来たらこれえぐいことなんだねもうこれも勝負かけるわ俺5頭いや5頭に勝負かけるのはどうなんだどうどう思うそれはちょっと違うか200円でいいやここは はいということでこれでいきましょうはいいきましょう OK <laughs> あーごめんねあの同じ文字入れないでうん同じ文字入れないでねあのスパム扱いであのバンされることがあるんでねお願いしますさあこれちょっと面白いゲームだね 他の人、ちょっとね、見づらいんでね。うん、同じ文字は入れないでおこう。うん、まあ、じゃあ消すか。ね、ちょっと一回タイムアウトします。はい。まあ、ちょっとね、邪魔なんでね、見づらいからね。ご頭来たらこれ、夢あるな、マジで。ご頭、マジで夢あるな、これ。うん。 500円入れるマジでいきましょう。 まあでも5号手4号手が遅れたらワンチャンあるけどまあ遅れなかったら何もなさそうだよね。はっきり言ってね。ほい。これです。OK。 まあ4これ四4四号のね、見放たそう攻めがね、これ4まくりがね、買っときゃいいよかったなって思われそうだけど、4−5。4 5買うべきか買わないべきかみたいなところもね、4−5 は買っといていいような気するんだけど、ちょっとトイレ行てきます。 よしオッケーあってっかなこう6の2着だけ買ってないです五頭はあと356ね <laughs> 356 35 6は激痛だけどな <laughs> まあでも高滝から選手のレースはあのマックスチルトにした場合は、えー、とどんだけ前半戦勝ったとしてもそのスタートが安定しない場合がまあ、結構あるので、うん、まあ、それは忘れないで置いた方がいいと思いますただ、まあ、近況ここ半年とかね8ヶ月ぐらいとかはまくり差しを選択するようになってからはまあチルトを上げなくてもスタートが 完全に切れるようになってきてるので、うんまあ、予想としては高田光選手メインでいいんじゃないですかね。はい、声出てないあれ聞こえる ありょうちゃんさんさ珍しく仕事を頑張っておりました。仕事を頑張ると、舟券が当たると、お姉さんが言っていましたので、それを信じて希望を胸にやってきました。ここは見たそ見ほたそうが見てくださいと言ってましたので、<laughs> なんて関西弁や。じゃあ、見たろとなりました。じゃないんですよ。がん見します。袋とじを破かず見るような気持ちでがん見します。 さあスタートです最後最後完全に <laughs> 完全に <laughs> 燃費よくしたな言うとります言うとります言ってます

二コースは二号艇五反田忍が向かっています。そしてセンター三コースは地元の三号艇高田光が入ります。まあここはスタートどうなるですかね。ーコースからまくってバースで勝利。しっかりと気持ち切り替えています。四コースは四号。これ一号だとねそれなりにつくんでね。一号だと最低オッズが一ああごめんごめん三号か三号だと十八倍ぐらいか。高山裕子は今日のオープニングレースは直まくりから二勝目飾っています。 アウト6コースは六本木原田由美となりましたさあ、こい本番でも3コース3本木高田が 2>, 2対4と定番通り2つに分かれましたその角を取った3号木高田が人気の中心です。まあ3、4が 3, 4 3、4、5が唯一10倍切って一番人気です。さあ、こい8レース一般競争スタート10秒前です。 一番二番出しは三番四番五番六番です。うわ伸びてない。まあでもこれは握ってくね。これは一度抵抗されるんじゃないか。んなんだこれ。これ残すのか。普通に残した。 追いついつちゃったやり合うあさすがに無理かうわー2号艇が来てるよ差し残しだこれは3人だと高いよねこれ さすがにあーでもこれ五反田選手残るのかまあ守谷選手はそんなによくないけど中村選手はいきしこれどうなるだろうこれマジで分かんねえなさすがに本戦になっちゃうあでも1が来なかったらこれつくぞこれ2が入れば結構つきますからねあ結局4か4人か あーこんなに違うの、これ、えぐいな <laughs> あ6が来てるまあ、6, え6だとどうなるえ安いんだ、<laughs> 安いんだ、6。安、14倍えぐ。 あーでも2か 2> ーああま,あまあ6だねこれ2位勝ってる人の方が多いかもまあこれはまあしょうがない僕は<番>も何にも 2> 2ーいやーれうーん抵抗できなかったかちょっと僕は何もでしたねあんなに流れてたのにね

暑いなてててで。でででで いぞさあこっからはもう逃げだと思うんだけどねうんこっからは逃げだと思ってるんですけど,ですけどもうこれは内側がもう若狭選手中村桃佳選手が足がいいとは思っておりますが。 どうでしょうかね。おいおい、腹だとかいうやつは私が買うとこないのに買わないとさ。<laughs> バイセーラームー、月に変わってお置きをつって、うん。ちょっと収支がマイナスになっちゃった。あんなに中穴当ててるのにね。だから500円だとダメなんですよ。あと絞れないとね。うーん。やっぱ1000円入れてないとね、まあ中穴って何の効果もないんでね。 ああそこら辺の張りどころがちょっと今日は、うん。でもなんかちょっとね絞れないんだよな自分的に。 うわ、硬そう。<laughs> これはめちゃくちゃ硬そう。い、う、こ、ん、さんの三着付け、まあでも、まあ鎌倉選手か。鎌倉選手をどう見るかが難しいところかな。いこさんもそんなによくはないから。 あと松尾かなみ選手もまあ言うてよくないからね。まあでも2着はもう2、3かなこれ。平田さんが外前して、それが流れずだったら2だし。あと鎌倉選手をどう見るかぐらいか。こんだけ追い風だと5コース戦の選手がね、あんまりうーん来てないからね。 まあ一応あるかもしれないね2号艇が引き波乗るんであれば全然ねありそうですけど部屋が暑いです でもこのレースはあんまりちょっとこう購買意欲がないなこのレース。 さすがにこれ誰も来ないと思うけどねこのレースうーん平田さんもいいわけじゃないから立ち回りで考えるとまあなんか4とか5がうんなんか2323なのかなみたいな <laughs> ところもあるけどねでも平田さんは外回りだから13がちょっと今日の水面的には、まあ、あんまりいらないのかなっていう その遅れた状態からの外前だからうんだから12でいいのかなと思うけどねうんでもなんかこれはちょっとイン逃げでも変に4とか5が2着に入ってくるっていうのも考えた方がいいかなまあ、まあ、まあ松尾さんは うん、もう転覆してからちょっと弱いと思うわ落水してちょっと影響あるような気がするけどうんよしオッケー足の差はありそうだけどね あとはこれ平田さんのまくり刺しは一応考えた方がいいか穴はあるのかねこれ <laughs>。 あとはまあ中村桃佳選手が失敗するみたいなところにまあなってくると思うけどね展示タイムがちょっと若狭選手の展示タイムいいしねまあワンチャンはいということでまあこれですちょっとシンプルですけど はいえー、とこれ3号点がまくり刺すっていう方になるかもしれないというのをちょっと予測してみました、えー、と基本的には平田選手3コースからは外回りの方が多いんですけどまくり刺しでは1本も勝ってませんけどこれ、若狭選手がちょっとスタートが遅いというのはね、うんまあ、ここ出てしまうとちょっと遅れたりとかした場合ですよね。 まあ少な、らずまくり差しを選択する可能性はあるんじゃないかっていうのを、まあ、対抗として書きました。ただ、何もなければ、外前、ね、多分流れると思う。ちょっと付け前気味に絞りまくりではないと思うので、さっきの高田光選手みたいな感じ。うん、さっきのは、まあ、伸びてたから勝てたけど、まあ、かなり流れてたしね、位置も残せてたし、まあ、あんな感じになると思うね。後ろからこう、 このぐらいの状態のまくりこのぐらいの状態のまくりなんでまあちょっと流れちゃうんじゃないかなと。でまあここを開けることはなさそうだし鎌倉さんはここ狙うんだけど足もそんなでもないからまあ2差しでいいのかなっていう感じですねさっきの5号手が突き抜けないみたいなところを見る限りはまあ外前にした5号手っていうのはちょっと不利になるような気がするね。であとはまくり差しを選択。 まあこうだね、3号手が2号手が遅れた状態で差しを選択するような雰囲気になった場合は、まあ、4と5のやり合いでうーんまあもしかしたらこれ4と5がやり合うパターンもあると思うんでまあ岸さんも結構握ると思うからじ間とかもつでだからうーん3か5かでも4が握ったら13になるからねこれはうん外からの5の方がいいような気がするね。 あとはもう、差し切りまあ遅れた状態からでも、この展示タイムが若狭選手出てるってことは、差し切りはまあ考えてもいいんじゃないまあただ、これに関してはもう、ミスみたいなところだね。1のミス うん、ちょっと3、号手に干渉しすぎた場合はっていう意味合いで、まあ、買うべきなのかもしれませんね。はいまあ、とはいえ、これ1、2が硬いような気がするけどただ若狭選手のこのスタートタイミングを見る限りではちょっと買いづらいね。なんとなくですけど、うん、1だけで買うのは怖い。 まあ2頭はいいや、ここでいいや。2の差し切りをどう見るかだよね。ということなんで、これでいこうか。まあ、でも中村さんはかなり出てると思うよ。転覆、落水してるけど。だから転覆はしてないっぽいんでね。 さあさっきのレースちょっと見ていきましょう。これ結構後方からだったのにね。いけたなぁ、うん。これはいちご手でも握ってほしかったけどね。いちご手が握らなかったんだよね。完全に小差し。これさ、もしいち手が握ってたら、マジで、煮差しじゃん <laughs> 2は買うべきなんだよね、マクリアがいる時の2コースはもう絶対買うべき、足が悪くてもこのこちする、もう菅選手のレースもそうですけど、あの2号艇が絡む確率がめちゃくちゃ高いんで、6コースマクリア、5コースマクリア、マクリアがいるレースはね、2コースはマジで残りやすい。 はいということでこれでいきましょう。まあこれ二一は一応ねあの適中ということで。 なんかもう足,足の相場通りだったないや今日はちょっと遊べてるけどね2回ぐらい悔しい思いしたからないやーマジで。 がまあでも、時間まくり、まあいや、中村選手に対して時間まくりないだろう。うん、しかも、平田さんがね、ちょっと握ってくれる方面の人だから、うん、まあ、2頭は面白いよね。慶子さん、2強いんだけど、今回はマジで。 いやーまあ恵子さんいや足が良かった行き足が良ければ買うんだけど今回はもうほんとストレートな足が全然ないうんだ買えないさすがにいや俺恵子さんのファンではあるからね全然恵子さんね なんか話のネタくれ。<laughs> 話のネタプリーズ。ボートレース業界でなんかないっすか最近。話のネタを。 なんかご飯食べるか。準優前に。準優前にご飯食べるか。そういえばさっきの人、あれだね、消えちゃったね。スパム,スパム扱いされたのかな来なくなっちゃった。 スパム扱いになっっちゃったな同じ文字入れるとスパム扱いになるからねいや今日はちょっと負け越したくねえなー夏の楽しみ方を教えてください先にいただいてます <laughs> 夏の楽しみ方夏の楽しみ方か まあでもなんか地域によって違うような気しないですかうちの方だと、まあ、あの例えば夏休みの子どもの時とか、まあそれこそ遊びってなったら山、ああ要するに川でキャンプなんですよね、うちの場合はね、うちの方。山、山でキャンプはね、まあでも沢だね。川がめちゃくちゃ綺麗なんで、三重県は。で、僕は川はね、あの宮川って言って一級河川あるんですけど、まあ今ちょっと汚れちゃってるのかどうかわかんないけど。 あのー、上の方行くとねもうなんていうの冷たくて冷たすぎて入れないぐらいのめちゃくちゃ、あのー、冷たい皮があるんですよもうめっちゃくちゃ綺麗だけどねにじますとか、うん、にじますとかねあとはまあ 海だね、海で泳ぐうーんでも三重県の中でも綺麗な海っていうのはもう限られててあの島の方なんですよね鹿児島の方うんあの伊勢とかはまだまだちょっとあんま綺麗じゃないんだけどもうちょっとこうリアス式海岸的なところに行くとで僕おすすめはあの五、ー、座白浜っていうところが。 あるんですけどそこはかなりローカルですけどめっちゃ落ち着いてるんだけどめちゃくちゃ人,すもう人ほんといないんだけどめっちゃ綺麗御五座白浜ね。潮川さん泳げないです。めちゃくちゃ泳げるな普通に。尾、う、鷲、ん、の方は泳げるところねあるんだけどあっちの方ってちょっと波強いんですよ。波強いから、まあ、泳ぐようなところまあそんな綺麗じゃない。うん だから新宮みたいなところも行けば、まあ、あれなんだけど、一番下まで行けばね。うんでもあんま綺麗じゃないな。銚子川。仮殺で使われる崖とかないな。いや、白浜の方にね、鬼ヶ島っていう方のがあるんだよね、下の方に。和歌山と三重県の境のところにね。まあ、そこら辺は結構あると思う。 おでんばあの辺はねあんま海綺麗いじゃないよツーボートレース場のあのー、行ったらさもう海沿いなんですよそこは普通にその確かそこがあれだよねご在所だよね違ったっけそこはでもね綺麗じゃないもんなまあきじゃないっつっても江ノ島ほどではないけどうんで波が何もないからねまああんま楽しくないかもな キャンプとかもね、キャンプ場とかも最近でもキャンプ場とかでキャンプする人いないんじゃねえかな。どうなんだろう。うん。でも川とかではキャンプしていいからね、普通に。ちゃんと片付ければ。あ、御殿場か。江の島ばかにする。<laughs> 三浦海岸とかもよく行ったよ。三浦海岸、あの、あ、それはあの、 どちらかう東京の方東京っていうか、あれはどこになっんだ神奈川神奈川になるのか三浦海岸とかよく行ったよな。あれ、海、えっ、ー、と、海、えっ、ー、と、三浦海岸は結構レアで、海岸沿いでキャンプできるんだよキャンプっていうか、バーベキューしてもいいんだよね。いや、普通に海水浴とバーベキューだね。うん。ええー、バーベキューでしょ。 焼き鳥肉の店は、あそこじゃんなんだっけ、ローカルな。焼き鳥肉のなんたら食堂。<laughs> 三重県で有名な。あと、昨日あ、この前食べた兄貴が買ってきたやつめちゃくちゃうまかったんだよな。あれなんだっけそれがね、その伊勢志摩の方のね、 あそこもローカルだから、なんていうか、そう、前島食堂ね、そうね。あちょっと遠いけど、そうで、あそこは、河野浜は、あの、そのサーフィン行くときは河野浜。河野浜めちゃくちゃいいよね。あそこはサーフィン。うん。地元帰ってきたときは友達に連れてってもらって、結構行ってたな。まあ、実家住んでたときね。あそこは、あの、あそこはもうほんと県外ナンバーの人たちめちゃくちゃ多いからね。 かなりローカルだけど、海はめっちゃ綺麗、あそこ、うん。波もめちゃくちゃいいからね。兄貴、兄貴は3歳上だね。兄貴もね、あの、今、あれなんだよ。メンズ床屋さんしてる。大阪で床屋さんしてる。 そう一番端っこ。そう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 。めっちゃ遠い。めっちゃ遠い。めっちゃ遠いんだけど、あそこはいいんですよね。うん、落ち着く。めっちゃ綺麗あそこは。あそこが一番綺麗なんじゃないかな。三重県で言うと。まだ雪かんプラスだな。席にあるびっくりやなくて。 ならば私のお客さんだな <laughs> 大阪のねあの豊中うん豊中だよね確か確か豊中 あれ豊中じゃない。ごめんこと。豊中じゃねえわ。大阪に豊中ってあるっけ大阪に豊中ってあるよね。うん。だから、なんばまで一本で行けるよね。地下鉄で。確か豊中。あ、違う。えっ、ー、とね。あれ、豊中だったよな。 あ違っすターじゃないあ豊中豊中豊中イいター前あれだね豊中あれなんか難波とか梅田まで一本でいけるって言ってたろ あ豊中うん、豊中だよね。豊中だよね。大阪だよね。そうそうそう。あ、行けない南波ばじゃなくて、梅田かな地下鉄で一本で行けたのは何だったんだ、あれは。どこだっけ梅田かな ちょちょ調べるわ。調べるぜ。別に調べなくてもいいかもしれないけど。ちょっと待って、ちょっと待って。何だっけえー、っと。<laughs> 全然違うやん あれ俺、フォロー、フォローしてた。あ、あったった,ったった、これだ。あ、ごめん。全然違った。<laughs> 東三国です。うん。駅で言うと。東三国ですね。全然違うわ。 東にミクにバーバーで調べたら出てくるよ、まあ、兄貴も結構ねあの変わった仕事体験を取っててあの20日間月の20日間は大阪で働いてあとの10日は三重県で床屋やってるんですよ、うん、まあもともと大阪あのー、もう 高校卒業して、速攻大阪でずっと住んでたからうちの兄貴は優しいですよ、めちゃくちゃおもろいし、まあ、ちなみに、あれですね結構情熱系です気持ちで。 僕とは真逆。まあ、論理的ですけど、兄貴は結構こう。元気してんなみたいな友達がめっちゃ美いしい。ギャンブル全然しない。うちの兄貴はギャンブルしない。あお兄さんに髪の毛切ってもらったことあるの坂井さん。あ、そうなんだ。どうもどうもありがとうございます。 5どの界隈の兄貴かとえう、ー、俺そんな、<laughs> そんな、さかきみたいなそうさあの、そういうんじゃないんです。さかきかわしたみたいな。うしない手、全然ギャンブル全然しない、全くしない。号号中中村人人気気の心でで若が対す

3号手外前あとは1が失敗するかどうかあでもこれ2号手1号手に寄りすぎ引き波乗る2号手完全うーんあれは乗るわ 1>, 1号手にめっちゃ近寄ったな今これ引っかか,かかりそうだけどね いやだめだなこれ若狭さんまっすぐ走らずちょっと1号手に近寄ったね1号手に引き波にがっつり乗ったこれ戻って今回無理かな飛ばされろくるっとまあ、これは当てたいよさすがに。 ダメか、平田さんに。いやー、内側かかったらチャンスだけど、2号手も内側、スルスルスルってきて、引っ掛けて、かけよう、けよう。けて外に張ろう。そして2号手を先に回せよ回させよう。そういうこと。よーし、戻ってきた。若狭さ,さん、戻ってこい。足は確実にいいはず。3号手は、これは絞ろう。け前に食らわせていただきたい。握っていただきたい。絞れ。握れ。 いやー握らない五号手残るパティンか <3号> 浮いちゃった三号手は3号手に外回された

逃げやまじむずい。絞んなきゃいけないから。うん、これはちょっと、うん、これはちょっとだね。博士さん、3後手ちょっと張って、ちょっとこう1後手に近寄っちゃったよね。平田さんはでも足が悪いと思われますね。うん、いいわけではない。残念です。さあ、えっ、ー、と、準優勝戦です。 さあ来ましたよ平山選手の引線から、ね、始まるんでねさあこのレース注目は、まあ、平山選手が逃げるかどうかですけど、まあ、山川選手が先攻めがなければ、まあ、もうモーターは2、3なんで,で魚谷選手はちょっとこの中だと、まあ、モーター弱いかな。 で宇野選手が昨日ぐらいからね、これ、足が直線足、昨日めちゃくちゃ良かったんで、まあ、ワンチャン宇野選手をまあどういうふうに買うかみたいなところじゃないでしょうか。うん、で、この中でさ、まあ、売れないの多分三3なんですよ。多分一1、3売れないよね。あ、あーでもある程度、まあ、内側から売れるっていう状況になるんだね。 1三も意外と売れてるか、まあ、B1 だから売れないかなと思ったけどさすがに着取りを見てここはちょっと変われちゃってるんでね、うん、まあ足で言うなら5は外そうというところですかね 向井さんも足いいから出足がいいよねバランスいいさしがちまあこの追い風だとねどういう立ち回りになるかですけどさあ行きましょうまあツアーは逃げると思いますが何もなければ逃げると思いますが フライング、うん。まあでもこれ6号手はやっぱ伸びるね、ちょっとね。若干伸びるよね。まあワンチャン6の3着付けとかは買ってもいいかもね。うん。だからまあなんか、まくれるタイミングじゃないけど、外前したのが決まるっていうのは、まあ買った方がいいんじゃないかな。 切感はまだプラスですね。まあ、ただあと6、うん、どうだろう。マイナス、あと6万ぐらいかな。プラス6万ぐらいですかね。うん。まあ、平山さんのインセンは強いからね。ちょっと2号艇の買い方が難しいな。通常、この追い風だったら逃げなんだけど、今日、2コースってどうなんだろう。うーん。 まあ買わない理由はないかあとは樋口さんはスタートがちょっと遅いからその辺がどうなるかでもこれ2号手の向きは結構いいんだよね まあ5号艇は外回したらワンチャンだけどね。3号艇が失敗したりとか。あでもやっぱこれ6はよく見えるよ。これ6の3着付けじゃんうん。1の2、3の6でいいと思うけどね。総合的に考えて。 再打ちだし,、ね、しかも、再打ちさせてくるから。うん、もう、まあ、平山さんはも完全に足はいいと思うんでね。誰かに伸び返さない、されない限りは、勝ち切り。 あと変に2とか3がキャビった場合は外前にするのは5なんで、まあそこがさっきのレースみたいな感じになりそうで嫌ですよね。そこがめんどくさいよな。山川さんがいらないかどうかはちょっとわかんないね、これ。2号艇が引き波乗ったりとかキャビった場合は再打ち刺すのは山川さんだから。うん、でもそこから伸びてくるのかっていうところだよね。だったら1、3でいいかなっていう。3はでも外前だろ。ま繰り出し選択すんのかなっていう。 まあ、穴を探すなら、まあ、樋口さんはそんなにスタートが早くないっていうところですかね。3号艇がスタートが遅いということ。うん、まあそのぐらいですかね。はい。穴ポイントで買うなら、まあここの、見ていただくと、これ、これですね。2と3がスタートタイミングが遅いんですよね。そうなってくると、これ、山川選手の攻撃、まあここが、まあちょっと変えてくるので。うーん。 だからこの辺が穴のポイントになるかなそうなってくるとね6軸6の2着ぐらいまで変えてきちゃうんでねまあここはちょっと穴ポイントとしてはまあここを考えようかなうんまあでも内側っぽいけどね足的に 大丈夫だと思うんだけどね鎌倉選手よりはみたいなところだからな、まあ、魚谷さんのこの5構成の連帯を連帯を見ても、まあ、2連帯率が低いんですよ5構成のってことはもうこれゾーン3とかね外前にするだけなんで、まあ、3号艇が変に流れなければ多分最内に刺した121416この23626 あたりだと思うんで、ねうん、まあ穴は薄いけどでも膜に切りはないと考えてもいいんだよね、まあ、やっぱこれ6号では展示出てるもんね 向井さんのこのさ、これ見ていただくとさ、これもしかしたらなんだけど、ちょっとさっきの若狭選手の2コースの連帯を見る限りでは3着多い。2着、まあそうだね、70%なんだね。まあこの子したね。この向井さんの2コースの連帯見ると、これはね、2コースあんま得意じゃない人の数字なんよな。まあ、要は1着取れなかったら、これ2着以下なんあ,あ、2着取ってないんですよ。 基本的に2コースから2着取れてない人って、まああんま上手くないんですよ、2コース。で、3連対率が80とか70にないっていうのは、これは2コース戦。しかもこれ見て。ここ最近で、ここ3節4節ぐらいで、この1着っていうのをガブ取り。ガブ取りめちゃくちゃ取ってるね。しかもこれ女子戦だな。 なんかそれを考えたらこの33%っていうのがまあ4本ぐらいなんだけどここ最近で取ったと考えるとほぼほぼ3着じゃんって考えられるこれはちょっと圧倒的に怖いな2着を買うのが怖い原因はわかんないけどねまあスタートスタートなのかな多分スタートだと思うけど スタートがいけてない。あいや、今のでね、俺ちょっとね、あごめん、2、3へこむって言ったけど、これちょっと話変わってきた、これで。ちょっとここで面白いの解明が出てきた、今。 これは面白いってなると多分6を変えてくる昨日と同じ理論だなこれ。こうなんだよ。 初動の部分だけはしっかりさせたい。まあだから多分重いんじゃないかな。うん、なんか本当にこのちょっとスタートタイミングを見るともしかしたら2号手この切れ順が4番手台っていうのがマジで似合う。うん、切れ順2番手だよマジで似合うちょ。さっきのレースみたいに。 これ2号艇が1号艇にめっちゃ近づいたんよね。この時、これこれこれ。こんなに近づいたら1号艇に引き波がっつり乗るからね。だから1、3。うん、白井選手とか2コースとか、馬場選手は絶対1号艇に近寄らないからね。まず張りに行って角度をつけるから、1号艇の引き波に絶対乗らないように。 まあいつもスタートが遅れてんのか何なのか分かんないけどはいえー、とねこのレースはこの3号艇が外まいっていうのはまあここでいいかな6っていうかこれ4だ、ね、うんまあ4と5はそんな差はないと思うので別にこれ普通だと思う普通別に悪くない普通普通ってことなんですよね なんか上の展開はまあいいでしょう、内側決着で足が良さそうな選手が来るっていうだけ、単純に、ただそこのイン逃げ、それよりはこの展開 B ですね、ちょっと2がへこむっていうのは考えてもいいんじゃねえかって、ちょっと思った、で、多分2はね、ちょっと伸び寄り、初動が,初動がちゃんとっていうのは、ちょっと重さがあるんだと思うんで、スタート失敗っていうのがある可能性は秘めてるんじゃないかな。 伸びはいいんだけどねうん。ってことはこういう状況になる可能性があるとなると多分3号艇はまくり刺しをまあ選択しようとするんだけど絞れちゃったことによって4号艇や5号艇が先攻めするじゃん。まあ、特に多分5が握っていくと思うんだけどこれに。 少しでも3号艇がちょっと関与するようだったらまあ多分スラッシュじゃない2号艇だけいないスラッシュになる可能性があるね5号艇も握っていくと思うから5は多分握るだけだと思うゾーン 3Z3 まあ外回傾向3連隊だけに寄ってるっていうのは大体そうなんでってなるとスラッシュ案件ですね 4号手は間に挟まれて、3号艇の引き波、5号艇の引き波。で、6号艇が刺さるっていう、6軸3号艇っていうのはどうですかね。これだから、昨日と同じパターン、この考えって。昨日は4号艇の最,後最終レース、12レースは、5号艇が4号艇の引き波に乗るのに、みたいなところで、うん、6変えるんじゃねえかっつって、あれと同じような感じなんとなく。これは面白そうだけどね。ちょっとかけてみようかな、こっち。 であとはまくりざしが入るかって感じなんだけどでもこれ4とか5がさ先に攻めてくるっていうのを考えるともう3号艇の樋口さんは多分まくりざしを選択するのはいっぱいいっぱいだと思うんでうん、なんかこうちょっと握っちゃうんじゃね2着取りみたいな感じでまくりざしを選択しない可能性があると、うん、だからまあここでいこうかこれ面白そうだからこれでいこうここでいきます まあ3着付けでいいんだけどね6のでも2がへこむんであればこの展開はちょっとありそうな気がしております5にはチャンス足は普通だけど先攻めするのは5だしまあそこをちょっと加味して勝ってみようかな、まあ、2号手は勝ってもいい、まあ2号手を外す理由はないんだけどまあいいや このぐらいでいくか これですはいインが上げれるなら次のレース うん、ちょっとご飯取とってきます。 132ってどのぐらいのオッズなんだろうな安い12倍かうんまあそうだね12倍かまあそうだよねいただきます1000勝ね おにぎり値上げした今ほんと物の値段高いよねめちゃくちゃ高いよなっていうかコンビニってさなんかもう普通の弁当とか買ってちょっと飲み物買ってデザート買ったらなんか1600円とかになるもんね今、うん、しかもなんか底上げとかされてるからねやばいよなほんと スケアの方が安い高すぎてコンビニでは買い物しないうんまあそうだね本当やねまあでもまあ僕は本当にまあ今スーパー近いしだけど マイカリー食堂行ったことない台風で船一1週間入らず店にはほとんど物がない状態です停電まで時間の問題価値格でうわマジでうわ沖縄いるんだやばいね うまいマイカリー食堂ってあんのかなこの辺三重県だとあんのかなうん料理するっていうかそうやねまあ朝はスムージーまああのミキサーで飲み物飲んで プロテインも買ってるからでかい袋のやつを入れて飲んでるで昼は食べない、うん、で夜はご飯食べにまあいろんなところっすね日によって変えて 朝は噛むことまあそうなんだろうけどねあとはトマトトマトはもう毎回食べるように朝は絶対食べるようにしてる最近ハマってるのはあの、まあ、バナナジュースあバナナとえっ、ー、と牛乳とヨーグルトであとあれだブルーベリー入れるとめっちゃ美味しいよなあのバナナだけだとねちょっとやっぱ甘ったるいというか なんだけどブルーベリーの酸味があるとねめちゃくちゃ入るでもブルーベリーってあんな高い,高いんだなとミキサー買ってからブルーベリーを俺人生初めて買ったけどブルーベリー高えってなった三重県なんてほとんど物ボ々ボ交換の世界だから物価が高い関係だ <laughs> 何言ってんだよ 配信終わってから泣いてはやってない。あ準優勝戦。まあ、これ、あれだよね。プレミアム G1 だからね。多分プレミアム G1 だけどね。ああ、業務スーパーね。でも最近近くにあのスタドン・キホーテーさ、できたんだけどさ。これなんか偏見なんだけど、もうかっこれあの別にそんなことないんですよ。そんなことないと思うんですけど、なんかドン・キホーテのさ、あのー、お買い得。 商品みたいなのあるじゃないですか。でっかい袋に入ったあのナゲットとかさ。助けられたけどね、あれ学生の時とか、アシスタント時代は。めちゃくちゃ助けられたけど。あと何、何えっ、ー、と、唐揚げのめちゃくちゃ入ってる大量パックとかあるけどさ。果たしてあれは、体には大丈夫なのかとか。うん、スーパー とドンキホーテってななるとなんかスーパーの方がちょっとなんかそう業務用系ってなんかちょっとこう体に悪いんじゃないかっていう勝手な偏見を持ってる部分がある質がちょっと悪いんじゃねえかみたいなねそんなことないよねそんなことないんだけどなんとなくドン・キホーテってさなんかこう家具とか売ってるからさうんあの化粧品とかねいろいろね 保険で流さないかかまあ確かにね保険で流してしまうとまあまあ確かにそらそうだまあまあでもまあ多くはね多くはドンキの食料高くなったあのドンキのさもう唐揚げとかナゲットはマジで助かったようーんほんと金ない時の20歳初めてはじあの、はあのー、働き始めた時なんてさ 家賃5万円。エルグランドと同じぐらいの部屋,部屋の広さのところに住んでたんですけど、ワンルームの。エルグランドって言われたら。エルグランドの方がいいわって言われたからね。まあ、それ、梅ヶ丘ってところにあったんだけどあ、5万5千円。で、電車賃が1万6千円でしょ。で、携帯で1万円でしょ。で、まあ、その時の手取りが14万円だったんで、まあ、 もろもろ電気代とか払って手元に残るのどうだ、まあ、半分7万6万、まあ、6万円ぐらいかだから食費月2万だったんですよ大体2万円で収めようみたいな感じでで残りの4万円とかはもう服飲み代とかのその交際費に当てたいからもう削るとしたらもう食べ物しかないんですよ14万円の。 そうなってくると、まあ、朝はパン、菓子パンと、パックのでかいさ、コーヒーとかさ、あのーあのーなに、ミルクティーとかあるじゃん。この1リットルのパックをさ、100円ロースの中で買って、でそれをまあ持ち込んで、1日それだけで飲むっていうで。ご飯はレトルトカレーなんよ。 でご飯だけ支給されたんですよ、まあ、白米だけはなんかその無料で支給されてたんでそれに合うまあてをご飯かふりかけかあとそのドン・キホーテで買ってきたナゲットをまあ冷凍庫に入れといてそれを2週間ぐらい同じメニューを食べるっていうどんだけ不,不健康な生活をしてたんだみたいなことをやってたねただ若かったから全くだね けあの外に食べに行っちゃいけないんですよ、うん、外に買いに行っちゃいけないんで朝にもう買ってこなきゃいけないから朝はパンだねだからもうかなり25ぐらいまではそんな食べ物食べてたもんなでも服とか交際費とか飲み代とかにはもう糸目つかずに買ってたからねそりゃそんなのよな まあ昔はそうね、マクド安かったね。100円やったからね。ちょうどあの100円のマックできた時はその時だと思うな。米式給ってね。<laughs> しかもさ、あのー、なんだっけ、遅刻をしなかった場合は、あの解禁手当っていうのがあの1万円出るんですよ。1万円出るんですけど、あの遅刻を1回でも5分でも1回でもすると、 1>, あのー、1万円がなくなり1遅刻で5000円ぐらい減るんですよ死活問題なんですよ、まあ、要は交差費4万で、えっと、食費2万ぐらい残るこの6万円をやりくりの中ので十14万円をもらった体なんで遅刻するとこれがなくなるんですよね、うん、でそこから5000円ぐらい引かれるんで地獄なんですよ ってあそれはまあ場所によってあれかな。で、ボーナス出ないからね。うん、で、昇給制でもないから。年々増えるわけじゃないからね。技術を覚えると、まあ、金が増えるみたいないや。もっとひどいとこあったよ。10万とかあったからね。うん だからすごいすごかったな。みんな文句言わずにそれが普通だと思ってやってたからね。えぐいよ。だからもう全然もう本当に多分めちゃくちゃ苦しい生活多分ここにいるみんなの中で俺が一番苦しい生活をしてたんじゃないか20歳の時そんなことないかそれはないかもしれないけどその仕事をした手取りとかいろいろ出ていくものを考えたらえぐかったな。 それはないかでもさ手取りさ普通の新入社員でさ14万ってあんのわかんないけどあ手取りが11万あまあそうかそらそうかでもその場合だとさそれ都会の話田舎だとさ実家に住めたりとかさ家賃が安いじゃんでも都会で11万ってなくないあるあるんだ 都会はちょっと 11, 11万ってないような気がするけど、まあ美容師ね。まあ実家に住んでたらさ、その家賃の分がさ、あれじゃん。でも都会はね、最低ラインが、まあ都心に住むなら5万で、ほんとエルグランドぐらいの広さだから、5万なんてもう、まあ、ぼく、ボロいしね、それ以上を求めると。それ以下を求めると。 4万とかになってくるとやっぱトイレが共同とかになってきたりまあ築何年っていうのも和室になってきたりするから11万円ではまあ家賃だよねだから都会で11万ってあんのかなトヨタ関係で手取り15万ああまあそうだねだから都会ではないと思う、まあ、田舎だったらさその出ていこうかね家賃が安いじゃん基本でも都会はねマジできついよ 14万多分ないような気するんだけどね聞いたことがない初任給15万だったら手取りが10万ぐらいなああそうか手取りが15万とかになってくるとねまあそこは福利厚生ちゃんとしてたからまあいいんだけどおおりゅうけんいらっしゃい D 空き <laughs> 何語ってるんだね <laughs> 吉本さんねでもさよく考えたら吉本さんってさ何でさあの生きてくれるんだろうね多分ねご飯は先輩に言えばおごってくれるシステムだったと思うんだよねだから食費がかかってない可能性があるのいやでもね手取りがあってなってくるとまた話が違うけどね 借金ができるんだ売れたら返すシステムやばすぎだろ <laughs> あだから吉本さんに借りてるっていうことなんだねあ、まあまあ、バイトはしてるなそ,そうだねだから10万円ぐらいでも、まあ、消費食費は考えなくていいみたいな感じなのかも、ね、だったらいけるか。

さあちょっとスリットがどうなるかですけど僕はちょっとうがって買いました2号艇がちょっと、ね、初動がっていう話だったから遅れるんじゃないか想定の3号艇がまくりかまくりですかで4号やり合うスラッシュ案件いってみようまあ回り足はだいぶ2位はいいんだな、ね、あ二2号艇が若干いやいや伸び返してるね お四4号手が攻めるかこれは張り合うよしスラッシュだこれは6号手来る可能性がある来い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 いいいいよ昨日といい形じゃんこれ3号2昨日よりもいい形かもしれないよし6号手飛び込んでこい内側先に回してもらおう5号手より先に回してもらおうそう残るよし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  3、2歳かければ5、6まで見えるいや、3、号手か、差し構え、これ6、号手厳しくなった、6号艇、号手がやばい、これは無理だ、だめだ、2、号手が飛び込んできた、だめだ、やられた、った。 やりやえ、やりやえ6号手くるっと無理だ、無理かだめだ、3号手の方が伸びがいい、完全然に3号手の方が足がいいこれも6号手無理だ3号だ、あと2もまだある。 いや2号艇がカットインがいらんかったこれはハリアイがゾーンああ無理だいやーこれ逃げから勝ってる人は面白いな <laughs> ずっと楽しめるじゃん これうんまあ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 ちょっと4号手が絞ったからねもう6号手の展開があったからで3と4がやり合ったでしょでそれだからワンチャンスルスルーだったけどねちょっとダメだった1つ目の準優勝戦第10レースが終了いたしました 1号艇の平山がまあ、まあ、ワンチャンワンチャンあったからまあ買い目としては楽しめたかな俺も、うん、ちょっと残念残念な外れ方でしたさあまあいいやさあ次の11レースこれは僕は結構楽しみです荒、うん、れるんじゃないかと思ってるレースでもあるんでしっかり見ていきましょうこのレースねもしかしたら穴を買う可能性がある 清野、うんまあ、選手、そして、まあ、遠藤選手の差し切りなんかも全然考えれると思うから、うん、あと広中選手は、今節の中ではまあ上位機ん足はいいと思うんでね、スタートは速くないけど、うんまあ、これ、清野選手の足をどう見るかで、いろいろ変わってくるんで。 さあちょっと深いところまで来てしまったけどさあ収支も変えます2万円マイナスかはいということでね さあここはイン逃げ率が71%の渡辺選手なんですけどここはちょっと、ね、攻撃力のある選手が、まあ、いますでモーター的には広中選手もいいしキー選手は出足型なんで、まあ、ちょっと展開ないと厳しいかな自分から伸びていくさっきの宇野選手みたいな感じはないので再打ちさしても多分伸びは来ないと思うんで,、うん、で日高さんもそそそ外前傾向だから一着はないとみて。 まあ、とにもかくにも3号艇あるいは4号艇そこの足を見たいですねまあ昨日の渡辺選手の5号線の足を見たらもうね完全に良さそうだったからうん3号艇やっぱ伸びてんな これはね、4号艇よりも3号の方がいいし、うーん4号艇は若干ちょっと行き足はそんなでもないね、うん。でもやっぱ3号艇は伸び返しがあったから、まあ3号艇の清野選手がどう攻めるかだね。で、ターンが遅くしてしまったら渡辺さんももしかしたら、あの高田光選手のレースじゃないけど。 変にまくられちゃってかもししないしねまあちょっとこのレースだけはおし居しようかな清野さんからうーんこのメンバーになると廣中さんの足が目立たなかったうん3五桂の方が後伸びがあったし でも相当良さそうだなでも1は足相当いいと思う、まあ、足は完全にうち3人だしね、まあ、出足はいいね小回り小回り効いてんな そうですねキーさんもここ1年ぐらいでマジそうっすよね、まあ、日高選手は良さそうだね直線足、息足関係がいいただまあ5コースになってくるとそこまでターン力があれなんでうんだからさっ,きん、まあ、さっきの4コースの選手が張られちゃったみたいに外回してね3号艇に張られちゃうパターンがあるから山川選手みたいに。 そう日高さんは割り出ししないねふわっとまくりだね、うん、だから清野選手の上を越えられるかって言ったら、まあ、ぶっちゃけ越えられないと思うんですよね あとは遠藤さん直まくりも打つ方なんでね3号艇がなんか伸び返しがあった場合はちょっと握ってだから再打ちさした4とかね1三6まあタイムはでもこれ3が出るだろうね ちょっともう一回だけ展示見るわ。1号艇がさ、すごい出足がめっちゃいいんですよね。初速が良すぎるんで、伸び返されたら、せいのさんは多分生き足なんですよね。遠藤さんも多分生き足なんだよな、重いから。1号艇すげえ初速がいいんよ。速攻スピードが乗るんですよね。 でも3号艇の方がやっぱ後伸びがあるんで、ぐいっと。こっから2よりも3の方が伸びてるから、これさ、カメラ変わった瞬間、まあ、放ってるのかもしんないけど、4が。2が伸び返しがなかったのが気になるんですよね。すごく。だから日高さんのまくり出すスペース空きそうなんだよな、3が握って。 5の方が 4, 4よりも伸びてるからこの時に2が追いついてないからねまくり出しは選択うーんしかも気になるのが1がフライング切ってるよねこれ気になる1がフライング切っちゃってるのがね気になるよねこれスタートタイミング的にはもう内側優勢 廣、うん、中さんや、まあ、日高さんあとはキー選手スタートタイミングが切れ、まあ、順も含めて早いわけではないとせいの選手が、ね、じゃあ3コースからまくりさせるのかみたいな話なんだけどまあこれは結構ピン6傾向にあるっぽいんで、まあ、まくれたら勝てるけどみたいなまあでも遠藤選手が一番スタート決まってると考えるべきなのかもな確かにね うんそうだね。だったらもう逃げだな。さすがに。うん、何んもない。あって2差し。みたいなところですかね。でも一個だけ気になるのは、渡辺選手がフライングを07切ってるってことは、まあ、さっきのよりもうんって感じだね。 幸せ情報欲しい。マジっすかうん。まあでも、このレースごめんなさいだけど、ちょっと、このレースだけはさ、ちょっと応援船券させてもらっていいっすか節艦、ちょっと勝たてもらってし、清野選手から。まあ、1、日着付けで。うん。ちょっとね、ここはね、まあ、外前だとは思うけど。うん。 せいの選手はタイム出てないいやでもうん見た目はいいと思うあと日高さんはまあ多分いいと思うんでだから足を考えたら まあ、多分13が一緒ぐらいかうんでこれはまあ3が外前打つかまあまあ、くり刺すかの2択だと思うので 5号艇がねスリット切った後伸びるんよね4よりもうん。とはいえ外前だからうーんと。でも2号艇がちょっとね引き波乗っちゃったパターンの場合は。 どうしようかな。まあ、まあ、くりきりで買うか。もうちょっとこの予想に関しては、ちょっと自分の考えで書きまあ、考えてるかまあ、ちょっと応援舟券もある。んで はい、ということですね。えー、っと、聖野選手は基本的にはまくり。ここが魅力的な選手ですね。特に江戸川とかすごいね、あのー、あれなんですよ。江戸川超得意ですからね、聖野選手。行き、うん、足からドミノ、だか渡辺選手は結構ね、伸びが、昨日のは良かった。かこのフライング07切ってるのがね、ちょっと影響してきたらね、面白いと思う。うん。 広中さんは伸びが良さそう。周りの足はまだ甘いところがあるということか。そうか、まあだから放ってる可能性があるのか、さっきの。分かんなかったな。うん、ちょっと広中さん分かんないや。ハテナだね。足の相場は1、3が良さそうで、2、4、5。まあ、ここはほぼ変わらないと思うけど、昨日の渡辺選手の5コース戦を見る限りでは、まあ、かなりね、良さそうに見えたあ平山さん。しました、平山千佳選手です。 おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、一線勝達成いただきました。はい、ありがとうございます。ー新し着です。おめでとうございます。先輩が作ってくれました。はい。はいではレースね皆からお話し伺っていきましょう。暑いだろうな。はい、はいえー。まずスタートなんですけれどもどんな感じで行けたんでしょうか、はい。もうしっかり早いの行こうと思って、はい、しっかり仕掛けました。うん。はい、気持ちも入ってましたか。もうスタート遅れだけはあのしないようにと思ってはい行きました。はい。 ちょっと四番のさん流れてるな二コースの差しこれどうだろう全く刺さる雰囲気がないんだけど大きくって冷静に回れましたねはい回った感触どんな感じでしたかはいもうスムーズにあの誰も来なかったんでくれたと思います展示タイムや回り足タイムもしっかり色がついていてあ本当ですかついてましたついてましたしっかりタイム出てましたはいあのたまり手応え得られてましたよねはい。 はい、えー。このレースでも出せましたかそうですね、もう本当に結果が物語っているので、エンジン出てないと、今の位置には来れないと思うので、うんはい、エンジン信頼して、明日もいきたいと思います。はいえー、そしてね、1、まあ、戦勝達成ということになったわけなんですけれども、はい、上がってきたときは、感動でしたね。うんはい、もうみんながお祝いしてくれたんで、なんか嬉しくて。はいはい うるうるきました <laughs>。<laughs> このね、あの、はい、未来インタビューの部屋に入ってきて、はいね。まあ嬉しいばかりですね。<laughs> さあ、えっ、ー、と三後手外枚。三後で外枚。まあこれにあんまり干渉しすぎると、<noise> まあちょっと二一とかに、<noise> うんまあなる。 渡辺選手はね、ちょっとやっぱ大事なところで、俺結構ポカかル、これさ、なんだっけ、俺芦屋で言ったんだっけ。インニキ率何十パーン0%って見せてさ、俺、渡辺選手はね、大事なところでね、みたいなところを、なんかのね、時に言ったんですよね。たぶん、芦屋の時だったかな。うん、別に大事なところじゃないところは別にいいんだけど、大事なところでなんかって感じなんだよね。うん そうまあインニ率は70%ぐらいあるんであれなんですけどまあなのでこういうところはミスっていうところであるんじゃないかなとただここの外の関係性がまあ僕はちょっとねこうかなこうでこうかな2号艇が引き波3号艇の引き波にうん乗りにくいじゃないかなって考えたらここが来るのはよりは。 5号艇の付け前気味な引き波に4号艇が乗ってしまうっていうの方が現実的なのかなっていうところで2差5 2差5ですかねはいただまくり差しを選択した場合はちょっと替え目が違うんですけど3号艇がまくり差しを選択した場合は2差し2差しになるかなとまあこれはどういうことかというと3号艇がまくり差しを選択しましたえっ、ー、と5号艇 5号艇は多分、まあ、割り差しをせず外前だと思うんですよね、うん、でここは多分決まりそうな気がするので2号手や、まあ、3号手がまくり差しを選択するんであれば、まあ、2号手がちょっと3号手に干渉した場合は4もあるし、うん、だったら5はいらないかなっていう感じですかね。はい、だからこの2択をどうするかでイン逃げの目が、まあ、少しばかり変わってくるよっていうところがあるので。 まあこれどっちも買いたいんであればまあ軸をどっちにするかみたいなところだと思うけどねうんであとはちょっと応援船券でまくってもらいましょうかはいまくってもらいましょうか ちょっとこれ多すぎるので軸決めようかなうんまあ二軸にしてみようかまくり差しも含めてねこれでいきましょうか6キー選手3着付けだけ買おう6の3着付けだけは買うわ うん、まあ応援船券でね。はい、ということで、えー、と僕はこれね一応三軸で買います。はい応援船券ということでね清野さんの三着付けに。だから西語で買ってみるか。 せい。 もうこれ2着だけにしようかな、清野さんの。うーん、俺、清野さんの2着だけにするわ。これ100円だけにする。これでいいや。うん。これでいきます。よし、決まりー。 普通に握った選手が勝っちゃってるからな。 どんな番組表になんだろうな。 おい,5だね、いやー、まあ、確かに5はいいけどねでも3着付けだなうん。 井村屋,井村屋のアイスうまいせいのさんのまくり出しはいやでも1号艇が早めに握ったら全然ありじゃないかな <laughs> 全然まくり出し 言ってもいいけどねまあもうこれは完全な僕あ応援船券なんで応援船券で項目がちゃんとあってそのお金選手に払われたら指名みたいな感じ頑張るだろうねうん そもそもでもその応援船券っていう項目に入れる控除率が高かったりとかああまあ要するに応援船券っていうのは控除率が優遇されますよとかじゃなくて逆にめちゃくちゃ取られそうだもんな選手に払う分があるのであなた方の控除率は65%です10%が選手に払われ25%は私どもですみたいな感じで言われそううそやん 負担俺らみたいなまあでもそもそもそうなるだろう乗っていいですかこれ乗らない方がいいと思う完全な応援船んだからうんもう清野さんに準優乗ってほしいっていうあじゃあ優勝戦行ってほしいっていう解明まあ可能性はあるけどね全然あの変な目ではないと思うけど 千葉さんは一日パーフェクトに船券当てたことありますか。ないね。うん。多分。そういう船券の買い方してないからな。うん、でも何回ぐらい。うん。がみらないようにだと、ちょっと怖いよね。 アイスクリーム。100円は魔法陣ではなく、これは全然違う。うん、<laughs> 普通に的中狙いだけ。えっ、ー、とね、魔法陣はね、一応ね、買った後に、買い目が出して買った後に追加購入っていう意味合いでやった場合は、あの発動されますって。発動条件。<laughs> 発動条件 最高何レース1日覚えてないな1日30レース買ったりとかもさたまにさなんか苛立だってめちゃくちゃ朝一で当て,当てたりとかするとさもう乱打戦になるじゃんまあそん時はあるけどでも1日10回とかなんじゃないかな。 そもそもそそんな当たりやすいようなレースを買わないからね、イン逃げ買わないし。ポーカーは今日、ああ、でもポーカーはあれ、ゲームやってるな、やってるあの、M ホールでも。<laughs> さあでもさ、大阪がさ、大阪にあれなんでしょう、カジノできるんでしょう。 これワンチャンさ今後関西の方がちょっと盛り上がる感じがするんだよねうん東京とかよりも俺カードの確率おかしくねって、うん、あのカードの計算分かんないよな何パーセントってやつね 関西の方が潤いそうだけど、ね、今後 <laughs> でも観光客でいうと東京の方がやっぱ関西より多いんかな関西の方が観光とかになってくると i r 業は無理だ10年先の街ああそうなんだ何なんだろうね 東京名古屋にリニア通ったら大阪終わりあーそこだけで完結しちゃうってことかいろいろあるんだねカジノの周り治安悪くなりそうっていうのはどうなんだろうねだってさ海外から来た観光客しか多分いないと思うからさそもそもポーカーとかってあ,あのある程度ちょっとこう知識がないと ただのちょっとギャンブルとはちょっと違うからねあれねうん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 いんうのもあるしなう ポーカーは本当頭のいい人じゃないと無理だねあれねまあルールもそうだけどその人読みもそうだけどまあもう全然俺は分かんないけどその辺はうんだから東大生とかねポーカーやる人が多いしね頭のいい人とかの方がポーカーやるもん うんまあだから普通に楽しくないと思うよ対人ゲームだからそのお通表で買うのは別にね人読みとかしなくていいけどカモにされたら終わりだからね全然うんだからなただのギャンブルグルギャンブルやりてギャンブルやりてえみたいなとりあえずパチンコ打ちてえっていう とりあえず一番近くの台この台面白そうだから打とうっていうような遊びをギャンブルをしてる人は多分勝てないんじゃないカモにされて終わりだそうカののことフィッシュってね <laughs>、うん、4号機のゴッド並べて <laughs> それはちょっと訳が違ってくる 田中選手と遠藤選手がボクシングしたら、まため選手じゃん。身長高いじゃんね。打ち下ろされる。こういくのとこういくのだと、やっぱ、あれなんじゃんフィッシュバーガー食べた。確かに、俺ちょっとハンバーガー食べたくなってきたな。ハンバーガー食べたくなってきたな。 クワア,アイナとかないのかなベタだけど。三重県にクワア,アイナないか。どっかないかなちゃんとしたハンバーガー屋さん行きてえなあの。マックじゃなくて。うん、まあでもこれからは面白いあれがあるのかね。でもなんか、あれだよな。コロナ明けてさ。 開けてるわけじゃないけどあのマスク外してからさあのー、YouTuber もなんか減ったよねコロナの間だけや,やろうって言って始めてた人はもうほぼいないよな最近減ったなって思う俺は結構ネット環境でのこの何やり取り結構好きだからさ、うん、まあ残ってる方だと思うけど 女子の選手の喧嘩サイトは野田で空手だっけ野田部さん違ったっけ具いな厨房潔癖だからおすすめ <laughs> あそうなんだ片手で誰か慣れ込んでた空手やってた 空手が乗ったらあ空手なんだあとあれでしょあの大、ー、坂部選手もあっ坂部選手は柔道だっけああそうだよね野田彩香選手もそうだよね確かね野田部にストリートで勝てる <laughs> そんなストストリートでは勝てないとかそういう次元なの怖えマジ最強じゃん完全に最強じゃないですか野田選手もねまあ言うそうだよねすげえよな空手って。 顔は殴っちゃダメなんだよね,あれね空手、あの蹴り回し蹴りとかだったら顔いいんだっけ流派によって違うか。直進はたまにあるけど、なんかもうこうやって近距離からさ、なんかすっげー殴り合うやつだ パンチ俺人殴ったことないからな折れそうだよねなんかグネってなりそうだよねこうやって <laughs> こうやって殴れそうだもん <laughs> なんかこうやって殴れそうだもんね。こうじゃなくてなんかこうやって殴れそうだもん あまあ圧倒的に逃げると思うよまあツアー逃げるよ順優は全員モーター良ければ誰からも攻撃ないわけだスタートが変にミスらないかりは、ね、何もないまずは平山千佳選手のメモリアルゴール そして激しい日射から推薦した樋口ゆかり選手が g 1初優勝と最初の準優勝戦から見どころ満載でしたプレミアム g 1第3戦の最後のリポーターの静香さんも空手日本一はそうなんだ結構多いんだねだからまあボートレースってあれですよですんあでしょなんかスポーツで食っていきたいっていう人でじゃあボートレースとかどうですかでみ,がすみたいなそういう進められ方なんじゃないかな 予選は第二位で突破、うん、ボートレース4では初の自由関係者の都合ゲットです二、ね、ポーツ c コーサーに豪邸遠藤恵美が向かっています最後に順位下げてこの準優勝戦絶好はこそ手には体操選手とかです向いてるようする優勝戦進出は外せないところです三コースはサーさも訂正の証拠シリーズリーダーまではあと一歩と今節は大いに見せ場作ってきました 昨日の最終レーサー大敗う物の4人は多分空手でやらせたらうちのマンションに行く。は高一 <laughs> あ、そうなんですね。中のゅーチャんさんもす、ね。さあ、まあ僕はも清野さんの応援船券行きたいと思います、外前。位から抜きでで年ぶりの順位進出です まっくり切っちゃったら面白いし。いや、三号艇遅れてない。見返しはあるかもしれないけど、ちょっと後手となった。なったさあ、つけまいくかもね、これは。つけまい。ああ、流れた。普通に流れた。出たよ。

これ、まあ、よくあるよね、本当。まあ、何で負けるか、まあ。わかんないけど。あでも、二一四も売れてるな、十二枚か。ちょっと、これは <laughs>。もう三からいってるからね、ちょっと。

倍になっていますこれから最終ターンマーク、これが5回目のレディーチャンピオン、右四つ2号手、遠藤恵美が先頭、そして2回目のユースは1号手、渡辺、3番手から4号手、廣中純、2番、1番、4番、11レース準優勝戦ゴー先頭2番、遠藤恵美が5輪、1番、渡辺5輪、4番、廣中5輪。<も> さあ次だ次だじゃあ次にかけますか次のレース川野選手のスタート遅れとか見ますどうですか時間まくりどうですか最後にどうですかこれこれ発動とかどうですか皆さんめっちゃ足はいいと思うけどこのスタートタイミングのインからの0919か藤原選手が右隣 さあ、足がどうなるか、行くか。直まくりならもう、二頭一択だね。うん、さすがに。直まくり発動なら二頭一択。ただ、ダッシュなら寺田選手も怖いんで。で、昨日の三浦選手はだいぶ足の上積みがあったから。 うん、でもこれ、大橋選手とまあ中島選手はこの中だとちょっと弱めになるかな。もう1、2、3だね。3はもう昨日から結構いいから。川野選手も足はいい。足はいいけれども、点々点って感じだね。藤原選手は2コース戦。 さあちょっと昨日は結構でも良かったからね、三浦せあの川野選手、もう押しが半端なかったからうん、3日目とかもすごかったからな、差し切りの、昨ののまくりもそうだけど。 さあ次いきましょうまあとにもかくにも1号艇と2号艇の足の差があればこれはちょっと面白そうなんでね三浦選手も2連対列トップのモーター内側3手あと寺田選手もダッシュなら面白い展開にはなるかもしれない1号艇が結構早起こしたなうんまあ4号手も伸びることなかったか 河野選手はやはり行き足がよく柴田さんが言ってた通りまあね対抗になるとねあの 2−1 は変えてくるよねちょっとこれ3号艇が結構よく見えるな 藤原さんがそんなによくなく見えるのがちょっと怖いとこですね。これでも三浦選手はまくり差しで勝ったことないっていうのはまくり差しを打ってないのかな有識者の人いないですか基本まくりなんだろうけど、本数を見るとね、まくり本数見ると。まくり差しで、まあ、4コースや5コースも勝ってないとなると、まあ多分外前なんだろうな。 これでもさこのスタートタイミングのさもし発動した場合は直まくり選択は全然考えられると思うんだけどね最近は勝ててないそうか寺田選手は別に伸びなかったなってことはまあ3号艇の先攻めあるいは直まくり 4語ではもう立ち回り系だなうん5五も悪くないかちょっとこれは絞れねえな中島さん普通ぐらいだと思ううん普通まあ初日ドリームインから逃げてましたけどまあその時からですけど まあまあ普通逃げたのはイいンいだけだからねあとはまあ3着2着尾橋さんもまあ伸びはいいけど周り足は皆無かなとりあえず川野選手はもう足いいからねいいターンするなあ2は すっげえ外走ったな俺これ三浦さんが結構よく見えるうんこれは12323だと思うけどね 以上、お返しします。もう訳がわかりません <laughs>。もうりょうちゃんさんも暑さ、暑さと仕事とボートレースで、ちょっとバグっちゃってる。 重めうんうん、まあでも2と3を比べたら別に伸び返されてないからねあとの追いつきは2はいいと考えるべきだなってことはさこれ例えばなんだけどこれちょっとさ今このスリット体系じゃんこれさ 現に言えば例えばこれ1号艇のスタートタイミングじゃあどのぐらいかって言ったらこれ10ぐらいじゃん。で今、藤原選手のいるあたりっていうのが多分ね、20か、まあ、18とか17とかの範囲じゃん。これもしさ、これ1と2の形がさ逆だった場合の可能性あるじゃん。これなんだから。まあ、伸び返しはあるけどね、河野選手が。でも うんまあでもこのスタートばっかりはな伸び返しが川野選手もあるんでね藤原さんも強引に締めればまああれだけど藤原さんはスタートコンセトはまあバチ決まりしてるんで1・0あたりかカー野さんが遅れるっていうのがまあ穴ポイントねでもねこのレースに関してはカー野さんが遅れるという予想はあのカー野さ,さんのインセンが川さんがいるレースは絶対考えなきゃいけないんですよ そういう選手なんで、いや、遅れるって予想とかって、みたいな、じゃなく、これは完全に考えなきゃいけない。もうこれなんで。これなんでね。うん、うん、しかも2コース戦はもう、時間も打てば、差しも入るんで。だから、藤原さんが引いた場合は、これ、三浦選手の付け前っすよ。まあ、だからもう、シンプルな、今節何回か見せてもらったあのパターンだと思う。しかも、これ、7.02。ちょっと待って。川野選手、ちょっと待って。話が違ってきた。 おいおいおいだってずーっと点字タイム出してたよな測り間違いかこれ測り間違いかもしかしてまたあ,あんまり出さない系かまああんまり出さない系かもねこれねうんこれちょっと展示タイムはもう気にしないでおこう まああんまり出さない系かもしれないんでね。うん、でも7秒台は俺も気になって仕方ないよこれは。また騙されるのか俺これに。やだなーこれ手動ですか疲れてたのかな手動じゃないですかこれ。七いや7.02はちょっとこれはやりすぎっすよここで出すの。 9とかだったらいいけど7ロはちょっとやりすぎじゃないさすがに足はいいと思うからもう穴買うしかなくなったじゃんじゃあでもこれ足はいいと思うけどないや5いや3はよく見えたね普通に3はよく見えたうんでもこの みえー、藤原選手のこの遅れ方というかね、全速で入るのを目的でやってるのかなって考えたら、あれだし、まあでも1号手も伸び返しはあるか、普通に、普通に伸び返してるか。佐賀特化ゾーンの5コース、まあね、それも考えてもいいかもしれないけど。 でも、周り足は来てるか。じゃあ、まあ、じゃあ、まあって感じだね。そうだね。うん。大橋さんの左内ゾーンワン。えゾーンワン。いや、大橋さんのこの連帯率を見たら、どう、まあ、伸び型に寄せるタイプだと思うんすけどね。 5コースからの2連対率が16%、3連対56、この2着が少ない選手は基本外回なんでね。1、うん、周は出てるか。まあ、伸びを捨ててってことかなのかな。現状は伸び寄りなので回り足が欲しい。引き足から伸びに特徴が出た。 寺田選手の一撃とかも面白そうだよな、うん、でも藤原選手をまくれないと思っている自分がいるんでそれなら時間はさんざしうんまあシンプルに考えようかよし行こう これめちゃくちゃ12323のキーしかしないんだけど圧倒的に12323なんだけどね逃げだと。 穴狙いてえな普通に普通に穴狙いたいな普通に穴狙いたいなでもグッとこらえて123行った方がいいかなっていう自分もいるんですよね <laughs> 何どっちがかっこいいんだろうなって感じもうこれは3号艇が外前ならば めちゃくちゃ12323だと思うあ足,足はもう確実にここは上なんでうんでこれは伸びだけなんですよでこっちは多分出足初速が良かったから多分出足だと思うんですけどまあ伸び切っていく感じもないですけどまあまあちょっと強めかなとは思います 他のメンバーの方からも藤原選手強そうっていうお話を何度か聞いてるんですそうですねその辺は、うん、いいと思います、はい、ただ、やっぱもうちょっと伸びきるとこまでは出ていってほしいんですけどちょっと調整してるんですけど微妙そうなんでもう今が一番いいいとととこだと思います、はい、ターン系統はどううでしょうかちょかちっと出口の最後の押しがやっっぱちょっといい人にはやられる感じがあってやっぱそこの抜けが来てくれたらもう言うことないんですけどね。はい となると今日の作業としてはどんなことをお考えでしょうか。そうですね。まあちょっと風も強くなる予報ではあるんで、うーんまあ出口の,あの上がりとかもしっかりしたいですけど、とりあえずも係かかとあの出足はしっかりしたいなと思います。ファンの皆様は藤原選手の攻撃力を期待していると思います。そうですね。もうスタート次第になると思うんですけど。う そうですね。はい、あのスタートはしっかり思い切って全速でいくつもりではいます。では、最後にパン夏場にメッセージをお願いいたします。はい、しっかり優勝戦に乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。藤原選手のインタビュー。まあ要はこれさ、まあ、このインタビューを聞く感じだと。まあ直線来てくれたらなって話で出口の足はまあ、推しの二の足ですよね。来てくれたらって話だけど、多分でもこれは伸びにしてると思うわ。2は。 出、うん、足ではないね。だからもう叩きに行くのを想定した方がいいかもね。ただ、もしこれ1号艇がちょっとね、俺ちょっと1個だけ足したいのがあって、これ1、六6。6が4なんだけど、これは、まあ、周り足がきてないパターンですよね。これ3号艇はね、もうちょっと良すぎると思うんで、いいと思うので。うん。なので、 あの何レースか忘れたけどもうここも1、2、3、2、3じゃんって言ったあのレース2号艇の若狭選手だっけちょっと忘れたけどちょっとこう1号艇に近づいた感じのあったじゃんで3号艇が付け前くらったらここ引き波乗っちゃったパターン、ね、あのパターンで、まあ、4号艇は差し構えするんだけど多分直線足だけだと思うんで5号艇の大橋選手がもう終わり差し、まあ、多分外を行くんだけど 2号手のは1号手の引き波に乗っちゃってで4号手は伸び型だからキャビったところをまあ3着取りっていうこの136だけ俺ちょっと付け足すわインから買う場合、うん、ですねだから自分ですねあとまああとはもうちょっと分かると思うんですけど1号手が でもやっぱスリットは2の方が先行すると思うんですよね。でも、差し構えに先行した状態で、まあ、藤原選手が差しに構えようとした瞬間に、多分三浦選手は、まあ、全速で行くんで、まあ、そこに1、2が飛びついて、まあ、引き波でしょうね、うん。そうなってくると、4号艇の差し、そして、まあ、2はまあ、差し残していく。5号艇が外前。 うんでこれ二軸にしてるんだけどちょっと怖いかもなまあある意味五軸外前下おしたオアシ選手の方が周り足を使って着取りっていう方がうん,なんか軸を二にするのが三号艇のまくりだった場合は怖いっちゃ怖いよな。 まあこれはちょっとセンスセンス的なものに左右されると思っております。はい、であとは、まあ、直まくりですよね直まくりだから、まあえー、と直線が来た場合ですよね えとスタートタイミングの差を考えるとこのぐらいのスリットになるかもしれないとただ1号点も伸び返しがあるのでこのままの状態で1も別に追いつくわけもなくこの状態からの発動となると12のやり合いは考えられるかもしれないが、まあ、ターン力を考えて、まあ、2時間まくり3も外回り引き波乗る。 直間ですね。三差しはないんじゃないかな ?1 五点も伸び返すって考えたらまあその場合は三軸なんならこれ2頭なら三軸以外ないんじゃねえかな三だけで良さそうだけどね。時間はもう三差しだけで1外すかやめとこう。っていう考えですけどね。 うんだから藤原選手をどう見るかだなこれうんだから引いて刺すさ引いて刺す2号艇がいった場合は3号艇が勝ち切りであとは時間まくりこの辺をちょっとどう見るかですよねもうこれ2択決めないといけないなまあ穴行く人は別にどっちでもいいんだけど揃った場合はね何もなさそうだから うーん時間発動をどう見るかなんだよな <laughs> いやなんか五軸の気すんだよねこれね三頭五軸うん野橋さん 周り足に寄せてどうしようかな。 いやー、ちょっと引っかかるな。ちょっと今日だけはちょっと信じていいここ。ちょっとやっぱこれいくわ。直間と三まマクリいくわ。うん。これは、あのー、手動じゃないと。<laughs> 手動じゃないと思う。この時のおじいちゃんは逆に覚醒してた。うん。このストップウォッチャーは。と考えると、 まくれるんじゃねっつって普通に行こうかそうしよううん直間まだ直間まさんざしみたいなところでもこれはどうしようかな直間なら1は別にもう買わなくていいんだけどね本来はいや折り返そう折り返そう折り返 折り返そうぜ。直間案件圧倒的直間案件発動しェ、えー、穴かけるわ。ごめん。ちょっとごめん。これ、いいんから。資金配分で流した方がいい。まあ、そうだね。そうだね。これ、でも二軸でいいのかねまあ、でも、直間三さんしもあるし、もう二軸でいこう。うん。とやかく言うな、シュガー。 お前うるさいぞずっと。チキン配分でに行こう。チキン配分でに行こう、チキン配分で。誰がチキンやなお前。誰がチキン配分ブやお前。1万円チキン配分するか。誰がチキンやだから。 でも2、3は厚めにいきたいんですよね。2、3だけは厚めにいきたいんですよね。ここは1000円にしよう。危ねえなーこれ3頭2残んのかなーって感じもするしね。もっと絞れればいいんだけど。2、1、3、1は結構邪道な気するんだけどね。2、1、3、1だけ。2、1、3、1だけやっぱ外すわ。うん。2、1、3、1外します。 うん、これは僕のポリシーに反するんで。で、でなんですけど、ちょっとまた申し訳ないんですけど、これはちょっと買います、100円。あとから買う100円、あじゃあみんなちょっと嫌がらせは嫌だと思うんで、これ、後から買う100円じゃなくて、今買います。うん 今買う100円は当たる可能性はあるからね23321000円ずついくか。 Oh shit. こちらでいきたいと思います。あ、こちらでいきたいと思います。これは結界じゃないからね。 いや、河野さんのこの7.02は俺は逆に信じて。逆にちょっと言っちゃいました。あ、ごめん、21は買ってないっす。ごめん、ごめん、ごめん。これ1買ってないっす。み敏感だな、みんな。敏感だな。 普通に差し入れもありえそうだしね、うん。いや、これ結果じゃないです。はい。これは、あの後から買ったやつじゃないから、正規ルートですね、うん。だから、まあ、多分一1の2、三4で来るか、それとも、まあ、普通に当たっちゃうっていうね。 なんかすげえダサいところできたでもこれ1、2、3、2、3だと思うけどね、もうモーター相場とかなんもなければ。だから2が差し構え、3が外回っていうスタートが揃った場合なら、もうこれちょっと足が違いすぎると思うんで、うんで、ワンチャン、その藤原選手があんまり良くないんじゃないかっていうのを仮定した場合は、まあ1、3だけでいいかな。でも1、2からの4、5は、ちょっといらないような気がするな。だったらまくれるんじゃねえかっつって。 そんな感じじゃあんで買ったまあ,あまあ適中ですかねはいまあ見栄えを見栄えを400円払って買いましたまあ適中3回よりも4回ってね上がちょっと光ってた方が適中4回でマイナスまあ4万円ですかって言った方がまだ、ね、おお4回まあまあ回ならね3回だとちょっと少ないって言われそうだ そういえば、アベマの、a b でボートの新番組始ま、あ、そうなんだ。なんて、えー、どういう番組なのいや、魔法人じゃないです。魔法人は、後買いは後買いからなんですよね。うん、なんでかっていうと、後買いの出目は、僕、当たったことないんですよ。だから嫌がらせなんですよ。でも、正規で買ったのは別に、あの、当たったこともあるし、外れたこともある。うん、ちょっと違うんですよ。 11レースも取ったナイス、まあ、渡辺選手はねうん、なんか、準優とかでやられるみたいなのあるのかもしれないね。どれだろうボートってあんだっけチャンネルがなんかボートみたいなのあるよねょあ。競輪ボートレース。あ、これだ。 垂れ流しの番組なんでね。500人ぐらいみたいな。シュガーさんが会ってみたいボート選手は誰ですか会ってどんな会話をしてみたいですかいや、だからよく買う選手とか、だから桐生選手とかになんか話聞きたいよね。なペラがどうなのか。あの、なんか調整でこういう時になんか。 あのどこの足とかよくしてますかとか <laughs> 質問ベタかよ、うん、調子が悪い時ってどうですかとかまあ桐生選手はあんま調子が悪い下手とかないからね金額が間違っている What's what's What happened? 合ってるねデ、うん、あー、ヨンカトさん。ケイ君。昨日の配信で僕たちのチャンネルを宣伝してるだけどあるとうございますおかげさまでチャンネル登録100人達成しました。これ、師匠え師匠師匠ですか僕がですか 僕を師匠にしたら多分終わりますよ。うん、バラエティー枠なんで。まあまあ、千人ですね、まずは。千人。千人いかないと YouTuber は話にならないんでね。<laughs> す、ごい言い方してる <laughs>。いや、あの、何、あの、じゃ <laughs> ひどい。 まあ要は、食っていけないんでね。1000人いかないと、まあ、そのチャンネル登録者が1000人いかないと、結局の話、やってる意味がないからっていう意味合いでちょっと言っちゃいましたけど。はい, <laughs> いやいやいや,いや、YouTube をやるならそう、お金が出なきゃ意味ないんですよ。YouTube でお金がいらないって言うんだったら、もうやめたほうがいい。時間の無駄です、はい。だからもう1000人いかないと、マジで YouTuber は意味ない。 うん、もう趣味の延長です。趣味、趣味。大変なのに、ね、その収益上がらなかったら、時間がもったいないそれだったら、もうね、違うことに時間を使った方がいいでも、頑張るっていうんだったら、もう1000人頑張りましょう。はい、以上です。おぞす。金かけだけのために、金かけっていうか、まあまあまあ、だから、なんていうのいや、それは全然いいと思うんですけど、 うん、まあでも大変だからね時間かかるし人間の一日の6時間とかを編集に当てたりするんですよあそれがさなんかそのうんなんか収益とかっていうよりはその承認欲求で YouTube をやるのはマジで時間がもったいないと思うんですよまあ確かに「いいね」ついたりとかね見られたら増えるのはいいんだけどでも人間の一番時 大切なのってやっぱ時間なんで、ね、ああ、時間は有限なんでね、お金は無限の場合はあるかもしれないけど、ああ、っていうダサいことを言ってますね。そうですよ。100人で喜んでいるよじゃダメですよ。そんな1000人行ってからですよ。そんな <laughs> めちゃくちゃだな。めちゃくちゃ嫌なやつだな。いやいやいや、そうな、そんな、いやいや、それぐらい。 いやいや、それはそうですよ。うん。やっぱ1000人ですよね。1000いったら次は1万。そうっすよ。いったらね、笑い話で終わるんで、うん。遅から早からね。結果出すのも早い方がいいし、諦めるのも早い方がいいんですよ。なんで,でもかんでも。うん。そりゃそうだと思いますけどね。 うん、いつ本気になるかぐらいな話だと思うけどな。知らんけど。知らんけどね。知らんけど。まあ、強要はしないですけど。自由なんで。YouTuber になって別にしなくていいんで。自由なんでね。強制でやるもんじゃないから。さあ、行きましょう。さあ、穴買っちゃったぞ。すげえ嫌なやつだな、俺。まあ、ちょっと良くない今のやつすげえ嫌なやつ。 最後まくってくんねえかなまくってくんねえかな全財産乗っいやいやいや,いやこれに一番下にたくさんかけたか形さん一番下にたくさんかけるなら一番下にたくさんかけない今年は三重県の2ボートレース場が舞台となっています プレミアム g 1第37回レディースチャンピオンコアー6からずれのファイナルピストもあと2つ中にレースの準優勝戦です好きなおにぎりのドアーシグレとなってきそうです銀行さん1号て川の名が向かっていますピストンリングを変えてからは気配も上昇そして予選予選のラストは鮮やかなつけ前で堂々のシリーズリーーまあ彼の選手はもう行き足がだいぶいい、ね、2コーサー2号て藤原夏樹があります 自身2回目のレディースチャンピオン準優勝まあゼロ代前半とかで行ったら多分まくりきれるんだけど藤原さんはまくりきれないがすります昨日の連勝で得点率33位から一気に7位までジャンプアップさせました4個34手手寺田ちえジョバン心配されたんですが2日目のカまくりきっかけに成績上向いてきました5スは5号手はしルリカ 昨日の GI 初一着で初の g 1予選突破果たしていますなんとか18番目掴み取っています。 さあスリット先行するのはまあニかク3だと思うの純てなればですよ時間も案件の可能性もあるん、ね、で4からの攻めは兄さの足がいい分、まあ、ないと思うので全速で入れそうまくり行っちゃわない よし、あー、だめだ、3位だった、まずいまずい、3位置は決したんです、ちょい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 、ちょい、それだめ、しかも2位いなくなったし、ぎゃー、ー2二が来た、しかも、まずいまずいまずい、外れた、外したんです、ここ。 まずいです。非常にまずいです。ダメ<む>。フジャラさん、クルッと。いやーダメだー。やってしまったー。え、三一に五十倍もつくの？まずい。<laughs> まずいです。この戦いはまずいです。二が勝つそうな気がしております。外マイあダメ。あダメあダメ あ,あかかってねえな四か。現在上位は三番一番四番これから最終周回ですもうこれがテクニカルエリーの真骨頂三号艇三浦2番手3周1マークに入っています二番手一号艇カーノメイそして三番手は握っていく両皇艇寺が長をつける二号艇宇ャラカース。フ2上位は三番一番四番です サータエ3段314は37.8倍となっています。これから最終段マークはレディースチャンピオンは813号艇、ミュラリが先頭。いや、もうちょっとね、一が遅れてたらな。まあ繰り出しするとせえた、まあ、ま,あま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 あ。先頭3番、ミュラリ5輪、1番、ハーノ5輪、4番、寺田が5輪、2番、2> まあこれでもしね。 そうかスタート先行まあでもあれちょっと迷ったんじゃないかな藤原さんうん完全迷ったっぽいよな <laughs> でも311だけ外すっていうのをまた <laughs> いやあれ握ってほしかったなワンちゃん。うんでもあれは迷ったと思う同体になったからさ完全に2の方がスリット先行してたけど 引いて刺すうーんそうだなあれはちょっとまあでも藤原さんは完全にこれも直線だけに寄せててターン回りは無視うんまあ、来る気あったんだけど多分足が来なかったのかもね ヒロポンさん200円あれテクニカルエリー抜け目のシュ当たったんですか当たった方当たった方3121を買った方3121全だけ買った方ガチかガチか君らガチかガチですかあんなに見てたのに まあでも明日の優勝戦はね、意外とこれ楽,あの楽しくなったかもな。河野さんの角戦とかでしょう。うーん。意外と面白いかもね。で、あ、でも平山選手の引戦か。平山選手の引戦か。まあ、モーターはまあ、あれだけど、ちょっとうまさがあるからな。変に握ったりとかは、平山選手は変に握ったりとかもしないしね。 河野選手の角戦で三浦選手がこれ3コースかまた一緒だいやーこれでも角系がじゃあ機能しないってなるとねうん外の攻撃がなさそうだもんなちょっとリプレイ見たいっす まくり差し予想は絶対できてないまあそうだね直まくりを想像してたからまあ僕は当たってないもう出目当てゲームだってさっきのは、うん、さあちょっとリプレイ見よういやスリット先行して引いてのまあ3頭に書いてたのも,もうまくりだったからねうんこっからまくり差し選択するんだみたいないやーあれちょっと1回ね2号艇が牽制しちゃったね これかかるかなこれ中途半端に2号点がスリット先行してターンするときに1回1号点に近寄るんですよねターンするときにでもんかまくりの体勢みたいになっちゃってたねここほらうんだったらもうあのままつけ前気味にいった方がね 2着そのままさあのスピードを弱めずにそのままつけ前気味にガーンっていっちゃった方がワンチャンあった可能性あるんだけどねどうなんだろうなどうせスピードをあのタイミングで落とすんならこのままガツンっていっちゃったりいいねここのタイミングで、うん、それかもうちょっと1が早めに握ってくれるっていう想定なのかもねこの感じだと 食って入れた瞬間に握ってくれると思ったら、まあ、結構1号艇があのそのフェイクに乗らずにちゃんと差し落としにしたっていう、うん、だから差し構えにするであろうまくりは来ないであろうを河野選手は読んだのかもしれないねここで本来ならもうちょっと1に握ってほしかった カーンの選手も上手かったのかもね。藤原選手にはやられない。あ時間も来ないなっていう判断。いや、やべってなったよね、多分ね、藤原選手。あんだけ引き揚げ乗っちゃうと4が刺さってきて。でも、明日これ藤原さんは特別選抜戦とかね、一般戦出てくるんでね。 まあ、伸びだけは面白いと思うんで、買っていきたいかなと思うけど。もうちょっと足の差はあったな。2号手も良かったけど、寺田選手もやっぱ足良かったし。シュガー2期、あっ、え石本君ん出んの丸亀ガチじゃあ終わるか。さあ、ということで、えー、と終わりたいと思います。G1 の方はこちらで終わりで、明日はまあしたは9レースぐらいからやろうかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、丸亀いきます。

電話かかってきた怖何の電電話話だろうなんか,電話かかってくると怖くない今の時代。マジで。電話かかってくるとビビるんだけどな。え石本君いないじゃん。何どういうこと石本君選手いないじゃん。 ああ、2コースじゃん、しかも。ああ。ちょっとこれ、だいぶ後だね、うん。やめよう。うん。なんか4レースで終わってるっぽいから。さあ、終わりましょう。はい。ここも逃げそうだし。あ、そうなんだ。終わったんだね。次のレースは、これ、3まくりあるんじゃん。3まくり、2まくり。 あとこれ、五号艇のまくりとかあんじゃん。五号艇のまくり。タイムが出て、ここのスタート遅いよ。うん。チュンタカさん、320ありがとう。えっ、ー、と、ヨト花火大会前にしこたも負けました。今日は悲しい気持ちで花火をする。<laughs> 320ありがとう。初めてのナイスパーチャーありがとう。ありがとうございます。電話なんてて滞納ばっか。まあ、確かに。あまあ、昔はよくかかってきてたからな。それの名残だな、俺。 これ3号艇と4号艇がスタート遅くて、木村選手もスタートが遅いんで、これワンチャン直間からの展示出てる宇佐美選手がどうですか、うん、売れてるわ。ごめん。そこめっちゃ売れてます。無理です。北、う、斗、ん、生配信だね。さあ、ということで、えっ、ー、と、明日の配信に関してはすいませんけれども、わかりません。あの、優勝戦、まあ、9レースぐらいからとか、 まあ面白いレースがあったら、オッズが取れそうなちょっとレースがあったらやろうかなと思うんですけど、ちょっとイン逃げが多発するようなレースだと、ちょっとあまり得意ではないので、はい。その場合は、中盤ぐらいからやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、明日も見ていただければなと思います。石本君んさっき転覆しちゃったんでね。あー、浮いちゃったんだ。まあでも単独転覆だね。もったいないね。 はい。ということで、ありがとうございます。なので、明日もまたぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではでは、また明日行きましょう。明日優勝戦ね、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。